サブ。山本周五郎。一の一。小雨がもやのようにけぶる夕方。両国橋を西から東へ、サブが泣きながら渡っていた。双子島の着物に小倉の細い角帯、色の汗た黒の舞いけをしめ、 頭から濡れていた。雨と涙とでぐしょぐしょになった顔を、時々手の甲でこするため、目の周りや頬が黒くまだらになっている。ずんぐりした体つきに顔も丸く頭が尖っていた。彼が橋を渡り切った時、後ろからエイジが追ってきた。 こっちは痩せた素ばしっこそうな体つきで、おもながな顔の濃い眉と小さな引き締まった唇がいかにも賢そうな、そして効かぬきの強い性質を表しているように見えた。エイジは追いつくとともにサブの前へ立ちふさがった。サブはうつむいたままエイジを避けて通り抜けようとし、エイジはサブの肩を掴んだ。 寄せたらサブ。とエイジが言った。いいから帰ろう。サブは手の甲で目を拭き、むせび上げた。帰るんだ。聞こえねえのか。嫌だ。オラ、火災へ帰る。とサブが言った。おかみさんに出て行けって言われたんだ。もう三度目なんだ。 歩きな。と言ってエイジは左の方へ顎をしゃくった。人が見るから。二人の少年は橋のたもとを左へ曲がった。雨は同じような調子でほとんど音もなくけぶっていた。おら、本当に知らなかったんだ。とサブが言った。ゆうべ粉袋をとだないしまった時に、 勝手で使うから一つ出しておけって、おかみさんに言われた。だから一つだけ残しといたんだ。そしたら、その袋が出しっぱなしになっていて、おかみさんは使った後でしまっとけって、その袋を返したのに、俺がしまい忘れたって言うんだ。癖だよ。癖じゃねえか。粉が湿気を食っちゃった。 ヘマばかりする小僧だって。サブは立ち止まって手の甲で目の周りをこすりながら泣いた。オら返してもらわなかった。そんな覚えは本当にねえんだ。本当に知らなかったんだ。癖だっては。おかみさんは何とも思っちゃいねえよ。ダメだ。おらダメだ。本当にトンまで、ぐずで。 自分でも知ってた。とても続けられやしねえ。もうたくさんだ。サブは喉を詰まらせた。ほら思うんだが、いっそ火へ帰って百姓をする方がましだって。広い貸し通りの右が武家屋敷、左が大川で、もう少し行くと横みになる。 おりすけとも人足ともわからない十年の風体の良くない男が二人、穴のある傘をさして何か口早に話しながら通り過ぎていった。その男たちの斑点の下から出ている裸のすねが、エ治にはひどく寒そうに見えた。サブは歩き出しながら、小舟町の方向道へ方向に来てから三年間の、 休む暇もなく浴びせられた小言と嘲笑と平手打ちのことを語った。それは訴えの強さではなく赤子の長鳴きのような弱々しく平凡な響きを持っていた。大川の水が時たま思い出したように石垣を叩き、低いつぶやきの音を立てた。 方向が辛いのはどこだって女しこった。女将さんの口の悪いのは癖だし。と英イははかえつかえ言った。それにおめえ、女なんてもともと、車だ。英イがサブの腕に触り、二人は立ち止まって川の方へ避けた。空の荷車を引いた男が後ろから来て、二人を追い抜いていった。 腕に職をつけるのはつれいさ、とエイジは続けた。考えてみな。火災へ帰ったって、朝から晩まで笑って暮らせやしねえだろう。それとも、百姓は五姓楽か。火災のうちなら、とサブが言った。出ていけなんて言われることだけはありゃしねえ。 本当にそうか。サブは返事をしなかった。エイジも返事を期待していなかった。サブは、火災にある実家のことを考えてみた。腰の曲がった全足持ちの祖父。気の弱い父と、男雅りで手の早い母。朝から母と喧嘩の絶えない、口やかましい兄嫁。 三人いるテ前と、飲んだくれの兄と、五人もいるおいやめいたち。薄暗くすすだらけな古くて狭くて、全体が片方へ傾いている家や、五担部そこそこの痩せた田畑など。サブは途方に暮れ、しゃくり上げながらまた歩き出した。おめえにゃあ田舎がある。一緒に歩きながら英イが言った。 どんなうちにしろ帰るところがあるからいい。だがオラ、親兄弟も身寄りもねえ一人ぼっちだ。今年の春、オラ、店を産ん出されるようなことをしちまった。産ん出されるか自分で産んでるかどっちか一つというとんでもねえことをしちまったんだ。サブはそろそろと振り向いてエイジの顔を見た。好奇心からではなく、 戸惑ったような目つきであった。英治は不機嫌な怒ってでもいるような口ぶりで自分が去年から幾度か帳場の銭を盗み、それを主婦のおよしに見つかったのだ、と告白した。和国橋のそばの掘りっぷちにうなぎのかば焼きの屋台が出る、と英治は続けた。ほら、かば焼きの匂いを嗅ぐと、 我慢ができなくなるんだ。通りがかりにその匂いを嗅ぐと食べるまでは胃の腑が収まらない。気持ちも落ち着かずすることが手につかない。まるで病気のようになってしまい、時には手足が震え出すことさえあった。帳場の銭箱から銭を掴み出したのはそういう時で、去年の秋から 十二三たび盗み出したろうか。食いたい一心で悪いことをしたとは思わなかった。それがこの二月、主婦のおよしにその部屋へ呼ばれた。おかみさんは小言は言わなかった。とエイジは泥でも噛むように顔をしかめながら言った。去年の八月五日と昨日、 お前が帳場でやったことをあたしは見たよ。もうあんなことはおよし。欲しかったらあたしがあげるから、あたしのところへそう言っておいで。って、それっきりだった。およしは二度だけしか見なかったのだろうか。それともすっかり知っていて、わざと知らないふうを装ったのか。いずれにもせよ、エ治は死ぬほど恥。 もう店にはいられないと思った。自分を盗っ人だ、などとは考えもしなかったが、銭箱から銭を掴み出した自分の姿が、浅ましくて、恥ずかしくて、そのまま店にいる気になれなかったのだ。だが、店を飛び出してどこへ行くとエイジは続けた。ほら八つの年。 大野古町で懐かしに会い、両親と妹に焼け死なれた。俺一人は白魚菓子へ釣りに行っていて助かったが、他に身寄りは一件もなかった。親父は伊勢から出てきたと言ってたが、伊勢のどこだかオラ覚えちゃいねえし、覚えていたって頼って行けるもんじゃねえ。オラその時くれ。 自分にうちのねえことが悲しかったことはなかった。知らなかった。ほら、ちっとも知らなかった。とサブが呟いた。それでエイちゃんは我慢したんだね。ゼにも二度とは盗まなかった。二人は横編みの菓子まで来ていい。 サブが立ち止まって地面を見つめ、濡れて重くなった草履の先で地面を左右にこすった。オラ、思うんだが、と彼は心の決まらない口ぶりで言った。小さい自分、お袋にぶたれたことがある。弟のやつがいたずらをして、それを俺がしたもんだと思ってぶった。オラ、泣きながら、 俺のしたことじゃねえって言って、それから弟のしたことだと分かったとき、お袋は平気な顔で言った。それじゃあお前はこれまでにぶたれるようなことは一度もしなかったって言うのかいってさ。女なんてそんなもんだ、とエイジが言った。撫でた手でつねるし、つねった手で撫でるようなことをする。 そして、どっちもすぐに忘れちまうんだ。少しは落ち着いたか、サブ。もうここいらで帰ってもいいだろう。サブは、不決断に、うっと言った。ありがとう。とサブは、よく聞き取れない声で言った。ごめんよ、えちゃん。今度は黙って飛び出さないでくれよ。 とエイジは言った。これからは何でも俺に相談してくれ。力になるからな。サブはゆっくりとうなずいた。二人は引き返した。そして両国橋まで戻ると、後ろから十二歳になる少女が追ってきて、せいせいとあえぎながら声をかけた。この傘を差しなさいよ。 と少女は、からかさを二人の方へ差し出した。姉さんのところへ持って行くんだから、方角違いじゃダメだけど、さあ、差しなさいよ。英治は少女を見た。自分で差している傘は穴が開いていた。着ているものも、次の当たった大梅島の古合わせで、帯はヨレヨレだし、履いている下駄はちびた大人物で、 それもすっかり鼻緒が伸びているから、泥の跳ねた足指をまむしにしていた。いらねえよ、とエイジが言った。俺たちは小舟町へ帰るんだ。さっさと行っちまいな。あら、ちょうどいいじゃない。と少女は嬉しそうに笑った。あたしは堀江町よ。堀江町の住吉っていうお店に、 姉さんが勤めているの。だからあたし、あんたたちのうちまで送っていってもいいのよ。うるせえなあ、とエイジが言った。傘なんかいらねえって言ってるじゃねえか。だって、二人ともびしょぬれじゃないの。ねえ、これを刺してらっしゃいよ。サブ、とエイジが言った。かけようぜ。 二人は小雨の中を走り出した。バカねえと少女が怒鳴った。いいから二人とも濡れていらっしゃい。育児なし。エイジとサブとはその時同じ十五歳であった。少女のことは二人ともすぐに忘れてしまった。一の二。 二人が二十歳になった年の二月十五日。生まれて初めて一緒に外へ酒を飲みに出た。酒が初めてなのではない。それまでにも祝いびなどに店で酒の出るときは酒好きに二つか三つは舐めたことがあった。けれども外へ出て手洗で飲むようなことはなかった。半分は恐ろしくもあったが、 主人の吉兵衛に禁じられていたからである。体の固まらないうちに酒を入れると骨がやわになる。二十歳になるまでは飲むな、というのが口癖であった。宝庫堂は表具と教授とで格も高く、手堅いので知られていた。先代からの決まった得意先と、 当代知名な五六人の書家や絵師、老舗の骨董屋とか武家、大棚などに限り、安い仕事は一切断るという風であった。従って八人いる職人たちのしつけも厳しく、皆な飼いから育てられ、読み書きはもちろん、生け花、茶の湯まで一通り習わされ、書画の吉足ししなども、 小さい頃から実物について教えられた。今店にいるのは8人。職人頭が和付けと言って29。次が大地で27。それから17、五郎。英二とサブが二十歳で、下に17歳の伝六と15歳の判事がいた。その他に、 店から出て通いできたり、独立して店を持っている者が13人おり、宝庫堂の仕事が立て込んだり、特別な注文があったりすると、その13人の中から適当な者が手伝いに呼ばれた。店のしきたりがそういう風なので、職人たちの日常も規則正しく、毎月15日と1日の他は、 夜遊びに出ることも禁じられていたし、二十歳からは夜食に一本の酒がつくけれども、それ以上は一滴も飲ませなかった。年には及ばないだろうが、こういう生活をきちんと守るものばかりはいない。仕事は夕方の五時限り、どんなに仕事が溜まっていても五時になればやめてしまい、 後片付けをして銭湯に行き、夕食をした後、九時に寝るのが決まりになっていた。寝るまでの時間は、本を読むとか、修字をするとか、語や将棋を指すとか、自分たちの好きなことをしていいのだが、中には店を抜け出して、酒を飲んだり、女遊びをしたりするものがなくはなかった。そういうことも、 主人の吉兵衛は知っていて、大抵の場合は何も言わないが、抜け遊びが度重なると自然仕事に響くので、その時初めて小言を言い、それでも行状が改まらないと暇を出してしまう。五年のうちに二人くらいはそういう職人がいて、これらは宝庫堂にいたということも許されないのであった。英治とサブは、 心がときめいていた。二十歳になったなんて変な心持ちだな、とサブがまだるっこい調子で言った。おら思うんだが、十六で酒焼きをそった時よりも変な心持ちだ。そうだな、とエイジが言った。二人は千筋の手織木綿の合わせに双子島の羽織、 小倉の角帯を締め、朝浦草履を履いていた。ちょうど黄昏時で、人の往来の多い小舟町の通りを東の方へ、格別目的もなく歩いていた。とにかく両国広小路へでも行ってみようか、と思っているようであった。おめえはいいな、ええちゃん、とサブが言った。 ふすまの下張りなら一人名だ。ところがオラと来たら未だにのりの仕込みだ。それも仕事だぜ。オラ思うんだが、水の中で袋を揉みながら、時々自分がやりきれなくなるよ。二十歳にもなってこのざまかって。それも仕事だよ、サブ。とエイジが言った。 表具や教授は、ノリの出来のよしあしが仕事の仕上がりを決めるんだぜ。おめえわかっていねえのかそりゃそうだが、わかっていたら愚痴を言うなよ。とエイは言った。ノリの仕込みで日本一になれば、それはそれで立派な職人なんだ。おめえ日本一のノリ作りになれよ。 そりゃあそうなんだが。しかし、宝庫堂の職人となれば、表具とか屏風、屋敷薄間なども覚えたい。そう言いたかったのだが、サブは口には出せなかった。ちょっと、と英イが言って立ち止まった。堀江町と新材木町の間に堀がある。その堀端に五六軒。 小料理屋がとびとびにあって、その橋の一軒で、住吉、と根地に白く金で染め抜いたハンノレンを軒先にかけている女がいた。小柄な体もほっそりしているし、たすきをかけてあらわになった二の腕も、裾をはしょった木八丈の着物の下に覗いている白い萩もほっそりと柔軟そうに見えた。 なんだえいちゃん。すみよし。とえいじは口の中でつぶやいた。聞いたことがあるようだな。柳橋の料理屋だよ。すみよし、得意先じゃねえか。そうじゃねえ。柳橋じゃねえ。どこかよそで聞いたことがあるんだ。のれんをかけ終わった女は、 足元の森塩を避けて家の中へ入った。エイジは記憶を呼び起こそうとするように目を細めてしばらく考えていたが、どうしても思い出すことができない様子でそっと下打ちをすると、まあいいや、入ってみよう。と言い、サブを促してそっちへ歩いていった。店へ入ると四重絡みの男が、 火を入れた八軒を天井へ吊り上げているところだった。三軒に五軒くらいの土間に、半対が二皮。おのおの左右に作り付けの腰掛けが据えられ、我慢で編んだ縁座が二尺ほどの間隔を取って置いてある。客が多くてもぎっしり詰めず、ゆとりを置いて飲めるように塩梅しているらしい。 右手に竹で甲子を組んだ板は、突き当たりにまたのれんがかけてあり、これはあさぎにこんで墨吉と書いてあった。早かったかな店へ入ったエイは八軒を釣り上げている男に聞いた。まだ始めないのかいいらっしゃい。と男は勇ましく答えた。どうぞ。 そして奥の方へ向かって、お客だよ、と大きな声で怒鳴った。エイジはサブの肩を押し、反対の一つを選んでその奥の端の方へ腰をかけた。すぐに女が二人、自分の髪へ手を触れながら出てきて、愛想を言いながら注文を聞いた。さっきののれんをかけていた女ではなく、一人は十八区。 一人は二十二三で、どちらも小太りで、おしろいとこういうを強く匂わせていた。エイジは、酢の物のとうまにで酒を二本と言い、言いながら赤くなった。あたし、あんたのこと知ってるわ。と、年笠の方の女がサブに行った。あんた、小骨町の方向堂の使徒でしょ サブは戸惑ったようにエイジを見た。女の一人は注文を通しに行き、かさのその女は腰をかけた。そうじゃねえさ。とサブが言い、慌てて言い直した。いや、本当はそうだよ。今日は親方や女将さんに許されてきたんだ。こっちはエイちゃん。ほらサブって言うんだが、 二人とも今年でちょうど、よせよ、と英二が言った。余計なことを喋るなよ。あら、いいじゃないの、と女が言った。サブちゃんに英ちゃんね。あたしオあだ名じゃなくて本名なのよ。どうぞよろしく。サブが笑いだし、英二ジが睨んだ。 俺たちは二人っきりで飲みてえんだ。とエイジが女に言った。尺はいいから二人っきりにしてくんねえか。そんなら奥になさいな。と女は気に触った様子もなく言った。もうすぐにここは立て込むからゆっくり話なんかできやしないわ。狭いけれども向こうなら静かよ。そうなすったらどう うん。と言って英二が懐へ手を入れた。俺たちあんまり持ってねえんだ。女は笑いながら、そんな心配はいらないと言い、二人を立たせて奥へ案内した。のれんをくぐったところに、四畳半くらいの小座敷が三部屋並んでいる。右側は隣の塀で、平角しに竹が植えてあるが、 まばらな葉が皆茶色に縮れてねじめのつもりだろう。ところどころに据えてある苔付きの石の苔もまたカサカサに乾いていた。ここがいいわ。女は二人を橋の四畳半に通していった。今安闘を持ってくるわね。小座敷ながら半弦の床に掛物があり。 隣の襖を隠すように二枚折りの小病部を立て、四角な霧の火鉢には火が起こっていた。自分で本名だというのだから確かだろう。間もなくオカが火の入った安道を持ってき、続いてもう一人が蝶足の禅を二つ持ってきた。こんなことして大丈夫かなサブが心細そうに囁いた。 もしも感情が足りなかったらどうするうるせえなあ。エイジは胸のときめきを隠しながら言った。向こうは店の名を知ってるんだ。そうでなくたって、まさか首を取ろうとは言い,いやしねえだろう。そうわさわさするなよ。やがてオカメが注文の酒魚を運んでき、二人の前へ分けておくと、 では用があったら手を鳴らしてくれと言って去った。命名でやろうぜ、とエイジが言った。めんどくせえから酒好きのやりとりはなし。酒も手酌でやるとしよう。いいな。いいけれども、とサブは善をじっと見守りながら言った。なんだか少しおっかねえような心持ちだ。 何がおっかないのと言って、三人目の女が障子を開け、顔だけ出してニコッと笑いかけた。あら嫌だ。歌詞の親方かと思っちゃったわ。ごめんなさい。表でのれんをかけていた女であった。きりっとしまった細表で、笑ったとき、唇の間から八重ばが覗いた。英治はふいと、冷淡にそっぽを向いた。 一の三。陰気じゃない。とその女は言った。誰もいないのいいんだ。と英イがそっぽを向いたままで言った。尺はいらないんだ。おつやみたい。と女が言った。それとも人に聞かせられないような悪い相談でもするの エ治が振り向いて、うるせえなあ、と言った。女はちょっと笑いかけたが、エ治の目を見ると顔を引き締め、ごめんなさい、と低い声で言って障子を締めた。女が笑った時、またばが覗き、それがエ治の目に残った。三月一日には、エ治は休めなかった。 日本橋本町の和田文という大きな両外省で客座敷の襖を張り替えるのに、噛み合わせと下見のため兄弟子の大地と一緒に出かけたのである。和田文も宝庫堂にとっては古い得意で一年に一度は襖の張り替えをする。英二は十三の年から毎年、大地や十七たちの下回りで行き、 家族や召使いたちとも顔なじみになっていた。主人の徳兵衛は肥えていて体が大きく、いつでも酒臭い息をして、店はほとんど出ず骨董いじりや徘徊に凝っていた。妻女はおみよと言って、体も細くて小柄だし、顔もちまちまとして、大棚の主婦というより横丁あたりの女将さんのような感じであった。 男の子はなく、おきみ、おそのという娘が二人、年は二つ違いでどちらも評判の器量良しだが、姉は父親に似てゆったりした体つきだし、性質ものんびりしていた。妹は痩せ型で顔も細く、ませた口をきくし、することが素ばしこかった。わたぶんは門店せで土蔵が二個前。え。 二階作りの店とは別に中庭を隔てて平屋建ての住まいがあった。住まいの方は横に門があり、正面が玄関。右へ日よけ用の厚い土塀に沿って回ると、向こうに屋根をかけた鶴ルベイドがあり、その手前の左側に勝手口があった。炊事場ではなく家族や内客や昭和金土、 職人などの出入りするところで、客の多い家だから下足板を兼ねた小僧が一人。上がり花の六畳で小粒銀や小判の入った麻袋を板の上で叩いていた。袋を上げては板へ落とす、という単調で間の抜けた動作であるが、そうやっていると微量の金が麻袋につくので、 一定の期間を置いて袋を焼けば、溜まった金屑が取れるのだという。役人に見つかっては悪いから、店ではやらないのだろうが、両外省ならどこでもすることだそうで、栄治はそれを聞いたとき、こんな大棚のくせにケチなことをするものだと、ひどく軽蔑したものであった。見本の紙の包みを持って大地と二人、 座敷へ通されると、十五六になる中働きのお寿恵が茶と菓子を持ってきた。恵司は、おととしと去年はこの家へ来なかったが、三年前までは毎年来ていて、二人の娘たちとも親しかったし、お寿恵ともよく知っていた。しばらくね、恵さん。とお寿恵は大地に挨拶してから恵司を見た。 ずいぶん大きくなったじゃありませんか。あたし、はじめはちょっと見違えちゃったわ。よせよ、と言って太一が笑った。かわいそうに、これでも二十歳になったんだぜ。ごめんなさい。お寿は赤くなった。あたし、立派になったって言うつもりだったのに、つい口が滑っちゃったんです。英児も赤くなったが、 お末恵の方へは目も向けなかった。お末ちゃんはいくつになった十六です。とお末恵は大地に答えた。体が小さいから十二歳にしか見えないってよくみんなにからかわれるんですよ。恥ずかしい。廊下に人が立ち、こっちを覗き込んだ。 この家の姉娘であるが、そこへまた一人、妹娘が通りかかって、姉の後ろから首だけ出して覗き、あら、えちゃんだわ、と言った。姉はそこを動かなかったが、妹のお園は座敷へ飛び込んでき、英えの前にバタンと座って、大きな目でじっと彼を見つめた。お末は、 えしゃくをして出て行き、えいじが目の隅でその後ろ姿をちらっと見た。まあ驚いた。あんたえいちゃんじゃないの。とおそのが顔を輝かせながら言った。大きくなったわね。びっくりしちゃったわ。太一が唇だけで笑った。今それを言われたばかりなんですよ。えいちゃん。とおそのは 太地には構わず、エ治の目を見つめたままで言った。あたし、誰だかわかっておそのさんですよ、とえいじは答えた。何年も会わなかったわけじゃない。たった2年、ここへ来なかっただけじゃありませんか。あたしも大きくなったでしょう。こんにちは、とエ治は、廊下にいるおきみに呼びかけた。 しばらくでした。おきみはおっとりとうなずいて、いらっしゃい、とゆっくり言った。一の四。そこへ、主人の徳兵衛が入ってき、太一が紙見本を広げた。徳兵衛は相変わらず酒臭い息をしていた。ちょっと来てよ、えいちゃん。 と、そのが言った。あんたに見せたいものがあるのよ。そのちゃん、と廊下でお君が言った。ねえ、お父さんいいでしょと、そのが父親に鼻声で言った。えいちゃんにちょっと見せたいものがあるのよ。あっちへ来てもらってもいいわね。姉がまた、そのちゃんたら、とたしなめ、 特命は無関心に手を振って、うるさい、好きなようにしろ、と言った。エイジは救いを求めるように大地を見たが、大地は笑いもせずに顎をしゃくって、行けよ、という表情をした。さあ、エ、え、イ、え、ちゃん、とおそのは彼の手を取った。ねえ、早く。あの頃のままだな。 とエイジは思った。兄弟子たちとここへ仕事に来ると、必ずこの姉妹に捕まって遊び相手をさせられた。襖を張り替えるのは毎年12月だから、カルタとかおい羽とかお手玉、おはじきなどたあいのないものだし、女の子の遊び相手をするなど屈辱さえ感じたものだ。 けれども大事な得意先のことではあり、兄弟子たちがそうしろというので断るわけにはいかず、しぶしぶ付き合っているうちにどの遊びでも彼が一番上手になり、かち気なお園は悔しがってよく泣いたものであった。連れて行かれたのは姉妹の部屋でタンスがそれぞれ二竿ずつに、人形などを置いた飾り棚こと、 シャミセン、茶道具などを入れる茶ダンス。種塗りの意向など、皆娘の今らしい華やかな色と香料の匂いが溢れていた。私16になったでしょうとおソノが自分のタンスの前に膝をつきながら言った。それでね、また友禅の振り袖を作ってもらったのよ。綺麗よ。 そして引き出しの一つを開け、中からその品を取り出して、さも大切そうに両手で持ってエ治に渡した。広げてみてよ、とおそのが言った。四季のちぐさっていう柄なの、今日のたまる屋で染めさしたのよ。あたしのは裾模様よ、と姉のおきみが二人の脇から言った。 あたしのも見せてあげるわ。あとで、とおそのが決めつけた。姉さんってば、いつでもあたしの真似ばかりするのね。邪魔しないでよ。えいじは着物を広げてみて、きれいだなと言った。これだけ大きな資産家の娘なら、京染めの優先ぐらい何でもないだろうのに、わざわざ人を呼んでみせるところに、 この姉妹の気取らない下町っ子らしい開放的な性質がよく現れていた。妹に決めつけられた姉のお気味は機嫌を悪くするでもなく、そろそろと自分のタンスを開けた。その裾模様というのを出すつもりであろう。けれどもおそのはそれより早く、今度は帯を見せてあげる。と言いながら、 下の引き出しを開けた途端、悲鳴を上げて飛び上がり、両手でエイジに抱きついた。怖いとお園は、エイジにしがみつきながら叫んだ。ネズミよネズミがいるのよお君もびっくりして後ろへ下がり、エイジはお園の腕を離そうとした。だが、しがみついたお園の力は、 驚くほど強く、すぐには振り離すことができなかった。離さなくちゃダメだ。とエイジが言った。それじゃあネズミが追えないよ。いや、怖い。と、おそのはもっと腕に力を入れた。あたし、息が止まりそうよ。ネズミを追っ払うんだから。エイジは、 ようやく体を自由にし、おのを押し合った。さあ、おきみさんもどいてください。そして、その引き出しの中をのぞいてみたが、ネズミのいる様子はなかった。手を入れて、帯の片方を次々と上げ、そこまで探ってみたけれども、ネズミどころか虫一匹も見当たらなかった。 エイは引き出しの中を元のようにして立ち上がり、お園の顔を睨んだ。おきみは両手で胸を抱え、怯えたような表情でエイを見上げていた。ほんとよ嘘つかない。とお園は、エイの目をまぶしそうに避けていった。帯を取ろうとしたら、すぐそこにしゃがんでいて、 私のこと食いつこうとしたのよ。栄治が何か言おうとしたとき、廊下から名を呼ばれ、振り返るとお寿がいた。太一さんが呼んでいます。とお寿はこっちを見ずに言った。尺取りをするから来てくださいって。栄治はそれにうなずいてから、お園に向かって帯のぎっしり詰まっている引き出しの中を指さしてみせた。 そこには、どんな小さなネズミでも、しゃがんでいる余地などはない。ということを示したのであろう。おそのは、ひょいっと肩をすくめていった。でもいたのよ。ほんと、こんな風にしゃがんで、あたしのこと食いつこうと思って、こんなように歯をむき出していたのよ。おそのは、そんなような格好をしてみせたが、 エ治は何も言わずに出て行った。一の五。うが済んだので、エ治は先に勝手口から出た。見本紙や尺取りの帳面を入れた包みを持って、高指導を出ると、お寿の姿が見えた。井戸のところに立っていて、待っていたようにこっちへ走ってき、エ治の目を見つめながら微笑んだ。 見つめる目には一生懸命な思い詰めたような光があり、まるで泣きべそでも書くように歪んでいた。さっきのこと、勘認してくださいね。何をさ、とエイジが聞き返した。大きくなったって言ったこと、とオスエは目をそらさずに言った。あたし本当に、 立派になったって言いたかったんです。いいよ、そんなこと。エイジは包みを持ち直しながら言った。怒ってなんかいいやしねえよ。ほんとね、と囁きかけながら、お寿は涙をこぼした。よかったわ。なんだ、あんなこと。つまらねえ。あたし、 初めて A さんに会った時13だったけれど、A さんのこと怒りっぽい怖い人だなって思ったのを覚えてるわ。A 児は何か言いそうにして赤くなり、それから怒ったような口ぶりで言った。俺だっておめえのこと覚えてたよ。お寿は、ありがとう、と囁き声で言い、 くるっと向き直って小走りに去った。エイはそっちを見なかった。顔は赤くなったままで、深い呼吸をするために、胸が見えるほど波打っていた。エイと呼ぶ声がした。ちょっと、格子像の中から太一が覗いていた。エイは、 悪いことでも見つけられたように、どぎまぎしながらそっちへ行った。先に帰ってくれ。と大地は言った。旦那の酒のお相手だ。うんざりだがしょうがねえ。親方にそう言っといてくれ。上がり花の六畳では、小僧が重たそうに板へ打ちつけていた。 エイジは大地にうなずいてそこから去った。大きくなったか。道を歩きながらエイジはそっとつぶやいて微笑した。てめえだって大きくなったくせに、体つきも顔もあの頃とちっとも変わっちゃいね。十三の時も今のまんまだった。女は十三になると思う。 顔も体も娘になってしまうのかな。おかしなもんだな。と思って、英イはまた微笑した。小舟町へ帰ると、休みだから店は閉めてあり、英イは横の軌道から入った。すると、裏の狭い空き地でサブが乗りの仕込みをしていた。裾をはしょり、たすきをかけ、 五ごだるくらいの桶に向かって小さな腰掛けにかけたまま桶の中へ両手を入れて揉み出しをしていた小麦粉をよく水で練り上げ袋に入れ揉むと白い水が出るそれを沈殿させた上壺に入れて日陰の土に壺の半分を埋めて蓄える兵具とか屏風の裏打ち用には そうして作った海苔しか使わないし、壺の中で寝かせる期間も2年から3年はかかった。サブ、どうしたんだエイジは近寄って行きながら呼びかけた。休みじゃねえか。何をしているんだおまけにこんな裏なんかへ出たりしてさ。えサブは答えもせず、振り向きもしなかった。 エイジは彼の横顔が濡れているのを認めた。どうしたんだエイジは声を低めた。何かあったのか何でもねえ。サブは首を振った。何でもねえんだよ。泣いてるじゃねえか。泣いてやしねえ。と言ってサブは 腕で目の周りをこすった。骨をやっている時に粉が目に入ったんだ。エイジはなおサブの横顔を見つめていたが、サブは振り向こうとはしなかった。二人でどこかへ行こうと思って、急いで帰ってきたんだが、とエイジが言った。それを始めちゃったとすると、ダメだな。 もみ出しを始めれば、つぼへし込むまで手は離せない。エイジは、サブと飲みにでも出て、お末へのことが話したかった。何を話したいかは自分でもわからないが、とにかく話さないうちは、落ち着けないというような気持ちであった。いいじゃないか、行ってきなよ。サブは白くなった手で、 袋を揉みながら言った。俺のことは構わなくてもいいよ。バカ言え、一人でなんか行けるかい。おめえが仕事をするんなら、俺だってすら。とエイは言った。わたぶんで、襖すまの尺を取ってきたんだから、髪を揃えにかかったっていいんだ。おめえもこんなところでなく、 仕事場へ入ってやったらどうだおら、ここがいいんだ。サブは、喉の,の詰まったような声で言った。うっちゃっといてくれ。そして急に、両手を桶の中へついて前かがみになり、声を殺して泣き始めた。一体どうしたんだ、サブとエイジが鏡が込んでいった。 俺にも話せねえのか一人にしてくれ。とむせびながらサブは顔を背けた。本当に何でもねえんだ。頼むから俺をほっといてくれ。本当にそれでいいのかサブは大きくうなずいた。ずんぐりした体を前かがみにした格好や、 丸っこい頭でコクッとうなずいた様子はいかにも愚直で子供っぽく、英二は心の中で、かわいそうな奴だな、と思った。二の一、二人が堀江町の住吉へ行ったのは、二月のちの四月十五日だった。 夕飯の後で出かけたから、店にはもう明かりが入り、客も五六人来ていた。この前に会ったオカメという女は、エイジとサブを見たが忘れてしまったのだろう。いらっしゃいと言ったまま客の相手をしていて動かなかった。エイジはちょっと迷った。客は皆中年者で、この店の馴染みらしく、 場違いの自分たちがどこへ腰掛けたらいいか検討がつかなかったのである。すると、土間の突き当たりにあるのれんを分けて、これもこの前小座敷を覗いた若い女が出てき、エイジとサブを見つけ、大きく目を見張って両手をパシッと打ち合わせながら飛んできた。いらっしゃい、とその女は言った。あたし、あんたたちを知ってたのよ。 この前の座敷がいいでしょどうぞ。そう言って身を返し、またのれんの向こうへ去った。エイはサブに目まぜをし、女の後からついていった。女は例の小座敷に上がり、座布団を並べたり、タバコ本を出したり、小屏風を立てたりした。あんまりせかせかするなよ。とエイは座敷へ上がりながら言った。 目まぐるしくってしょうがねえじゃないか。みんなにそう言われるのよ。と、女は肩をすくめてみせた。お酒とお魚、お魚は何にしましょうか飯を食べてきたんだ。腹にたまらねえものを二つか三つもらおう。あの時とそっくりね。女は英イを見、それからサブを見た。 一人ずつだとわからなかったかもしれないけど、二人一緒だからすぐに分かったわ。あ、そうじゃなかった。この前の時、あんたたちが帰ってから分かったのよ。あ、あの人たちだなって。うるせえなあ、とエイジが眉をしかめた。早く注文を通してこいよ。そのうるせえなあっていうの、と言って女は、エイジの前へ自分の顔を差し出した。 私のこと覚えてない似ているのは知っているよ。似ているって私じゃなくエイはお園に似ていると思い、ネズミが食いつこうと思っていたという言葉を回想して笑いそうになった。女はあらやだ、白情ね。と言いながら注文を通しに行った。 お魚は今すぐよ。と酒だけ持って戻ってきた女は、禅を一つ二人の間に置いてかんどっくりを取り、サブに尺をしながらエイジを見た。まだ私のこと思い出さないエイジが酒好きを持ちながら、うるせえなあ。と言うと女はまた両手をパシッと打ち合わせた。それよ、そのうるせえなよ。 と、女は咳込んでいった。両国橋のとこでさ、あんたあたしに言ったじゃない。うるせえなって。ああ、と、サブが間延びした調子で逆付きを持ったままうなずいた。傘だな傘よ、と、女が言った。五年前だ、と、サブが言った。そうだ。 雨が降っていて、お前さんは穴の開いた傘を差していたっけほんと、<当>その通りよ。何の話だとエイジが聞いた。ほら、五年目に俺が、と言いさしてサブは口ごもった。ほら、東両国から横網の方まで、二人で歩いて行ったことがあるじゃねえか。雨に濡れながらさ。 エ治は今、眠りから覚めたような目で、そこにいる女に振り向いた。ああ、そうか。と彼は言った。あの時、傘を差していけって、うるさく言った子がいたっけ。それがおめえか。名前はおのぶ。女は、やえばを見せてにっと笑い、おじぎをした。どうぞよろしく。俺はエ治。 こっちはサブって言うんだ。あの時はチュビだったんで思い出せなかったが、大きくなったなあ。エイジは自分だけの腹いせめいた気持ちでニヤッとした。その刃には覚えがあるよ。あらいだ、いじわるね。おのぶは片手で口を押さえながらエイジを睨み、またサブに尺をした。 この刃は抜けるんですって。あたし今十八でしょ二十歳になれば抜けるんですってよ。十八か。それにしちゃあびだな。綺麗だよ。とサブが取りなすような口ぶりで言った。本当に綺麗だ。お酒を持ってくるわね。とおのぶが言った。おのぶが去ると、 サブがエイジに尺をしようとした。エイジはそれを断り、手酌で一口すすった。まだ気になってしょうがねえんだが、とエイジが脇を見ながら低い声で言った。先月のついたち、一体何があったんだサブはドキッとして、眩しそうに目を伏せ、神戸を垂れた。もう言ってもいいじゃねえか。 あの時はすまなかった。とサブは口の中でつぶやいた。エイちゃんに心配させてすまなかったと思う。それでオラ、思うんだが。それはよせよ。エイジが遮った。おめえが思うと言うと、いつも後戻りをするばかりだ。肝心なことを話してくれ。うん。とうなずいて。 サブは酒をすすってから言った。あの日、おみちゃんが来たんだ。二の二おみつというのは宝庫堂の娘で、年は今年十九歳。去年の春、日本橋干物の町の沢村という串屋へ嫁に行った。吉兵夫妻には子供が二人あり、 弟の吉次郎は今十五歳になるが、体が弱いので玉川材の農家に預けられていた。平材門というその農家はかなりな電池持ちで、西条を言うとは縁続きであり、月に一度は互いに往来し合っている。お蜜はあまり器量良しではなく、うちにいる自分から人の好き嫌いが強くて、職人たちの荒探しをしたり、 ありもしないことを親に告げ口をするという風であった。吉兵衛も才女もその性質を知っているので、お密の告げ口などは大抵聞き流しにするが、それはかえってお密の堅いじな性分を煽るような結果になったのだろう。嫁に行ってからも不平が多く、しばしば実家へ帰ってきてはみんなに当たり散らすのであった。 帰ってくるなり俺を見て、休みだからって遊んでいることはないだろうと言った。サブは苦笑いをした。他人様の飯を食べながら手に食をつけてもらってるんだ。少しでもありがたいと思ったら、店はたとえ休みにしろ何か仕事があるはずじゃないか。一粒の米だってただじゃないんだよって。その先は言うな。 と英二が静止したおみっちゃんの気性は知っているじゃないか。きっとまた紐の帳で喧嘩でもしてきて八つ当たりをしたんだろう。気にするなよ。おめえならそれでいいだろうが、俺は生まれつきのグズだからな。未だに海苔の仕込みしかやれねえ人間だから、一粒の米もタダじゃねえなんて言われると、 バカ言うな。こっちはただ飯なんか食っちゃいねえぞ。とエイジは怒ったような口ぶりで言った。手に食をつけてもらうのは確かだが、遊んでいるわけじゃねえ。小せえ自分から手足にひび赤切れを切らし、汗だくになって追いつかわれてきたんだ。俺たち職人がいればこそ、宝庫堂もやっていけるんだぜ。しっかりしてくれよ、サムアニー。 おのぶが魚を持ってき、尺をさせてくれと言って座敷へ上がり、たすきを外しながら二人の間に座った。今しがた思い出したが、とエイがおのぶを見て言った。あの時おめえは、ここに姉さんがいるって言ってたんじゃなかったかなそう。姉さんに傘を届けるところだったのよ。まだいるのか 死んじゃったわ。と言っておのぶはかぶりを振った。姉さんのことは聞かないでね。本当にかわいそうな死に方をしたのよ。その話をすると、あたし泣き出しちゃうから。はい、おひとつ。うちは本所なんだね。とサブが聞いた。ええ、小泉町。おのぶは英二に尺をし、 サブに尺をした。うちの話もさせないでね。人には聞かせられないような、それこそ惨めな暮らしなんだもの。いっそのこと、うちを飛び出して、小敷にでもなっちまおうかって、そう思わない日はないくらいよ。余生よ,よ、そんな話。とエイジが言った。自分から聞かないでくれって言ったんだろう。 ほんとだ。おのぶは小さな肩をすくめた。ごめんなさい。はい、おしゃく。その刃、かわいいよ。サブが酒をすすってから眩、ま、しそうな目つきでおのぶの口元を見つめた。その刃は抜かずに置く方がいいと思うがな。抜くんじゃないの。自然と抜けるのよ。 どうしてさあら、知らないのおのぶは目を見張った。ばっていうのはね、順番外れに生えた余計な歯なんですって。だから自然と押しのけられて、いつか抜けてしまうんですってよ。英二が慌てて言った。抜けなければ唇に穴が開いちまうんだ。飲めよ、さぶ。あたし、 何か悪いこと言ったかしらと、おのぶは、エイジの顔を見た。いいんだ、そんなことありゃしないよ。と、サブは、人の良い笑顔で言った。エイちゃんは、俺が気にしやしないかと思って心配しただけさ。ほら、慣れてるから、どんなこと言われたって気になんかしやしない。もしも唇に穴が開くんなら、 ばは抜ける方がいいに決まってるさ。なんだかさっぱりわからないわ。まるで嫌味を言われてるような感じよ。すまねえな。話を変えよう。と言って英イはおのぶに酒付きを差し出した。おめえも一つ飲まねえかあたし強いのよ。いいとも、もう一つ酒付きを持ってきな。 今持ってくるわ。刺された杯を返しておのぶは立ち上がった。でもまだ早いんだからあんまり飲まさないでね。こっちの懐が続かねえよ。とエイはおのぶの後ろ姿に向かって行った。何か自分の食べるものもそう言うんだぜ。おのぶは土前降りてから振り返り、エイの顔をじっと と見つめながら、ありがとう。いただきます。と言った。2-35月に和助が宝庫堂を出て、浅草の東中町に講和堂という自分の店を持ち、15歳になる小僧の判事をもらっていった。その前に、サダという二人の小僧が入っていたし、秋までは店も暇なので、 判事をつけてやったのであった。エイとサブは休みの日になると住吉へ通った。どうやらサブはおのぶが好きになったらしく、なんとか口実を作っては手土産を買ってゆくが、自分ではそうする勇気がないのだろう。エイに頼んで渡すのが例になっていた。そろそろ寒くなり始めた10月の15日。 二人はまた、夕飯の後で、住吉へ飲みに行った。その夜もまた、おのぶのために、縫い取りのある半襟を買い、栄治に預かってもらって行ったのだが、住吉の店のいつもの小座敷へ上がると、栄治は包みをサブに返した。もういいだろう、と栄治はわざと冷嘆に言った。十七や十八の小僧じゃね。 これからは自分でやれよ。わかってるだろう。サブは取りすがるような目つきをした。俺にはできやしないよ。信子は知ってるんだぜ。とエイジが言った。俺が言ったんじゃね。信子が自分で感づいたんだ。あんたはこんなことをしてくれる人じゃないって、俺は面と向かって言われちまった。いい面の顔さ。 いつのことだこの前の時、おめえが手洗いに立った後でよ。サブは包みを脇に置いて、恥ずかしそうに低くうなだれた。まもなくおのぶがき、注文を通してから先に酒だけ持って戻った。そしていつものように飲み始めたのだが、サブはすっかり塞いでしまい、 礼になく逆付きは重ねるが酔う様子はなく、少しも気持ちが弾まないので、二人は間もなく住吉を出た。なぜそれを渡さなかったんだ暗い堀り端を小舟町へ歩きながら栄治が言った。信子はその包みを見ていたぜ。サブは堀りの角で急に立ち止まった。ほら、酔っちまったらしい。 サブはちょっとヨロヨロしたが、そこへしゃがみ込んでしまった。今夜は A ちゃんに話があったんだよ。こんな掘りっぱたでどうするんだ風邪をひいちまうぜ。ワスケ兄は店を持った。とサブは口ごもりながら言った。A ちゃんもそのうちに店を持つだろう。けれども俺はダメだ。 そんな話は帰ってからにしろよ。オラ思うんだが、サブの声は惨めに弱々しかった。どうせ行く先に望みがねえんなら、いっそ今のうちに食を変える方がいいんじゃねえだろうか。バカなこと言うな。おめえほどノリの仕込み上手なものは他にい,いやしねえ。親方がいつもそう言ってるのは自分でも聞いて知ってるじゃないか。 サブはちょっと黙っていてから言った。エイちゃんはいつか海苔の仕込みで日本一になれば、それで立派な職人だと言ってくれた。その通りだろう。その場限りの慰めじゃねえだろうが、のり作りだけじゃ自分の店は持てやしねえ。よく言って一生涯宝庫堂の買い殺しじゃねえか。話ってのはそのことか。 答えを探すためのようにエイジは問い返し、そして答えが出てこないのだろう。一人で頷いてから静かに言った。人間は、一寸先のことだって、本当はどうなるか見当もつきやしねえ。まして、五年先、十年先のことなんか、神仏にだってわかりゃしねえだろう。けれどもな、おめえがそう言うから、俺の気持ちも聞いてもらうんだが、 このまま順当に行くとして、もしも俺が自分の店を持つようになったら、おめえと一緒に仕事をしようと考えてるんだ。サブはゆっくりとエイジの顔を見上げ、エイジはサブと並んでしゃがみ込んだ。どんな店が持てるかわからねえが、二人で一緒に住み、おめえの仕込んだノリで、俺が兵具でも教授でも立派な仕事をしてみせる。 お互いにいつか女房をもらうだろう。そして子供もできるだろうが、それからも二人は離れやしねえ。とエイジは潜めた恋に感情を込めていった。いつまでも二人で一緒にやっていって、宝庫堂に負けねえ江戸一番の店に仕上げるんだ。俺はこう考えているんだが、おめえはどう思う俺とやるのは嫌か。 サブは考えてみてから首を振った。ダメだ。そう思ってくれるのはありがてえが、おら、おめえの重荷になるばかりだ。2-4。2 4またそれだ。それがおめえの一番悪い癖だぜ、サブ。とエイジが言った。二人で店をやっていくのに、どうしておめえが重荷になるんだ おめえは誰にも引けを取らねえ、立派な海苔を作る。そののりで俺が仕事をする。俺たち二人の力を合わせてやるのに、重荷も,もへちまもねえじゃねえか。サブはどもった。オラ、思うんだが、寄せったら。それでもオラ、思うんだ。とサブは粘り強く言った。おのぶのことだってそうだが、 俺が育児なしなために、エイちゃんにとんでもねえ迷惑をかけちまった。俺が迷惑だなんて言ったかおめえは何にもいいやしねえ。いつだって何にもいいやしねえ。けれどもそれだけ余計に、オラ、自分の育児なしがやりきれなくなるんだ。と言ってサブは暗がりの中で探るようにエイジを見た。 覚えているかいエイちゃん。十五の年の冬だっけ。俺が店を飛び出した時、おめえは雨に濡れながら追っかけてきた。横網菓子まで追っかけてきて、俺を連れ戻してくれたことがあった。おめえだって雨に濡れてたぜ。ほらあのことは一生忘れねえが、連れ戻される途中、ずっと一つのことを考えていた。 ほら、このままだときっと、エイちゃんの厄介者になるだろうって。いつもエイちゃんに面倒をかけて困らせるこったろうってな。俺も正直に言おう。と英イが深く息を吸い込んで大きく吐き出してから言った。おめえはな、サブ。俺にとっては厄介者どころか、いつも気持ちを支えてくれる大事な友達なんだ。 正直に言うから怒らねえでくれよ。おめえはみんなからグズだと言われ、抜けてるなどとも言われながら、辛抱強く黙って、石についた苔みてえにしっかりと自分の仕事に取りついてきた。おらその姿を見るたびに心の中で自分に言い聞かせたもんだ。これが本当の職人根性ってもんだ、ってな。 いやい、いい加減にしろ。と二人の後ろで怒鳴る声がした。何の相談か知らねえが、こっちはいい加減待ちくたびれたぜ。二人とも立ったらどうだ。英二とサブが振り向いた。後ろに三人。暗がりでよくわからないが、やくざめいた男たちが立っていた。サブは慌てて立ち上がろうとし、 エイジがそれを抑えた。待てよ。とエイジはしゃがんだままで静かに言った。今大事な話をしているところなんだ。用があるなら後にしてくれ。そうはいかねえ。と次の男がひどく穏やかな声で言った。こっちはもう待ちくたびれてしびれを切らしてるんだ。立ちな、若いの。エイちゃん。 とサブが言った。構うなよ、とエイジが言った。それよりも今、俺の言ったことを。男の一人が進み出て、サブの着物の襟を掴んだ。それを待っていたように、エイジが立ち上がって振り返り、後ろにいる男の一人に飛びかかった。そして右足の膝で相手の下腹を激しく突き上げ、その男が、うっ。 と声を上げてかがむのを見向きもせずに、次の男に体当たりをくれ、地面へ倒れるところを馬乗りになると、左手で首を締めつけながら、右手の指二本をその男の両方のまぶたの上へ当てた。目を突き破るぞ、とエイジは叫んだ。そっちにいる二人もよく見ろ。ジタバタするとこいつの目を二つとも突き破るぞ。 英時に組み伏せられていた男は動かなくなった。下腹を蹴上げられた奴はかがんだまままだうめいていたし、サブにつかみかかった男はびっくりして棒立ちになった。島の着物に格帯だから、お棚物と甘く見たのであろう。それが予想外に素ばしこく、しかも喧嘩なれのした動作なので、あっけに取られたらしい。 サブから離れて棒立ちになった男は大きく口を開いて意味もなく右手を振った。おい、よせよあんちゃん、冗談だ。とその男は言った。俺たちはただ、その、話をつけたかっただけなんだ。動くなよ。英イはまぶたの上へ当てた指に少しずつ力を入れながら言った。 動くとこの指を、このまま突っ込むぞ。止めてくれ、カツアニと英二の下で男が悲鳴を上げた。俺の目が潰されちゃいそうだよ。てめえたち、何のようだと英二が言った。はっきり言え。話をつけるとは何のことだおのぶのことだよ。 と棒立ちになった男が、まだ右手を振りながら、追悼するような口ぶりで答えた。墨吉にいるおのぶだ。そう言えばわかるだろう。おのぶがどうしたとサブが立ちながら反問した。おらおのぶの兄だ。とその男は言った。 おのぶには去年から嫁に行く約束の相手があるんだ。それだのに、兄たちが来るようになってから、急にあいつが嫌だなんて言い始めたんだ。この間に英二は、すぐ向こうに棒切れのあるのを見つけていた。男は話し続け、英二は素早く組み伏せていた男を離して羽ね切きると、その棒切れを地面から拾って右手に構えた。 薪の2からでも落ちたのだろう。太さ2寸余り、長さ3尺ばかりの奈良の枝であった。どうするんだ話し続けていた男は、エイの様子を見て、右手を前に出しながらどもった。おらもう乱暴はしねえよ。話を聞いてもらっているだけだ。訳を話しているだけじゃねえか。続けろよ。とエイが言った。 断っとくがな。変な真似をすると、一人は叩き殺すぞ。こっちは仇な職人だ。ヤクザに売られた喧嘩で、一人や二人叩き殺しだって、罪にはならねえ。さあ、三人ともそっちへ行って並べ。鏡込んでいたのと、組み伏せられていた男とが立ち上がり、しぶしぶ、おのぶの兄と名乗った男の脇へ寄っていった。 二の五。店へ帰って寝てからも、サブはまだ胸がドキドキすると言っていた。そこは仕事場の隣にある10畳で、英二とサブ以下、十七になる電六、三月に入った浮地、サダと小僧たちを合わせた五人の寝場所になっていた。大地、十七、五郎の三人には、 それぞれ自分一人の余剰半を与えられているが、こっちの五人は何もかも込みで、衣類や日用品、布団や持ち物なども、三軒の戸棚に仕切りがあって、その中へ入れるようになっていた。戸棚の反対側は壁、一方は仕事場へ通じる板戸、東側が窓という造りで、 エイジとサブとはその窓際に寝床を並べていた。三人の小僧たちはもう眠ってい電録の病だと言われるいびきが十畳をいっぱいに想像しい音を振りまいていた。あの三人は何者だろうな、とサブが言った。おのぶの兄だって言ったあの男は本当におのぶの兄さんなんだろうか。 嘘っぱちさ、決まってら。だって、去年から嫁に行く約束が。嘘っぱちさ、とエ治が遮っていった。俺たちは月に二度ずつ通って、おめえは何かかにか土産を持ってってる。その上、はじめっからお互いにざっくばらんで、遠慮のねえ口を聞き合ってたんだ。もしもそんな事情があるとすれば、 のぶこうが話さずにいるわけはありゃしねえよ。サブは考えてみてから言った。すると、あいつらは何だろうわからねえ。と英イは枕の上で頭を左右に振った。のぶこうを張ってる字回りかなんかだろうと思うが、のぶこうに聞いてみなくちゃわからねえ。かわいそうだな。 とサブは囁ささくように言った。そんな奴つが付つきまとっているとすると、一体おのぶはどうなるだろう。エイジは答えなかった。電録のいびきがひときわ高くなり、サブも黙った。人間は一寸先のこともわからねえ。と、しばらくしてエイジが言った。 俺たちには金も力もねえし、職人としてもまだ一人目にはなっちゃいねえ。サブ、おめえの気持ちはよくわかるが、俺たちに今大事なのは自分のことだ。ここ二三年で俺たちの一生が決まるんだ。そう言っちゃくここかもしれねえが、信子のことは忘れてくれ。おめえ一人に無理を言うんじゃねえ。俺も女のことは忘れるから。 サブは息を呑み、寝返ってエイジを見た。忘れるってとサブが聞いた。エイちゃんにも誰かいるのか話さなかったか覚えがねえようだな。ずいぶん前からなんだ。エイジはヤグの中で胸をなでた。 本町の両替屋で、綿文っていう得意のあるのを知ってるだろう。ああ、俺も一度行ったことがある。あそこの中働きで、おスエっていう娘がいる。とエイジは囁ささき声で言った。色の黒いちっちゃな体つきで、俺のことを大きくなったわねって言いやがった。 話の途中だが、とサブが言った。わたぶんじゃ、エイちゃんに、娘さんの一人を嫁にくれるってことになってるんじゃねえのかバカ言え。エイジはそう言ってから、ふいっとサブの方へ振り向いた。なんだっておめえ、今なんて言った タイチアニーが話してるのを聞いたんだ。サブは気まずそうに口ごもった。オラ何にも知らねえけど、わたぶんでは娘の一人をエイちゃんに。よせやい。エイジは枕の上で首を振った。あんなおちャッピーをどうするもんか。それに、こっちは犯人名の職人だし、 向こうは大金持ちの娘だ。冗談じゃねえ。そんなものをもらったら、それこそ一生のお荷物だぜ。そんなら。とサブは、したったるい調子で探るように聞いた。その、お寿恵ちゃんっていうのはもう。そうじゃねえ。そうじゃねえんだ。エイジは、サブの言葉から身をよけるように言った。 向こうは何にも知っちゃいね俺の一人勝手なんだ。俺は昔っから好きで、できたらいつか一緒になりてえと思ってた。今でもそう思ってるが、今夜限り、そんなことは考えねえことにするよ。サブがややしばらくして呟いた。いろいろなことがあるんだな。エイジは何も言わなかった。 電録のいびきが低くなり、小僧のだが何か寝言を言った。みんな眠ったのかと思われる頃、栄治の囁ささくような声が聞こえた。生きていればな。そして彼はため息をついた。生きているうちはな。 三の一。御年二十と三にならせたまいて。とサブは保護神の文字を読んでいた。御年二十三って言うと、俺たちと同い年って言うわけだな。エイジはたすきを直し、のり皿でのりを伸ばしながら、左手の甲で額をこすった。 読むのはよせよ。と彼はサブの方を見ずに行った。手話になると使えなくなるぜ。ちゃんとコテがかけてあるよ。だから読むのはよせって言うんだ。いつまでも子供っぽいやつだな。エイジはほとんど上の空で行った。世話を焼かせるなよ。サブは保護紙をそっと下に置いた。 二人は今二十三になって、初めて二人だけで、わたぶへふすまの張り替えに来ていた。客座敷二つのふす八枚。その日は五日目で、下張りにかかったところであった。朱の塗り縁に、吉野杉の骨の、がっしりした本言ぶすまで、はけを持って向き合うだけでも気持ちが引き締まり、いかにも、 仕事をするという心よい興奮が全身に感じられるようであった。中働きのお末が来て、そっと覗き、お茶にしてもいいかと聞いた。サブが英治の顔を見、英治が答えようとしたとき、綿文の妹娘のおそのが走ってきて、お末を押しのけるように座敷へ入り、英治の脇へ座った。 あたし今お稽古していたのよ。とおそのは英イの膝へ手をかけながら言った。聞こえたでしょ、エちゃん。ええ。と英イはお寿恵に振り向いて言った。お茶にしていただきましょうか。お寿恵が、はい、と言い、おそのが英イの膝を手で揺すりながら、自分の歌ったのが聞こえたかどうかと答えをせがんだ。 お末は目を逸らして去り、エイジはお園の手を静かに押しのけた。お稽古って今何をやってるんですあら嫌だ、長唄じゃないの。お園はエイジの膝を手で叩いた。この前、総ざらいに来てくれたんじゃなかったのねえ、サブちゃん。うん。サブは頭の後ろへ手をやった。 矢野倉の泉楼でしたっけえいちゃんは来てくれなかったの行きましたよ。と言ってえいじは左手の指を一本ずつ手ぬぐいで念入りに拭いた。おととしと同じ道場時、よく飽きねえもんだって驚きましたよ。よく飽きねえもんだって驚きましたよ。憎らしい。誰が飽きないのよ。 師匠がね、仏はよとおそのが大きな目でにやみ、英二は立ち上がって手を洗ってきます。と言いながら廊下へ出て行った。今のは口だけですよ。サブが取りなすようにどもりながら言った。ええ、本当は感心していたんです。嘘誰が感心なんかするもんですか 自分で自分にアンスがつきてるんだもの。と言っておそのはびっくりしたように目を見張った。ほんとだ。ええちゃんの言う通りだわ。そして笑いだし、ほんとにお師匠さんがよく飽きないものだわ。と言いながら胸を押さえ身をかがめて笑った。サブは自分が何か失敗でもしたように丸っこい顔をあからめ、 のりざらを脇へ動かしたり、保護紙を重ね直したりした。あ,ああ、とおそのは笑いあんでいった。笑っちゃうわね。おすえが茶と菓子を持ってき、すぐあとからえいじが戻ってきた。おすえは茶を入れ、菓子鉢の蓋を取ると、誰の顔も見ないようにして、急ぎ足に出ていった。あの人今、 お嫁の話があるのよ。と言いながら、おそのは歌詞を一つ取り、サブに向かって片手を振った。あたしにもお茶をちょうだい。いいわよ、その茶碗で。サブは今お寿恵の入れていった茶の一つを盆に乗せて進め、栄治はさりげない表情で、あの人って誰ですと問い返した。お寿恵よ、決まってるじゃないの。 おそのは菓子を食べ、茶をすすった。あの人、あたしと同い年の熟でしょもうとっくにお嫁に行ってもいい年なのになかなかうんと言わないんですって。もし売れ残ったらどうするのかしら自分はどうなんです。同い年ならおそのさんだってもう。ダメ、ダメなのよあたしたち。おそのは、 エイジの言葉を遮って言った。あたしも姉さんも縁遠藤医生まれつきなんですって。姉さんなんか21にもなるのに、これっていう縁談がまだ一つもないの。お菓子つまみなさいよ。サブが慌てて歌詞をとり、エイジは茶をすすった。縁遠藤医生まれつきか、とエイジが言った。のんきな人たちだな。 だって本当なんですもの。おそのは、細い肩を左右に揺すり、目尻でエイを見つめながら言った。えちゃん、あたしのこと、お嫁にもらってくれないかしら。三の二。下張りが終わった明くる日は、十五日の休みであったが、十二月のことで仕事は続けるはずになっていた。 にもかかわらず、朝飯を済ませて出かける支度をしていると、親方のよしべが来て英二を呼び、わたぶんへは五郎をやるからお前は行かなくてもいいと言った。なぜですか英二は戸惑ったように聞いた。私じゃ行けないんですか五郎にサブをつけてやる。お前は少し休んでくれ。休むんですって 仕事はみんな手順がついてるから、差し当たりお前にやってもらうこともないようだ。とよしべイは冷たい口ぶりで言った。もう日もないこった。仕事は来年のことにして、くれいっぱい休むがいいだろう。何か訳があるんですか私が何かしくじりでもしたんですかよしべえは目を背けた。 俺の言わないことは聞くな。サブ、ゴロについて行け。サブは黙ってうなずき、吉兵衛は去って行った。サブは仕事の包みを直しながら、エイジの顔を伺う,うように見た。エイジの顔は白くなり、引き締めた唇にも血の気がなかった。どうしたんだろうとサブが、 声を潜めて囁いた。昨日まで、なんていうこともなかったのにな。エイジはぼんやりした顔で、いいから行けよ、と言い、持っていた自分の道具袋を戸棚の中へしまい戻して、仕事着を普段着に着替えた。宝庫堂では仕事の割り当てが決まっているから、受け持ちを外されると体が空いてしまう。 もちろん小僧なら手を開けている時間などはないけれども、エイのように年が二十三で上に三人も兄弟子がいるという中途半端な立場だと、こんな時身の置き所に困るのであった。彼は小僧の浮き地に断って外へ出た。ヨ兵ベは俺の言わないことは聞くなと言った。つまり理由は言えないということだろうが、 仕事の途中で職人を変えるなどという例は、よほどの理由がなければないことで、その理由が言えないというのはどういうわけだろうかと思い、もちろん見当もつかないので、目的もなく街を歩いて行くうちに、彼はすっかり頭が混乱してしまい、いっそ酒でも飲んでやろうかと、やけな気持ちにさえなった。なぜ、これこれだと言ってくれないんだ 英治は大川端の方へ向かいながら一人ごとを言った。小飼いからそこそこ十年にもなろうっていうのにあんまり水くせえじゃねえか。朝のことだから酒を飲ませる店などは見つからなかった。両国広小路あたりの裏とか下子の水茶屋の間などに川人足や折助たち相手の荒っぽい居酒屋があるのだが、 慣れないものにはわかりにくく、エイジもそれらの店の前を気づかずに通り過ぎ、ぼんやりと橋を渡りかけた。その時、東からこっちへ小さな風呂敷包みを抱えた女が橋を渡ってきて、エイジを認めると目を見張って立ち止まり、それから小走りに寄ってきた。エイジさんじゃないの今自分どうしたの エイジは不意に脅かされでもしたように脇へ身を反らして相手を見た。そして堀江町の墨吉のおのぶだと気づくと、知らない土地で古い馴染みにでも出会ったような嬉しさと懐かしさとで胸が温まるのを感じた。おめえこそ、と彼は霊になく愛想のいい口ぶりで言った。 こんな朝っぱらから何をしてるんだお店へ行くところよ。三日前からうちに帰っていたの。A さんはどこへあてなしさ。A 児はおのぶと一緒に戻って歩き出しながら言った。どっかで酒を飲みてんだが。よかったらお店へいらっしゃいよ。親方もおかみさんも A さんならいけないとは言わないでしょう。 あたしが何とかしてあげるわ。知ってるうちはちょっと気まずいな。何が気まずいもんですか。こんなことはそう珍しくはないのよ。その代わりに、魚の贅沢は言わないでねと、おのぶは一人で決めて、急ぎ足になった。住吉へついて裏から入り、英治はいつもの小座敷へ通された。 夕べの客の跡がざっと片付けてあるだけで、隅の方には紙くずや箸などが散らばっていたり、四五枚の座布団が壁を押し付けてあったりして、空気は強い酒の匂いにおどんでいた。まだ女たちは寝ているのであろう。雨戸を閉めた家の中は薄暗くしんとしていて、主人夫妻と話しているおのぶの声が山の中で、 遠い話し声を聞くようにはっきりしない低い調子で聞こえてきた。よせばよかったかな。寒さに身震いをしながらエはつぶやいた。高和堂の兄のところへ行って相談するか、それとも直に渡分へ行って訳を聞くか、どっちかにする方がよかった。そうだ、その方が本当だった。 と彼はまた自分に言った。一体自分が何をしたのか、それをはっきりさせるのが先だ。焼け酒なんか飲んだって、何の足しにもなりゃしねえぜ。おのぶがそこへ、残りの火種と炭を柔能に乗せて持ってきた。3の3。禅の上には、つまみ物の,の小皿が蜜四つに、 感くりが三本並んだ。英二の顔はすでに赤く、おのぶも目の周りが染まっていた。嘘よ。何か訳がありそうよ。おのぶは逆付きを持ったままでかぶりを振った。橋を渡ってきてひょいと見たとき、A、さんは見投げでもしそうな顔をしていたわ。 バカ言え。エイジは眩しそうにまばたきをした。ただ酒が飲みたかっただけだ。あの顔がね、さぞそうでしょうよ。おのぶは酒をすすって、それからエイジに釈をした。おめえこそ。と彼は、酒好きの中の酒を見つめながら言った。 三日も家へ帰っていたなんて、何か変わったことでもあったのか。その話はよしましょう。と言っておのぶは、エイジの目つきに気づいた。何か入ってますかエイジは、酒好きの酒を廃線へ開け、すぐに手酌で継ぎながら、何でもない、ゴミだ。と言って、また酒好きの中を見つめてから酒をすすった。 いつかここの帰りに、と英イが言った。三人のヤクザみてえなやつに絡まれたことがあったっけ三年前のことね、とおのぶは指を折ってから言った。あの時はごめんなさい。あたしの兄だって言ったのは、ゼゲンのロっていうならず者で、あたしの身を売って金にしようとしていたんです。 この前はそうは言わなかったぜ。三人のヤクザと喧嘩になった後、エイジがそのことを語ると話をうまく作って脇へ逸らした。その口ぶりで本当のことを言ってはいないなと察したが、エイジはそのまま聞き流したのであった。言わなかったわ。だって言おったって言えることじゃないんですもの。 今なら話せるのか。えいさん、今日はどうしたのと、おのぶは、えいじの顔を探るように見た。いつもは私のことなんか、鼻も引っ掛けやしないのに。今日に限って、ずいぶん気にかけてくださるじゃないの。あんまり嬉しがらせないで。そんな風に聞こえたら勘弁してくれ。 そんなつもりで言ったんじゃねえんだ。いや、謝ったりしないで。たとえ嘘でもいい。A さんがちょっとでも気にかけてくだされば、あたし何より嬉しいのよ。そして急に、おのぶはたもとで顔を覆った。今にも泣き出しそうに見えたので、A 児は老狽した。酒を頼むぜ。 と彼は乱暴に言った。もうここはすっかりだ。おのぶは黙ったまま立ち、顔を背けてどまへ降りた。まもなく、かんどっくりを二本持って戻ったとき、おのぶの顔は洗ったようにさっぱりとし、愛想のいい微笑みを浮かべた口元から、八重ばを覗かせていた。ごめんなさい。おのぶは、 とっくりを禅の上へ置き、空いているとっくりを盆の方へ移して座りながら言った。あたしこの頃少し言おうと泣き上ごになるようなの。歳だわね。年だっていくつになるんだもうおばあさん21よ。それでばあさんか、いい気なもんだな。 そう言いながら手酌で一つ飲み、おのぶにも酌をしてやって、エ治は静かに口ぶりを変えた。一度言っておこうと思ったんだが、サブのやつがおめえを好きだってこと、知ってるだろうな。ええ、知ってます。おのぶは真面目にうなずいてから感情のない笑い方をした。誰かが誰かを好き。 こっちの誰かは他の誰かが好き。まるで虫んみたいだわ。冗談にしないで聞けよ。冗談にしなければ角が立つのよ。A さんだから言うけど、あたし、サブちゃんはどうしても好きになれない。お客としてなら喜んでお相手をするわ。でも、好きか嫌いかと油断になれば、ダメ。 すみません。勘認してちょうだい。いいやつなんだがな。真面目に、本気でおのぶに惚れているんだが。それにね、A さん。おのぶは目を伏せ、声を低くした。私には大変な親兄弟があって、人のお嫁にはなれない体なのよ。いつか家出をしたい、なんて言ってたっけな。 親が解消なしで、子だくさんで、それも男の兄弟は皆ぐうたらべ。姉さんとあたしと、下に今十七になる妹があるんだけど、この女兄弟三人だけが苦労してきたし、これからも一生苦労しなければならないんです。姉さんはなんで死んだんだおのぶはちょっと黙ってから、 やはり目を伏せたなりで言った。真珠なんです。真、なんだって好きな人と真珠したんです。好きな人があるのに身を売られようとして。と、おのぶはかぶりを振りながら言った。姉さんはあたしのように気が強くないし、その人もおとなしいだけで、 心の狭い人のようでした。死ぬ覚悟ならどうにかなるはずなのに。小梅の昭文寺の墓地で首を吊って。栄治は、飲めよ、と言っておのぶに釈をしてあり、おのぶは舐めるように酒をすすった。三の四。栄治は住吉を出ると、 浅草にある和助の店へ向かった。和助は宝庫堂の職人頭をしていたが、3年前の5月に東中町へ高和堂という店を持ち、教授屋として順調にやっていた。ひでえ親があるもんだな。歩きながら彼は呟いた。話には聞いたこともあるが、本当にそんな親があるのかな 姉が死んだ後、次にはおのぶに身売りをしろとせがんだという。貧乏なことはひどい貧乏だが、娘を売る必要はない。みんなで少しずつでも働く気になれば、その日の食に困るようなことはないのだ。けれども両親からして働く気などはなく、楽をしてうまいものを食べていたい。という風だから、すぐに手早く。 まとまった金を握りたがるのであった。おのぶは一部も譲らずに拒み通した。小さい弟や妹がまだ五人もいる。握った金はすぐに消えてしまうだろうし、五人の弟や妹の面倒を誰が見るか。私は五人の行く末を守るために死んでも身売りなんかしないと言い張り、 ついに親たちの方で引っ込んだ。ところが、妹のおしのが十七になるのを待ちかねていたように、今度はおしのに面をつけて同じことを口説き始めた。四五日前、おしのが泣いて訴えに来たので、泊まりがけで断反しに行き、三日がか,かりで親たちを解き伏せたそうであった。もし、しのちゃんにおかしなことをしたら、 私、お父さんかおっかさんを殺すわよ。で、そう言ってやったわ。自分たちの境外では他人より親の方が恐ろしい場合が稀ではない。だから身を守るためには、よほど思い切った態度に出なければならないのだ。と、おのぶは言った。そして、そんな親兄弟を背負っているから、サブちゃんに限らず人の嫁にはなれない。 自分は一生弟や妹たちのために働くつもりだと、おのぶは付け加えていた。女の身でそこまで考えなければならないんだ。そういう境遇が現にこの世にあるんだ。と、英二は自分を叱りつけるように呟いた。貴様なんかまだ甘っちょろいもんだぞ。東中町へ行き着くまで、 彼は同じことを繰り返し考え続け、幾度も眉をしかめては下打ちをした。講和堂は三軒間,間口で、そのうち二軒が板敷きの仕事場。奥に六畳の部屋が三つあった。小舟町から連れてきた小僧の判事も十八歳になり、他に二人の小僧がいる。和助は去年の春に結婚し、 今年の夏に女の双子ができたので家が狭いのを苦にしていた。いらっしゃい。店にいたハンジがエイジを見て明るく笑った。さっき小舟町から使いがありましたよ。親方はいるかと聞いてからエイジは目をそばめた。小舟町から何だって手紙を持ってサダが来ました。 親方は今朝飯です。夕べは夜明かし仕事だったもんですからね。そう言いかけて判事は顔をしかめた。兄、いけねえな。プンプン臭いますぜ。英イは口へ手を当てた。和スは自分が一滴も飲まないばかりでなく、酒そのものを病的に嫌っている。今は暮れの15日。 もう昼に近い頃だが酒の匂いに気づかれたら相談どころか叱り飛ばされるのが落ちだろう。そう気づいたのでエイジは赤くなった。そうだな、つい忘れていた。と言って彼はそっと手を振った。ちょっと話が合ってきたんだが、そんなに匂うとすると。ええ。とハンジは、 大人びた様子で首を振った。いけませんね。出直してこよう。と英イが言った。黙っててくれ。そして外へ出ようとすると、向こうの障子が開いて、バスケがつまようじを使いながら出てき、英イを呼び止めた。英イは敷居をまたいだ格好のまま振り向き、えしゃくをして、また後で来ます。 と言った。まあ上がれよ。と和助が言った。狭いうちだからしょうがねえ。酒のことは聞いた。エイジは頭をかいた。今日は酒の小言はよしにする。と和助は続けた。それより話したいことがあるんだ。まあ上がってくれ。エイジが上がると、 バスケは右の六畳へ案内した。そして隣の部屋へ茶を持って来いと呼びかけ、二人で差し向かいに座った。そっちの部屋が茶の間で、最女の答える声と、まだ誰か食事をしているのであろう、茶碗や箸の音が聞こえてきた。さっき小舟町から使いがあってな。バスケはまだ爪楊枝を使い、 高い音をさせて歯を吸いながら言った。おめえは当分ここで手伝ってもらうことになったんだ。荷物も後で届けてくるそうだから。ちょっと、とエイジは遮った。ちょっと待ってください。私には訳がわからないんだが、この店で手伝うってのはどういうことなんですか 俺から小舟町へ頼んでおいたんだ。エイジは首を振った。彼の顔は白くなり、目がキラキラと光った。嘘だ。それは本当じゃない。兄は何か隠してる。才女が茶を持ってき、エイジに挨拶をして進めた。エイジはぶっきらぼうに辞儀をしたまま、目は 和スの表情を捉えて話さなかった。西女が去ると、和スは自分用の大きな湯呑みを取り、茶をすすりながら反問した。俺が何を隠してるんだ本町の渡分さんです。と英二が言った。小舟町からの手紙には、そのことが書いてあったんでしょう。そうでしょう。 ワスケは静かに茶をすすった。3の5。ワスケは顔を背けたままで言った。それを俺に話させるな。あっしは23です。そして今度の綿文さんは初めての出仕事なんだ。とエイジは言った。小僧の自分から兄たちの友で言って、お棚の人たち。 みんなの気心を知っているし、みんなにもあっしの気心はわかっているはずです。彼は口ごもった。言いたいことはいくらでもある。それらは喉までこみ上げているが、彼は自分を静止し、懸命に感情を抑えた。昨日までは何のこともなかった。仕事も自分ではうまくいってたと思います。 エイジは低い声に力を込めて続けた。兄も知っているあの客座敷二つの襖の張り替えですから、それほど難しいものでもなし。特に技のいる仕事もありません。それでも初めての出仕事だから、年に年を入れてやったんです。ところが今朝になって急に、もうおめえは行かなくともいい。 で、親方から仕事を外されちまいました。まあ、茶でも飲めよ、とはすけが言った。あっしは、向こう面をはたかれたような気持ちだった。と、エイジは構わずに続けた。それはどういうわけか、どんなしくじりがあったのかって、あっしは親方に一生懸命に聞いた。 親方は答えちゃくれなかった。いいから今年いっぱい休めって。俺の言わねえことは聞くなって、それっきりなんです。茶でも飲んで少し気を沈めろ。とワ助が静かに言った。もう冷えちまったが一口飲めよう。英イは茶を一口すすった。 それで喉が熱く、乾いていることに気づき、あとは一息に飲み干した。おめえは本町のお棚では人気者だった、とはすけは言った。ことに二人の娘さんは AGB ビーキで、小さい自分にはカルタ、お手玉、おはじき、おいバと何でも遊び相手にされたし、旦那も女将さんもそれを喜んでいたようだ。 だからおめえは、お互いに気心が知れてると思ってるんだろう。だって、その通りじゃねえだろうか。人間の気持ちなんてものは、いつも同じじゃあねえ。殴られても笑っている時があるし、ちょっとからかわれただけで、相手を殺したくなるようなこともある。と和助は言った。本町のお棚にとって、おめえは所詮、出入りの職人だ。 まして向こうは大金持ち。何かことがあれば、いくらひいきにした人間でも遠慮や会釈はしねえだろう。何かことがあればって。と言ってエイジは唇を舐めた。そんなようなことが何かあったんですか自分で思い当たらねえかじゃあ、本当に何かあったんですね 和スは英二の目を見つめた。英二はさらに問い返そうとしたが、和スはそれを遮って、それなら行ってしまおうと言った。おめえは本町のお棚の間取りをよく知ってるな。よく知ってるかどうかわからねえが、英二は考えてみた。おきみさんやおそのさんと遊んでいたから、 迷うようなことはねえと思います。旦那の居間を知ってるか客間から一間を置いた隣でしょう。そこに物入れの小ダンスがある、とアスケは言った。その引き出しの一つに小金欄の切れが入っていた。客があったので見せるために旦那がそいつを出してみると、 古代白,白地金蘭の切れが一枚なくなっていたんだ。和助はそこで英二の顔を見守った。しかし英二の表情にはいささかの変化もなく、ただその目に疑わしげな色が見えるだけであった。大層高価な品なので探しにかかった。と和助は続けた。旦那とおかみさんと二人きりで、 他のものには知れないように探した。そうして、まあ、続めて言えば、客間にあったおめえとサブの道具袋を念のために調べてみたところ、それがおめえの袋の中から出てきたんだ。エイジは笑った。冗談じゃねえ。からかっちゃいけねえよ、兄。出てきたんだ。とワスケは言った。 見つけたのは旦那。袋はおめえのものだったそうだ。まさかわたの旦那ともある人が、そんな嘘をつくはずはねえだろう。エイジは黙った。今笑った口を引き締め、バスケの顔を探るように見つめて、深く大きく息を吸い、その息を少しずつゆっくりと吐き出した。 すると、あっしがその綺麗を盗んで、袋の中へ入れといたって言うんですか。小舟町の親方が、ゆうべ呼ばれて、これだけの話を聞いた。よそえは決して漏らさないが、出入りは止めると言われた。英イは何か言いかけたが、和スは手を挙げてそれを制止し、まあ、聞け、と言って続けた。 親方は小舟町へ帰って考え、おかみさんに相談した。おめえがそんなことをしようとは信じられねえ。何かの間違いだろうと話し合っているうちに、七年か八年前のことが出てきた。七年か八年前のことって、思い出してみろ。とあすけが声を低くしていった。俺もすっかり忘れていたが、 親方の手紙を読んで思い出したぜ。エイジはしばらく毛源そうな顔をしていたが、やがて突然平手打ちでも食ったように大きく目を見張り、あ、と口を開いた。彼は右手を拳にして膝へ力いっぱい押し付けたが、その拳は関節から血が引き、ブルブルと見えるほど震えた。 帳場の。とエイジは舌が鉛にでもなったようなまどろっこしい口ぶりで言った。銭箱ですか。ワスケは何も言わずにじっとエイジを見つめていた。ごまかしてもダメだぞという気持ちと、一体事実はどうなんだという問いかけの気持ちとの入り混じった眼差しであった。 英治の方へ血が上り、それが見ているうちに白くなると、方のあたりが引きずり、唇が震えた。あの時のあれが、と彼はどもり、唇を舐めていった。今になって、ほじくり返されるんですかわすけは何も言わなかった。確かに、あしは銭箱から銭を盗みました。 と英イは続けた。和国橋のそばに出る屋台のかば焼きの匂いにどうしても勝てなかったからです。けれども、おかみさんに見つかって意見されてからは一度もそんなことはしなかったし、おかみさんはこのことは誰にも言わないからとはっきり約束してくれたんですよ。おかみさんが見つけたのは後のことだ。と言ってわすけは、 またエイジを見つめた。おめえ、俺があの頃、帳場をやっていたことを覚えているかエイジは考えてみて首を振った。俺が帳場を預かってたんだ。おめえが銭箱からくすねることを初めに見つけたのは俺だ。とワスケは言った。すぐに自分で叱ればよかったかもしれねえ。が、俺にはそれができなかった。 内緒で親方に相談してみたら、俺の方が親方から叱り飛ばされた。エイジの目が動かなくなり、バスケは告白するような口ぶりで続けた。人も見ていず、手の届くところに金があれば、誰しもひょいと手の出るもんだ。それが人間てえもんだ。盗む奴よりも、盗む隙を与える奴の方が悪い。 エイジよりも、おめえの方が手落ちだ、と親方は言った。俺は一言もなかった。親方の言う通り、そんな隙を与えた俺の方が悪かった。そう思ったから、おめえには何にも言わなかったし、親方とおかみさんのほか、今日まで誰一人知っているものはなかったんだ。すると、いや。 エイジは首を振り、動かない目で一点を凝視したまま反問した。つまりそうすると、今度の禁断のことも、銭箱の時と同じ伝だという、つまりそういうことなんですね。おめえはあの家の間取りも知ってるし、一つ置いた隣の客座敷で仕事をしていた。二人の娘さんや店の人たちの中に、 もしおめえに恨みのあるものでもいれば別だが、そういうものが一人でもいるとは思えねえ。それだけは保証すると旦那はおっしゃったそうだ。それともおめえには思い当たるものがあるか英二は首を振り、それから首が折れたようにうなだれた。おら、おめえのしたこととは思えねえ、と和スは言った。 けれども、条件があんまり揃いすぎていて、今すぐにはどうしようもねえと思う。おめえじゃねえという証拠もねえんだからな。おまけに、銭箱のこともあるし、ですか。やけな口を聞くもんじゃねえ。厳しい調子で言ってから、バスケは声を和らげた。 人間生きているうちは知らねえ間に世間へ借りや貸しのできるもんだ。おめえも今世間に貸しを一つ作ったというつもりで、ここは何にも言わずしばらくうちの仕事を手伝っていてくれ。エイジはぼんやりと呟いた。世間よりも親の方が恐ろしいって。ワスケはいぶかしそうにエイジを見た。 兄、と英治は目を上げて行った。あっしの荷物がここへ届くって言いましたね。今日のうちには届くだろう。すまねえが、金を少し貸しておくんなさい。小舟町には二十両とちょっと預けてあるんです。いや、英治は和助に反対する隙を与えずに行った。何にも言わねえで、 今は何も言わねえで貸しておくんなさい。頼みます。お願いします。そして彼は両手をつき、神戸を垂れた。四の一。お前さん、ウブだね。という女の声が耳の中でする。生暖かく吸い付くような肌触りが、 自分の胸や太ももの底にもここにもありありと残っている。それはまるでなめくじの張った跡が粘液の筋になって染みついたようで、いくら拭いてもこすっても決して消えることがないように感じられた。エイジは顔をしかめながら二度も三度も唾を吐いた。男なら男らしくしなさいよ。 どうしたの、お前さん病気なのかいそうだ。病気だからそばへ寄るな。ふん、おつに気取ってるよ、この人。何さ、まさか大名の若さまでもあるまいし、こんなとこへ来て気取ったって、おけらも笑いやしないよ。俺は気取ってなんかいいやしね。うるせえぞ。 あんたいい男だわね。あたしおかぼれしちゃったわ。ねえ、こっち向いて。寄せったら、おら眠りてんだ。あら嫌だ。ここは宿屋じゃないのよ。ねえ、そんなに白状にしないでさ。いいでしょあたし手取りなのよ。うるせえな。ほらぬすっとだぞ。話してくれ。 火のようにという、本当に火のように熱い唇が、耳を吸い、頬を吸い。ああ、と英イはうめき声を上げ、激しく首を左右に振った。真っ暗な道で、どこだか見当もつかなかった。右手に堀か川があるのだろう。時々岸を洗う波の音が聞こえ、 さして強くはないが風が吹いていた。門前仲町とか言ってたから、ここは場のあたりかもしれねえな,いな。と彼は呟いた。暗い。真っ暗だ。どっちへ向いても何にも見えやしねえ。人間の住む世界じゃねえみたいだ。空には雲があり、雲の間に星が瞬たたいていた。 その星のあるかなきかの明かりで、道の左側に材木の積んであるのを見つけ、エイジはそっちへ行って用心深く腰をかけた。その材木は少し不安定だったが、エイジは足で平均をとって腰を落ち着け、ため息をついた。何がどうなってるのか、何もかも点でわからねえ。 彼は肘を膝へつき、手で顎を支えながら首を振った。一体何が起こったんだろう。古代白,白地金だ。オラ見たこともありゃしねえ。そいつが俺の道具袋に入ってた。俺の道具袋に。そうして突然彼は泣き出した。 顎を支えたままで頭をゆらゆらと振り、すると涙が両の目からこぼれ落ちた。おえつが喉へこみ上げてき、彼は自分のすすりなく声を聞いた。それは自分の喉から出るのではなく、まるで雨に濡れた宿なし犬が雨宿りをするところに困って泣いている声のように聞こえた。サブじゃね と彼は、お越しながら独り言を言った。サブとは兄弟同様に暮らしてきたし、あんなことをするような理由がねえもの。あいつは俺を頼りにしていた。俺がいなくなれば途方にくれるだろう。どうしたって、あのうちの者の,のしたことだ。何メソメソしてんのさ、という女の声が耳の奥で聞こえた。 どうせ世の中は欲とかね、パーっとやっちゃおうよ、パーっとさん。偉そうに構えてたって、死ぬときゃ、小じきや否認と変わりゃしないんだ。骨になりゃ、大名も犬猫もおんなしこった。ねえちょいと、メソメソしないで、パーっとやっちゃおうよ。あたい心底惚れちゃった。と別の女の声がした。ほんとよ、あんた。 こんな気持ち初めて。ねえ、あたいを女房にしてくんないあたいを女房にしてくんないへん。<laughs> エイジは濡れた目の周りと頬を手で押し拭いながら、また唾を吐いた。みんな同じようなことを言うぜ。あたしのことお嫁にもらってくれないかって。誰かもそう言ってたっけ エイジの体が急にこわばり、その目が暗い地面の一点を見つめて動かなくなった。あんまり乱暴にしないでね、とまた別の女の声が聞こえた。あたし、まだ出たばかりなの。何にも知らないのよ。優しくしてね。優しくして教えてちょうだい。あら、変ねえ、とその女の声が続いた。 どうしたのそんなに大事がられると気味が悪いわ。もっと好きなようにしてよ。親兄弟ふんだわ。誰のためでもない。みんな自分がしたいからするのよ。好きでなきゃこんな商売するもんですか。親兄弟のためだなんてみんなよく言うけれど嘘っぱちよ。ねえ、こっちへ寄ってよ。そしてまたあの肌触り。 つきたての餅がへばりつくような、暑くてねっとりと密着して離れない肌触りだ。英イは強く頭を振りながら立ち上がり、ちょっとよろめいて歩き出した。あたしのことお嫁にもらってよ。と彼は歩きながらつぶやいた。誰だっけかなあたしのことお嫁にもらってくれないかしら。英イは立ち止まって、 上目遣いに空のどこかを見守った。風が彼の着物の裾をはためかせ、乱れた髪の毛が頬をなぶった。おその、と彼は呟いた。相手は本町切手の大店の娘だ。嘘にもしろ、そんなことがあっては店の名に関わる。十三師からの幼馴染。そうだ。 遠藤い生まれつきと言った。そしてあたしを嫁にもらってくれ。親としては危ないと思ったろう。俺が出入りをしていては万一のことがあるかもしれない。と思ったんじゃねえか。そうじゃねえか。それで出入りを止めるためにあんなこしらいごとをしたんじゃねえのか。彼はそう思い、それが最も事実に近いと考えた。 確かめるんだ。彼はぎゅっと拳を握った。その他に道はねえ。盗っ人にされたまんまで生きちゃいかれねえ。生きていかれるもんか。オラ、きっと確かめてみせるぞ。4-2旦那に会わしてくれ。と、エイジは綿分の店先へ腰をかけていった。 宝庫堂の英イってもんだ。伺いていうことがあってきたって取りついでくれ。まだ朝のことで、店を開けたばかりだし、客は一人もなく、小僧が三人で掃除をしていた。英イはいつかも飲み続け、今も相当に酔っていたから、帳場合子の中にいるのを小僧ではなく、手代か番頭だと信じているようであった。 A さんはわかってますよ。と小僧の一人が言った。何べん言ったらいいのかな旦那はまだ寝てらっしゃるんですったら。なんだ小僧。てめえなんぞの出る幕じゃねえぞ。A イはお首をし、そのお首の酒臭いのに自分で顔をしかめた。てめえなんぞはな、ゼニーの入った麻袋。 バカみたいに一日中痛い叩きつけてりゃいいんだ。オらは旦那に会うんだから、わたぶんの主人に会うんだ。特命に出てこいと言ってくれ。そして彼はそこへ横倒しになった。バカな真似をするなよ。穏やかにやるんだ。怒鳴ったり相手をへこますような口をきいちゃいけない。下手に出るんだ。 金持ちは痛い腹を探られるのを嫌うからな。空を使って相手に油断をさせるんだ。嘘と誠は目に現れる。口はごまかせても目はごまかせねえ。肝心なのは目だ。とエイジは自分に言った。あら、また来たのあんた。という女の声が聞こえた。嫌だわ。 あんた陰気なんだもの。まるで今にも首をくくる人みたい。ねえ、陽気にやろうよ。パッとさ。いいでしょ酔っ払ってるんだろう。酔って文句を言いに来るなんてだらしのない奴だ。どこかへ連れてって酔いを覚ましてやれ。さあ、あんたどうするのさ。客はあんた一人じゃないんだよ。 さっさとおしなね。いけすかないよ、この人。ああ、と彼はうめいた。おっかさん、とエイジは言った。ほら、苦しくってたまらねえよ、おっかさん。彼はすすり泣いた。今度もまた自分には宿なし犬が腹を減らして泣いているように聞こえた。ほら、 水たまりだよ。離してくれ。エイジは左の腕を自由にしようとした。この手を離せよ。もうちょっとだ。おめえ倒れちまうぜ、エイちゃん。サブだな。どうしたんだホリエ町へ行くんだ。とサブが言った。他にどうしようもねえからな。 それとも、浅草の店へ行こうか。バカ言え。オラ、ワへダンへ断に行くんだ。そんなに酔ってちゃダメだ。酔いを覚ましてからにしよう。サブは肩へかけているエイジの腕の具合を直した。いいからもっと4日間なよ。オラ大丈夫だから。おめえ、どうして俺のことが分かった 本町のおたない仕事に来たら、A ちゃんが酔いつぶれてたんだ。とサブが答えた。それから、女中部屋で寝かしとこうってことになったけど、おめえがあんまり大きな声で怒鳴るんで、外へ連れ出すよりしようがなかったんだよ。そうか。俺にはよくわからねえ。えいは強く頭を振った。 夢とうつつがごちゃまぜになっちゃって、どこで何をしたかも覚えちゃいねえ。今日は何日だ ?21 日だ。とサブが言った。おめえ、浅草の店を15日に出たっきりって言うじゃねえか。水が飲みてえ、その角を曲がれば住吉だ。もちっとの辛抱だよ。ダメだ。 もう歩けねえ。エイジの膝が崩れ、ずるずるとそこへ座り込んだ。サブは支えきれずによろめいて、危うくエイジの上へ倒れそうになった。堀江町の角でかなり人の往来が多い。サブは自分が見られているように老狽し、ちょっと待っててくれ、と言いながら住吉の店の方へ走って行った。 私もう諦めたわ、という女の声が聞こえた。これが持って生まれた運なんだもの。生涯苦労を背負って暮らすんでしょう。せめて今度生まれてくる時には、もう少しマシなうちの子に生まれてきたいって、それを願うより他にないと思ってるの。佐渡のなんとかはこの世の地獄って言うけれど、私は、 生まれてから今日までずっと地獄の暮らしよ。ああ、そうだとも。この世はみんな地獄さ。勝手にしやがれ。とエイジは言った。さあ、水よ。と女が言った。蒸せないように飲むのよ。エイジは湯飲みから水を飲み、すぐにまた一杯飲んだ。のぶこうだな。 とエイジは頭を振りながら見上げた。ここは住吉か。少し横になる方がいいわ。さ。おのぶは座布団を二つに折り、それを枕にしてエイジを横にさせた。今何かかけるから眠れたらお眠りなさい。サブはどこにいる仕事じゃないの 仕事が終わり次第戻ってくるって、本町のお棚とかへ行ったわ。俺も本町に用があるんだ。エイは起き上がろうとし、おのぶはそれを押さえつけた。俺に触るなとエイが言った。俺の体は元のままじゃねえ。泥みたいに汚れちまったんだ。オラもうダメな人間だ。 エイジがもう起きる様子のないことを認めてから、おのぶは小座敷を出て行き、買い巻きを持って戻ると、エイジの体へそっとかけてあった。のぶこうか。エイジは目を開いていた。迷惑をかけてすまなかったな。エイさんがこんなになるなんて嫌いよ。 だろうとも、てめえでもてめえが嫌いになった。勘弁してくれ。一体どうしたって言うの十五日の日に酔っ払って、また来ると言って出て行ったきり、空っ風に飛ばされた枯葉みたいに落とさたなし。そのあげく、サブちゃんに背負われてくるなんて、あんまりだらしがないじゃないの。しっかりしてよ。もっとやっつけてくれ。 エイジは目をつむりながら言った。何とでも言ってくれ。俺は褒められようとは思っちゃいねえんだから。眠んなさいよ。眠って覚めてっから話を聞くわ。眠れるもんか。こんな。よせったら信子。俺の体は本当に泥まみれなんだ。そばへ寄っちゃいけねえんだよ。 何が泥まみれよ。着物にちょっと土がついただけじゃないの。ちゃんと払ってあるわよ。その泥じゃねえ。女と寝たんだ。しかも、好きでもなく顔も覚えていないような女たちとだ。そう言おうとしたけれども、舌が動かなかった。そんなこと忘れなさい。おのぶは、 まるで彼の告白を聞きでもしたように言った。こんな話、するの初めてだけれど、私十一の年に、近所の六っていう奴に口を吸われたことがあるの。その時私は自分の体がすっかり汚れちゃって、一生綺麗にはなれないと思って泣いたわ。いっそ死んじゃおうかとさえ思い詰めたものよ。 でも、五日経ち、十日経つうちに、だんだん気持ちが落ち着いてきて、自分の体は汚れてなんぞいない。こんなことで汚れてたまるもんかって思うようになったわ。わずか十一の子にか。六っていうやつ。ほら、この前話したでしょ十五六からぐれ出した挙句。 しまいには世間にまで成り下がっちゃったわ。俺はおのぶの兄だと言った、いつかのならず者のことを英イは思い出した。じゃあ、あの時のヤクザが。今、行方知れず。仲間内で何か不気理なことをして、江戸にいられなくなったらしいの。うっかり帰ってくれば、それこそのずめにされるって話よ。 おのぶはそう言って、あやすように微笑した。どう少しは胸が収まって。眠ってみよう、とエイジが言った。水を持ってきておこうとおのぶが去り、エイジは目をつむった。眠れはしないだろうと思ったのに、そのまま眠ってしまったらしい。おのぶが来て枕元へ水を置いていったのを、 おぼろげに記憶しているだけで、人の話し声を聞きつけて目を覚ますと、部屋の中は暮れかかっていた。彼は買い巻きをいで眠っていたと見え、右の肩から腕がすっかり冷えているのに気づいた。もう少し寝かしておきましょう。とおのぶが言っていた。幾日もろくに眠らなかったようだから。じゃあ俺は、 店まで行ってこよう。とサブの言うのが聞こえた。兄たちに断っとくことがあるんだ。あたし、待っていたいんですけれど。と女の細い声が言った。ここにいていいでしょうかええ、いいわ。もうすぐに客が来て、あたしは手が抜けなくなるでしょう。あんたが A さんの面倒を見てくれれば助かるわ。 と、おのぶが言った。でも、おたなの方はいいのええ、かまいません。そういうふうにしてきましたから。おすえだな、と、えいじは思った。確かにおすえの声だ。どうしてこんなところへ来たんだろう。彼はそう思いながら半身を起こし、枕元に用意してあった水差しの水を、湯のみには継がず、 じかに水差しの口から飲んだ。氷のように冷たい水が心よく喉を滑ると、それが鼻にまで染みるようで、続けざまにくしゃみが三つも四つも出た。おのぶが障子を開けて覗き、起きたのと聞いた。栄治は起き直って、飼い巻きを肩へ引き寄せながら身震いをした。風邪をひいたんじゃないの くしゃみなんぞして、誰か来ているようだな。ええ、と言っておのぶは振り向いた。本町のお棚の人ですって。あなたこっちへいらっしゃいよ。おのぶが後ろへ下がると、お末が顔を見せてえしゃくした。瀬戸物で作ったように白くて冷たい、無表情な顔つきであった。 今、暗闘を持ってくるわね。と言っておのぶは去った。お帰なさい。と英二が言った。ここは、あんたの来るようなところじゃありません。お寿恵は泣き出した。四の四。狭い土間に立ったまま、たもとで顔を覆い、声を殺してお寿恵は泣いた。 俺はもうダメな人間になっちまった。とエイジは乱暴な口ぶりで言った。お末ちゃんに顔を見られるのも恥ずかしいんだ。頼むからこのまま帰ってくれ。私、帰れないんです。おえつの間からお末が言った。本町のお棚から暇を通ってきちゃったんです。 エイジは、お寿恵が何を言ったのか、すぐには理解できなかった。暇をとったって、どうしてエイさんが一人で、お寿恵はどもりながら言い直した。エイさんを、一人にしておいてはいけないと思ったからです。お寿恵ちゃんは知らないんだ。私、知ってます。 おのぶが明かりを入れた暗棟を持ってきた。こんなところに立っていないでお上がんなさいな。今すぐに火も持ってくるわ。おのぶはそう言ってお寿恵を促した。さあ、お上がんなさいってば、寒いわよ、そんなところに立ってちゃ。お寿恵は英治の顔色を伺いながら、そっと小座敷へ上がり、隅の方に座った。 おのぶは火を取りに行こうとして、酒を飲むかと聞いたが、エイは黙って頭を横に振った。お寿えちゃんの知っているというのは禁断のことか。お寿えはそっとうなずいた。俺の言うのはそのことじゃないんだ。とエイは買いまきを体へ引き寄せながら言った。禁断のきれが。 俺の道具袋に入っていたのは何かの間違いだ。間違いでないとすれば、誰かが何か訳があって、俺に罪を着せようとしたんだ。どっちにしろそれはいつかわからずにはいないことだ。お末はまた頷いた。俺がダメな人間になったというのは、そのことじゃない。そうじゃないんだ。 涙を拭いた後の潤んだ目で、お寿はそっと英治を見た。おのぶが重納に火を乗せでき、火鉢へ移して炭を継ぐ間、英治はうつむいて黙っていた。少し前から店の方に客が来始め、土間を出入りする女中たちや、板場から聞こえてくる物音などで、うちの中は賑やかに活気づいてきた。 何か用があったら呼んでちょうだい、とおのぶが言った。なるべくこっちへは客を入れないようにするから、遠慮しないでね。ありがとう、と英二が答え、おのぶは去った。英二はまたくしゃみをし、片手で懐を探った。お末はすぐに察し、たもとから紙を取り出して英二に渡した。 彼は二つに折ってある紙のい枚かを取り、目を拭いてから花を噛んだ。お笑い草だな、と彼は自重するように言った。こんな時に風邪をひくなんて。少し休まなくてはいけないわ。あたしの家へ行きましょう。とおせいが言った。下屋の金継ぎで筆屋をやってるの。 狭いけれど、A さんの寝るところぐらいはあるわ。そうできたらいいんだが、もう俺はダメなんだ。お寿恵は強い口ぶりで言った。ダメなもんですか。A さんは元のままの A さんよ。他の人はともかく、あたしには元のままの A さんだわ。それがそうじゃねえんだ。 エイジは急にそっぽを向いた。元のままの自分はもう取り返せない。元の自分は心も体も綺麗だった。けれども、禁乱のことがあってから、素直に人が信じられなくなったし、身も知らない女たちと寝て体も汚れてしまった。人間なんて脆いもんだな、とエイジは思った。ちっぽけな布切れ一枚のことで、 心も体もこんなに変わってしまう。俺はもう以前の俺じゃないんだ。とエイジは心の中で言った。お寿恵ちゃんがどんな言葉で慰めてくれたって、一旦ダメになった俺は元へ帰りゃしねえ。と彼はそっぽを向いたままで言った。いたわってくれる気持ちは嬉しいが、俺のことはうっちゃっといてくれ。あなたは、 自分で自分をいじめてるのよ。そんな時が一番危ないんだし、あなたはその危ないところにいるのよ。いいえ、聞いてちょうだい。とおすは、なお強い調子で続けた。生意気なようだけれど、A さんが綿たの女中部屋で横になっているのを見た時、あたしすぐに心を決めたの。 今が A さんには一番危ない時だ。誰かがそばについていてあげなければいけない。さもなければとんでもないことになるって。それであたし、思い切ってお店から暇を取ったの。ダメだ。A 氏は首を振った。俺にはそんな値打ちはありゃしねえ。詫びを入れて渡分へ帰る方がいい。あたし、 A さんから離れないわ。お末は膝をすめた。女の口からこんなこと言うのは恥ずかしいけれど、私、もうずっと前から思い込んでいたのよ。どんな苦労をしてもいいから A さんにもらってもらおうって。そうしたらサブさんから、あなたが私のことどう思っているかっていうことを聞いたの。 あたし嬉しかったわ。お寿恵はまた、たもとで顔を覆ってむせびあげた。サブのやつが、とエイジはつぶやいた。ねえ、とお寿恵が途切れ途切れな震え声で言った。あたしのうちへ行きましょう。あなたはもう一人前の職人よ。宝庫堂の長がなくったって、 自分の腕一つで立派にやってゆけるわ。ねえ、お願い。あたしの言うことを聞いてちょうだい。この通りよ。お寿恵は合唱してみせた。英治が慌てて、よしてくれと手を振ったとき、土間で低い咳が聞こえ、ごめんよ、というサブの声がした。お寿恵は、目を拭きながら出前を直し、 エイジは腕組みをした。開けてもいいかい念には及ばねえ。とエイジが答えた。上がれよ。サブは障子を開けて二人を見ないようにしながら上がった。気分はどうだいサブは火鉢の脇に座りながら言った。もっと早く来ようと思ったんだが、 遅くなってすまなかった。エイジはサブの顔を見つめた。来ることはなかったんだ。ここへ来ちゃいけなかったんだろう。そんなことはねえさ。サブは眩しそうに瞬きをし、どもりながら言った。酒を飲みてえんだが、いけないか。その前に聞くが。 サブの顔に現れた表情から目を離さずにエイジは言った。おめえ、親方から何か言われてきたんだろう。とにかく一杯やりてんだ。そう言ってからサブは急いでつけ足した。外は恐ろしく寒いんでね。ほら体の芯まで冷えちまってるんだ。 酔わなければ言えないようなことか。頼むよ。と言ってサブは立ち上がった。ほら飯もまだなんだから。そして土前へ降り、自分で注文しに行って戻ると、元の場所へ落ち着きなく座った。お末恵がイ治を見て、あたし、ここにいていいでしょうか。と聞き、 エイジが答える前にいてもらいたいとサブが言った。お寿恵ちゃんにも相談に乗ってもらいたいことがあるんだ。とサブはおスエに言った。やっぱりことが難しくなっちゃったんでね。エイジはくしゃみをし鼻をかんだ。サブが物といたげに素早くおスエを見、おスエはその目に答えるようにそっとうなずいた。 エイジはそれを認めたが、何も言わずに顔を背けた。二人は自分のことを心配し、密かに何事か打ち合わせているらしい。そう考えると、エイジは重苦しく気がめいり、自分が一層惨めに感じられた。またくしゃみが出そうになったので、彼は髪を取って鼻に当て、二本の指で鼻をもんだ。 よりによってこんな時に、と彼は心の中で下打ちをした。肝心な時にくしゃみとは、まるっきり茶番じゃねえか。趣考の禅を持ってきたのは、おのぶではなく、おはつとおたけという若い二人だった。店の方は客が立て込み出して、話したり笑ったり、酔ってきたのだろう。早くも管を巻く声などが、 器物の音と一緒にやかましく聞こえていた。おら大きいのにしよう。と言ってサブはシルワンの蓋を取った。エイちゃんも一つやらねえか。エイジは首を振った。少し飲む方がいいんだがなあ。とサブは気遣わしげに言い、お寿恵に酌をしてもらって続けざまに三杯飲んだ。 よせよ、おめえは強かねえんだ。と英イが言った。そんな飲み方をすると悪く酔っちまうぜ。どんなに悪く酔ったって、酒ならいつかは覚めら。サブは四杯目に口をつけながら言った。人間の名に一旦傷がつけば、ちっとやそっとできれいにはならねえもんだ。そうじゃねえか。 えいちゃん。えいじは、サブが四杯目を飲んでしまうまで黙っていて、それから、そいつは俺のことか、と聞いた。おら、思うんだが、とサブは手の甲で口を拭きながら言った。えいちゃんは、もう腕っこきの職人だ。親方や大人の世話にならなくったって、 一人立ちで堂々とやっていけるんだ。誰に気兼ねをする必要もなしによ。そうだろう、エイちゃん。つまり、とエイはサブの目を見守りながら反問した。俺は棚内からお払い箱って言うわけか。そんなことはいいやしねえ。ただ、俺が思うのに。 エイジはサブの言葉を遮った。おめえは何にも思うな。俺は自分のしたことは覚えている。保護堂にとって先代からの得意先へ怒鳴り込んだ。本町で並ぶもののねえ老舗の店先へ酔っ払って怒鳴り込んだんだ。それを聞いた親方が目をつむっていられるか。綿文への申し訳にどうしたって俺を売っちゃっておけねえはずだ。 サブ、はっきり言ってくれ。俺は棚内から追い出されるんだろう。サブはうまく言い作ろうとして懸命になった。だが言葉にあやをつけたり、含みのある表現をしたりすることは彼には全く不可能であった。親方のヨシベイはすぐに綿た文へ詫びに行き、エイジは棚内から放逐すると約束した。 それから浅草の和助を呼んで東中町の店にも置くな、と命じたということが分かった。そうだろう、そんなこったろうと覚悟はしていたんだ。浅草の和助兄はいろいろ取り成したんだ、とサブは自分の失策のように口ごもりながら言った。今そこまで仕置きをするのは酷だ。 当人ーーのためにも少しは考えてやらなければって。もうよせ。とエイジは首を振り、自分の膳の上にあるシルワンの蓋を取った。そうはっきり決まれば言うことはね、俺ものもエイちゃん。とサブが呼びかけ、お末は待っていたように尺をした。親方はまっすぐな人だ。 エイジは継がれた酒を見つめていった。自分も人から後ろ指を刺されるようなことはしねえ代わりに、子飼いの人間でも曲がったことは決して許さねえ。だからこそ宝庫堂の屋台骨に揺るぎがねえんだろう。結構だ。立派なもんだよ。エイジはそこで酒を一息に煽った。こんなことを言ったからって、 俺がやけになっているなんて思わねえでくれ。と彼は続けた。方向道と縁が切れた以上、俺が何をしようと親方に迷惑はかからねえ。また、親方も棚落ちの誰にも、俺にどうしろこうしろという権利はもうなくなった。そうだろう、サブ。それはまあ、そうだろうが。サブは不安そうにエイジの顔を見た。 今ここでそんな風に決めなくっても、まだ棚内の兄たちに口を聞いてもらう手でもあるし。まっぴらだ。エイジは何かを叩きるように言った。宝庫堂がどんなに立派な店で、店の名がどれほど大事かは知らねえが、今度のやり方を見て、オラ愛想が尽きた。 向こうから戻ってくれって頼んできても、二度と再びあの店の敷居をまたぐもんか。まっぴらごめんだ。お末は青白く引きつったような顔で、黙ってイ治に釈をし、ついでサブにも釈をした。イ治はその二杯目も一息に煽り、三杯目を継がせたが、サブは酒には口をつけず、 おどおどした目つきでエイジの様子を見守っていた。サブ、おめえに頼みがある。いいとも、何でも言ってくれ。東中町へ行って、俺の荷物を持ってきてくれ。とエイジが言った。多分、小舟町に預けてあった金も届けてると思うが、もし届いていなかったら、小舟町から受け取って、 そいつもここへ持ってきてもらいたいんだ。そんなことなら造作もねえが、と言ってサブはお末を見た。ここへ持ってくるより落ち着く先を決めて。あたしのうちがいいわ、とお末が急いで行った。A さんにはたった今からお金が大切なのよ。あたしのうちなら、 無駄なお金を使わずに済むし、仕事を始める足がかりにもなるわ。エイジはきっぱりと首を振った。そいつは俺の身が綺麗になってからだ。お姓が何か言おうとし、エイジは手を挙げてそれを抑えた。ぬすっとのお命を消すのが第一。もう一つは体の汚れだ。と彼は言った。 サブも知っている通り、俺は二十三になるまで道楽はしなかった。酒こそ飲んだけれど、色町へは近寄ったこともね。それにはおめえがいたからなんだ。お寿恵ちゃん、いつかおめえを神さんにもらいたいと思い、それまでは綺麗な体でいたいと思ったからだ。お寿恵は低くうなだれ、左手に感度っくりを持ったまま、 右手の指で両の目頭を押さえた。それを忘れたわけじゃねえが、とエ治は続けていた。全く覚えのねえ濡れ衣を着せられて、十年も勤めた店を追い出され、一言の言い訳も聞いてもらえなかったので、カッとなった。生まれて初めて、世間も人も信じられなくなり、どうにでもなれと、 捨て鉢な気持ちで飲み歩いた上、行き当たりばったりに女と寝てしまった。どこで幾人の女と寝たかも、寝た相手がどんな顔形だったかも記憶がない。少しも覚えていない相手と寝た。ということが、一層自分を汚らわしく感じる。この自分を汚らわしく感じる気持ちが消えるまでは、お末には近づきたくないのだ。 本当に、バタムンから暇を取ったんなら、金杉にあるという家へ帰っていてくれ。とエイジはお末に言った。これならどうにかやっていける、という段取りがついたら、俺の方から改めて話を持っていくよ。もっとも断っておくが、いつのことになるかわからない。半年でそういう気持ちになるか、二年先になるか、 今の俺には見当もつかない。だから、ぜひ待っていてくれとは言えないんだよ、おっせいちゃん。おっせいは大きく見張った目でエイジをじっと見つめながらうなずいた。これで話は決まった。とエイジは酒を煽ってから言った。よかったら、サブはこれから浅草へ行ってきてくれ。おっせいちゃんは金杉へ帰るんだ。 勝手ないようですまねえが、今は俺を一人にしてくれ。サブは持っていたワの蓋の冷たくなった酒をすすり、おせいは缶どっくりを置いて、うちは金杉三丁目裏の野六な。父の名は平蔵だと言った。もう一度言うが、俺を待っていなくてもいいんだよ、おせいちゃん。 と、エイジが、そっぽを向きながら言った。この世に生きていると、いつどんなことが起こるかわかりゃしないんだからな。5-1。玄関までの敷石に氷が張っていて、一時も前から降り出した小雨にも溶ける様子がなかった。エイジは傘をすぼめて戸袋に立てかけ、 格子を開けて入ると、上がり花の六章では、いつもの小僧が麻の袋を持って板に打ち付けていた。小僧の手は、霜焼けのため紫色に膨れ、指のところどころに血が滲んでいた。栄治が取り次ぎを頼むと、小僧は立って行き、間もなく正吉という手代が出てきた。先日はお騒がせして申し訳がありません。 英二は挨拶をしてからそう言った。今日は乱暴な真似は決していたしませんから、旦那にちょっとお目にかかりたいんです。お手間は取らせませんからって、そう申し上げてください。英二はどまえ膝をついてもいいと思った。手台は去って行き、小僧はまた朝袋をうちにかかった。こんな火のけもない上がりっぱたで、 天下の通用金からわずかばかりの金くずをへずるために小僧一人をこんな風に使うとは、これだけの大棚として恥ずかしくないのかな、とエイジは思った。商売を身につけるんならどんなに辛いことでもいいだろうが、こいつはいわばごハットに背く罪じゃねえか。吐きなんてものはあさましいもんだな。 彼は心の中で唾を吐いた。手台が戻ってきて上がれと言い、次の間の八丈へ通した。そして手台と入れ替わりに番頭の義兵が現れ、要は何だと立ったままで聞いた。栄二は旦那に会いたいと言った。私はこの店の番頭だよ。と義兵は爪楊枝で歯をせせりながら言った。 店のことは何によらず任されているんだ。用があるなら私が聞きましょう。エイジはそこへ両手をついた。話というのはこの前の禁断の切れのことなんで、どうしても旦那と直に会って伺ていたいことがあるんです。あれはもう済んだことじゃないか。足の方は済んじゃいません。あれは済んだことだ。 と言って義兵はやかましい音をさせて歯をすすった。お前も長い出入りだったし、まだ先のある体だから、旦那も表沙汰にはなさらなかった。お前も兵具士ならおよその見当はつくだろうが、あれは百両という根のついた名物切れだよ。もし旦那が内産にしてくださらなかったらどうなったと思う 番頭さんまでが足のしたことだと思ってるんですか現にお前の道具袋に入っていたし、見つけたのは旦那だ。他にどう考えようがあるんだね。だから、旦那に会いてえんです。エイジは辛抱強く言った。あのキレが足の道具袋になぜ入っていたか。足には全く覚えのねえことなんだ。 子供にだってわかるだろうが、もしあっしが本当にやったことなら、道具袋の中なんぞへ入れて、のうとしているわけがね。もっと人の目につかねえところへ隠しとくはずです。そうじゃありませんか私たちは飽きんどで、銀味役人じゃないがね。そういう場合に、盗んだものをどう始末するかは、人によって違うんじゃないかどっちにしろ、 あのキレがお前の道具袋の中にあったのは間違いのないことなんだから。何がどうあろうと、神かけて圧死のしたことじゃねえんです。これには何か訳があるに相違ねえんで、どうしても旦那に会って伺わなくちゃなりません。盗みをしたなんて言われちゃ、これからの一生世間に顔向けがならなくなるんですから。そうかい。 義兵は、やはり立ったままで英二を見下ろし、右手に持っている爪楊枝を二つに折った。私で話がつくと思ったんだが、お前がそう合情を張るんならしょうがない。ちょっとそのまま待っておいで。そして番頭は出て行った。二人の娘と親しくなりすぎ、娘のどちらかを嫁にもらうなどという噂が立った。 現にサブがイチという兄弟子から聞いたそうである。どこから出た噂かはわからないが、渡文の人たちにも聞こえたであろう。そこで彼を遠ざけるために、誰かがそんな手段を考え出したのだ。主人の徳兵衛か、西女か、それとも店の誰かが。エイジはそう推察したし、今でもそう信じていた。彼は、 小僧の自分に恥ずかしい過ちを犯した。宝庫堂の主婦に見つかって許され、主婦しか知らないと思っていたが、実は兄弟子の和助や親方までが知っていたという。知っていて、その時許してくれた人たちさえ、今度のことでは誰も理解してくれようとしない。かえって前のことがあるために、今度もまた彼の仕業だと思い込んでいるようであった。 このままでは済ませない。とエイジは一人ごとをつぶやいた。どうしたって事実をはっきりさせずには置けないんだ。まもなく人の足音が近づいてき、襖を開けて三人の男たちが現れた。番頭でもなし、店のものでもない。三人ともいぐみの印番手に腹がけ、寸胴どうに紺の桃引きを吐いている。 二人は二十五六、一人は四十絡みで、反転の襟には、頭という字が染め抜いてあった。町内の頭だな、とエイは思った。おめえが、とその頭が言った。このお棚へ因縁をつけに来たやろうか。冗談じゃない、因縁だなんて。エイは驚いてと思った。 私はただ、旦那に合わしてもらって。立ちな、わけえの。と、頭は顎をしゃくった。ここで論判することはねえ。話があるんなら、外へ出てから聞こう。番頭は、この男たちを呼んだのだ。主人の指し図かもしれないが、卑怯なことをするものだと思うと、英イは怒りのために体が震えてきた。嫌だ。 と彼は怒りを抑えていった。あっしは旦那に会うまではここを動かない。人間一人の一生に関わることなんだ。お前さんは知らないだろうが。立たせろ。と頭は若い者たちに言った。お互いご迷惑だ。引きずり出せ。英治はあぐらをかいて居座り、腕組みをした。 てこでも動くものかと腹を決めたが、若い者二人は静かに左右へ寄ってき、おとなしくしろよ、と言いながら、エイジの腕を二人で掴んで引っ立てた。振り離そうとしたが、二人の力にはかなわず、そのまま玄関まで引きずられていった。麻袋を打っていた小僧はびっくりして飛びのき、エイジはカッとのぼせた。 このうちでは人をこんな風に扱うのかとエイジは叫んだ。無実の人間に盗すとのお名を着せただけでは足りず、ゆすり語りのように扱うのかこの野郎と言って若い者の一人がエイジの横顔を殴った。黙らねえか他の一人も殴り、エイジを土前引き下ろすと、足を払って倒し、 自分たちも裸足のまま、米俵でも引いていくように、格子から石畳そして門の外まで引きずり出した。小雨はいつの間にか雪になって、いてて濡れた道の上はもうかなり白くなっている。その道の上へ英二を放り出すと、二人の若い者は変わる変わる馬乗りになって、頭と顔をところ構わず殴りつけた。 エイジは初めに殴られたのが耳に当たり、それっきり右の耳が聞こえなくなっていたし、裂けた唇から血が流れ、それに鼻血も混じって、顔は赤い泥にまみれていた。畜生エイジは喉いっぱいに叫んだ。貴様たち殺してくれるぞ。彼は死んでやろうと思った。自分も死ぬ代わりに、相手も一人は殺してやろうと思い。 力を込めて両手両足を振り回した。けれども、引けしの若い者たちは慣れていると見え、巧みに英治をあしらいながら、彼をうつ伏せにして押さえ込み、その顔を道の上へこすりつけた。番小屋へ連れて行け、と頭が言った。人立ちがしてみっともねえぞ。やろう、ジタバタするなよ、と若い者の一人が言い、 エイジの脇腹をこ骨で力いっぱいついた。おとなしくしねえと片も物にするぞ。エイジは脇腹をつかれて息が詰まり、体を丸くかがめて彼らのするままになった。番小屋は外堀に面した本町の角にある。三人がエイジを連れ込んだ時、目明かしと古文の者が居合わせ、頭は知り合いらしく、 何か口早に事情を話して英二を渡し、自分たちは帰って行った。後で分かったのだが、その目明かしは日本橋弓町の大田屋助次郎ロ古文は島蔵というものであった。英二は板の前ぶっ倒れたまま、体中の痛み、特に脇腹の痛みでうなっていた。言うまでもなく、 そういう肉体的な痛さよりも何よりも耐え難いのは心の痛手であった。彼は綿たの人間を呪い、頭たち三人を呪った。怒り以外には何も考えることができず、悔しさのために幾度も吐き気に襲われた。おい若いの。とバンタの老人が英治の肩を揺すった。ちょいと起きな。 起きて顔を服がいい。空。老人は湯で絞った手ぬぐいをエイジの手に握らせた。頭も着物も濡れて泥だらけだ。起きられたらあっちの火のそばへ来な。焚き火に当たればすぐに乾くだろうから。火をつけてやる。エイジは渡された手ぬぐいをぎゅっと握ったまま、起きようともせずにつぶやいた。 綿たの家屋敷を灰にして、あの火消し人足三人を叩っ殺してやる。穏やかでねえことを抜かすな。火を焚いてある土間から立って、目明かしが彼の方へ歩み寄った。てめえ、おかしな寝言を言いやがると、ただじゃ済まねえぞ。ただで済まなきゃどうする。英二は半身を起こした。これでも暗らうか。 彼は相手の顔へ唾を吐きかけた。5-2二英二は後ろ手に縛られ、番小屋の土間の隅に転がっていた。彼は相手が何者だか知らなかったが、唾を吐きかけられた目明かしは起こり、実手で散々に打ち据えた後、古文の者に英二を縛らせ、足毛にしたり、手よけの水をぶっかけたりして突き転がした。 エイジは半ば気を失っていたが、これまた肉体的な苦痛というより、精神的な極度の激発のためのようであった。顔半分の血と泥はすでに乾きかけていい。そのため、石膏のように血の毛のない顔がぞっとするほど凄まじく見える。半ば開いている目はうつろで、何を見ているともなく、浅く、 短い呼吸をするたびに、元いの切れた三原髪の幾筋かが、かすかに一定の間を置いて揺れていた。弓町の助次郎だな、という男の声を英二はおぼろげに聞いた。お前はいつも少し度がすぎる。どういう司祭だ侍だな、と英二はぼんやりと思った。侍の口ぶりだ。 より気か同心だな。どういう司祭だと聞かれて、相手のスケジロはくどくどと何か説明した。しゃがれ声の低い早口で、英二にはよく聞こえなかったし、また聞きたいという気持ちもなかった。何とでもなれ、どうにでもしろ。そんなことを、はっきりしない意識の中で繰り返しつぶやき続けていた。 とにかく縄を解いて火に当たらせろ。と侍の声が言った。そのままで置いたら凍え死んでしまうぞ。英治は抱き起こされた。縄が解かれ、二人に抱えられて火のそばへ行ったが、火の温かみが感じられるまでにはかなり暇がかかった。これも後で分かったことだが、目明かしを叱っていたのは、 町回りよりきの青木河野心と同心の安井智江門、それに下役の岡村次郎兵衛という三人で見回りの途中ここへ立ち寄ったのであった。下役の岡村が手拭いを湯に浸して、英二の顔や手足を拭き、裂けた唇や傷のできているところには公薬を塗ってくれた。傷に触られる時だけ。 英治の顔は痛そうにしかめられたが、その他の時は地方のように無表情であり、誰の顔も見ないし、何を聞かれても答えなかった。本町の飛び頭から、目明かしの助次郎がどんな話を聞いたか、それを青木河野心にどう告げたか、英治は全く知らなかったが、尋問する青木の口ぶりから察すると、 英治は住所も名も職も言わず、本町の綿分でゆすりを働いていたということになっているようであった。見たところそのような人間とは思えない、と青木は言った。俺は町回りよりきの青木河野心というものだ。これには何か訳があるように考えられるが、申すことはないのか。英治は答えなかった。 青木は待った。あの棚には火をつけてやる。とエイジは喉声で独り言を言った。三人の火消し人足は殺してやる。それから、あとのおかっぴき二人もだ。腫れ上がった唇の間からのつぶやきで、はっきりしてはいないが、青木の耳には聞こえたのだろう。彼は目を細めてエイジを見た。 青木甲野心は二十七か八。痩せ型で背丈が高く、細表の浅黒い顔は際立って目鼻がはっきりしていた。いかにも自制心と意志の強さを示しているような顔つきであった。住まいがあり、身元引き受け人がいるならこのまま返してやろう。と青木は忍耐強く言った。住まいはどこだ エイジは答えなかった。黙っていては何もわからない。どうしても返答をしないなら、奉行所へ引いて行かなければならないぞ。だがエイジは答えなかった。目明かしが手荒なことをしたようだ。それで腹を立てているのだろうが、と青木はなお穏やかに言い聞かせた。よく聞くがいい。 役目で不審なものを調べるには、来客をもてなすようなわけにはいかない。多少の違いはあっても、いずれは手荒な手段を取らなければならないだろう。お前が合情を張れば張るほど、余罪ありと疑われ、やがては労働員にもかけられなければならない。そこをよく思案した上、死災を残らず話したらどうだ。英治の着物から湯気が立ち始め、 体に温かみが感じられると、全身の筋肉や骨の節々が熱を持ったように痛み出した。畜生、わたぶんの奴ら、あの火消し人足、それからおかっぴきめ、みんなぶち殺してくれるぞ。たとえ三十年が五十年かかっても、必ずみんなぶち殺してやるぞ。 と、英イは体中の痛みにかけて誓うように心の中で思った。ではやむを得ない。やがて青木は吐いをつきながら言った。奉行所へ行って吟味するとしよう。そしてバンタの老人に籠を呼んでやれと命じた。英イは籠に乗せられて、北町奉行所へ連れて行かれ、仮牢へ入れられた。 牢へ入れるには、町奉行の許可を必要とするが、青木は役所詰めの寄り木で、又左衛門という者と話し合い、空いている仮牢へ入れたのであった。又左衛門の姓は、やはり青木であり、河野心の一族で、年も四十五歳。北の奉行所では、上席寄り木の一人であった。栄治は、これらのことには無関心だった。 無論、むろん老者のことなどは何も知らないし、そこが北町奉行所だということさえ知らなかった。彼は自分の中に固く閉じこもって、外からは何者も入れまいと思った。世間全体が敵だ。これを忘れてはいけない。金持ちは金の力で、役人は権力で、罪のない者を罪人にすることができる。 自分のように金もなく権力もないものには彼らに対抗することはできない。これが事実なんだ。と彼は思った。すると怒りがまた突き上げてきた。英治はあたりを見回した。三坊が板壁、廊下に面した方が老後死になっている。突き上げてくる怒りでめまいがしそうになり、 そのがっちりとした老後子が遠のいたり近寄ったりするように見えた。畜生エイジはつんざくように叫ぶと急に立ち上がった。俺をここから出せ彼は老後子へ激しく体当たりをくれた。肉や骨に鋭い痛みを感じたが、狂ったように二度、三度と体を叩きつけ、 両手で老後子を力の限り揺すぶった。俺を出し上がれと彼は叫び続けた。貴様たち一人残らず叩っ殺してくれるぞ五の三イジは狩老に七日いた後、石川島の人足寄せ場へ送られた。又、ま、左衛門は自分で吟味をし、色々と親切に振る舞った。 町回りよりきの青木河野心は自分の一族であるとか、河野心と一緒に本町の番小屋へ行ったのは、同心の安井智江門と下役の岡村治平というもので、三人とも平治に同情しているなどとさりげない世間話のように言い、間違いのもとは何かと穏やかに繰り返した。英治はまた左衛門に対しても沈黙を守った。 カリロで暴れたとき、右足の親指の爪を剥がし、手当てをされて晒しで巻いてある。その指が痛むし、他にも体の底かしこ、肩や腰の骨などに鈍痛があるので、身動きをするたびに顔をしかめるが、それ以外は石にでもなったように、正面のどこともない一点を見つめたまま、こわばった顔つきで黙り通していた。 この間に河野心が綿文の方を調べたらしい。だが綿文ではただ怒鳴り込んで牢石をされたというだけで、栄治の素性や身元については何も話さないようであった。そのことは渡左衛門の吟味のはしはしによく現れていて、栄治は心の中で冷笑したが、爪の先ほども顔色には出さなかった。渡左衛門に代わって、 石川何菓子とかいう銀味寄り木が三日の間調べに当たった。これはかなり厳しく容赦のない調べ方であったが、それでも手を挙げたり怒鳴りつけたりするようなことはなかった。そして七日目に再び又左衛門が変わった。何か死災があると思われるが、と又左衛門は事務的に言った。 おみの御用がハンタなため、その方にかかりきっている暇はない。これまでの調べでは他に余罪はないようだから、本来ならこのまま召し話にするところだが、住まいも受け人も申し立てず、また食の有無も言わぬ以上、無宿人の処分は免れない。よって石川島の人足寄せ場へ送ることにしたから、そのように心得るがよい。 それでも英治は口をきかなかった。石川島へ送られたのは英治とも五人で、皆常着に藁通りは吐かされ、英治ともう一人の若者とが腰紐で繋がれた。二人だけは暴れ出すと見られたらしい。奉行所からは寄木と同心二人、下役三人が警護に着いた。英治と縄で繋がれた若者は、 絶えず神経質に鼻を鳴らしたり、首を左右にひねったりした。おいら、金たってもんだ。一行が町へ出るとすぐ、その若者はエにさに囁いた。ケチな博打でしょっぴかれてしまおくりさ。我ながらざまねえや。口をきくな。とした役の一人が叱りつけた。話すことはならんぞ。 若者は首をひねりながら舌を出した。べら棒に長くて青白いような舌であった。英二は相手にならなかった。他の四人がどんな男たちであったかも覚えがないし、待ち筋をどう行くかも見なかった。通りがかりの人たちの中には罪人が送られるのだと知り、立ち止まって剣をと好奇の目で見送る男女もあったが、 大抵は気がつかないか、気がついても慌てて目を逸らす者の,の方が多かった。あいつらには腰縄を打たれた俺の姿が恐ろしいんだな。ふん、とエイジは思った。多分俺が極悪人で、強盗をしたり、人殺しをした人間のように見えるんだろう。いいとも、今に見ていろ。 今に俺は貴様たちの推察する通りの人間になってみせるぞ。彼は目に入るすべてのものを憎み、それに挑みかかった。柳を見れば、それがさもさも安穏な生活を楽しんでいるように見えて憎悪し、往来する人の中に満ち足りたような幸福そうな男女を見れば、心の中で嘲笑し、呪詛を浴びせかけた。 だが、越前堀へかかったとき、たった一度だけ、英治の心を強く引きつけたものがあった。堀に面した昇家の土蔵に沿って、七歳か八歳になる女の子が二人、日の当たる地面にご座を引き、その上に座ってお手玉をしていた。お手のせ、お手のせ、と女の子の一人の歌うのが聞こえた。 お手のせおろしておさらい。平次は立ち止まってそっちを見た。二人とも同い年くらいで頭の毛をおたばこんにゆい、派手な色の着物に前かけをかけていた。おひとつおひとつおひとつと一人の子が巧みにお手玉をさばいている。おひとつおろしておさらい。 あの頃とそっくりだ。わたぶんの娘たち。おきみやおそのに誘われて、自分もあんな風にお手玉の相手をしたものだ。そう思うと、理由もなく胸の中に湯のような熱い感情がこみ上げてき、英イの目が涙で潤んだ。何をぼやぼやしてるんだ、とした役の者が英イをこづいた。 さっさと歩かねえか。エイジは歩き出した。おそでおそでおそで。と、女の子の声が後ろで聞こえた。おそでおろしておさらい。エイジはゆっくりと頭を左に右に振った。五の四この人足寄せ場はろう者ではない。 その寄せ場同心は言っていた。先ほどの申し渡しを今一度聞かせるが、無来無宿の者は本来佐渡島へ送るべきところ、お神の格別なる御人形をもって火薬妊婦に仰せつけられたものである。この寄せ場は他の牢とは違い、収容者を罪人とはみなさない。衣服は規定によって、 柿色に水玉を染め抜いたものを着せるが、髪の毛はそのままだし、亭主のある女は金をつけてもよい。手に食のあるものはその食に励み、食のないものは好みの食を身につけることができる。それらの作業には賃金が支払われるし、それはやがて世間へ出た時、生業につく元手になる。 寄せ場同心のそういう言葉をエイジはまるで聞いていなかった。越前堀のところでお手玉をしていた二人の小さな女の子の姿が目について離れず、その声がいつまでも耳の奥に聞こえていた。お左お左だりだり,だ,りだるまの目。エイジは唇を噛み、目をつむった。 小僧の頃、綿たの奥座敷で、おきやおそのや、その友達の小さな女の子たちの相手をして遊んだ時の自分の姿が見えるようであった。おい、と、隣に座っていた金太という若者が肘でこづいた。立つんだよ。同心の話は終わり、荒むしろの上に座っていた五人は立って草履を履いた。 彼らの左右にいた下役同心4人が、こっちへ来いと言って、広い中庭の方へ導き、そこに待っていた他の下役同心たちを紹介した。それらは、手技係、かきばい係、畑係、油絞り係、月場係、見張り板書係、その他、寄せ場差配、医者、教師などもいるそうだが、 これらは後に引き合わせるということであった。紹介が済むと、五十ばかりになる男が前へ出てきた。お牛のような体つきで、肩には肉が昆布のように盛り上がってい,い、潮風や日焼けのためではなく、生まれつきらしい赤黒い顔に、目と口とが馬鹿げて大きく、そしてのこぎりの目を立てるときのような耳障りな声をしていた。 俺はヨセバサハイの松田ゴンゾウという者だ。とその男はわめくように言った。ここにいる人足どもは陰で俺のことを赤鬼と呼んでいる。俺はそんなことはクソとも思わねえ。貴様たちもそう呼びたけりゃ呼ぶがいい。俺はそんなことって怒りゃしねえから、だがよく覚えておけ。今あっちで貴様たちに話をされたのは、 役所詰元締役の同心で、岡谷す平兵とおっしゃる方だが、あの話を真に受けて、ここが極楽だ、などと思ったら大間違いのすっとこどっこいだ。佐渡島の金堀はこの世の地獄だってことを言うだろう。名こそ違うが、ここも石川島。貴様たちのやりようによっちゃ、ここも佐渡に劣らねえ地獄になる。そいつを忘れるなよ。そして彼は、 い々しそうに五人を睨みつけ、地面へ唾を吐いてから大股に底を去った。次には四十四五になる男が前へ出てきた。これは年に似合わない安男で、着物の襟が首を締めるほど引き合わせてあり、甘ったるい声で何かを撫でるような話し方をした。私は瞳張り役の 小島良次郎というものだ。とその男は言って微笑した。人見張りとは、お前たちの世話役のようなものだ。先ほど岡安殿が言われた通り、この寄せ場はお前たちを痛めつけるところではなく、手に食のある者には、その食を励まし、食のない者には、同死念物じゃねえか。と金太が栄治に囁いた。 あいつは銀流しだ。赤鬼より立ちが悪いぜ。そういうわけで、手に食のある者はその食を与えるし、と小島は続けていた。食のない者で何か手に食をつけたいと思う者は、その望みの食を申し出るがよい。その他の者のは、川ざらい、畑作、土方、お米蔵の煮上げなど、その時々によって、 人足仕事を振り当てる。分かったな。では手に職のあるもの。また望みの職のあるものは申し出るがよい。五人のうち中年者の三人は大工、左官、旅屋であった。金太は身についた職もないし、何かの職を覚えたいとも言わなかった。英治は何も答えなかった。小島という瞳張り役は、 口の中に唾の溜まっているようなまだるっこい調子でくどくいろいろと聞いたが、エ治は始めから終わりまで一言も口をきかなかった。お前は自分の名も言わないらしいな。小島は持っている帳面を見ながら眉をしかめた。ここへ来たら素直にしないと痛い目に遭うぞ。そして金太とお前はもっこ部屋だと言った。それは 川ざらいや土方しかできない者たちの集まりだという。どうにでもなれ。何とでも仕上がれ。どいつもこいつも俺には仇同然だ。とエイは思っていた。五の五もっこ部屋には人足が二三十人いた。金太とエイが加わったから十五人になったわけで、伝七、草太、 彩子という三人が小頭であった。伝七は五十五六、宗太は四十七八、彩子は二十八九だろう。三人とも本職の土方上がりであり、共に天馬町の横路にいた、ということを誇りにしているようであった。小頭たちは、英治のことを武州と呼んだ。武州の三という意だろう。町奉行などの手にかかって、 名を名乗らずに済むというはずはない。おそらく青木という二人の寄り気が何か考えるところがあって特別な扱いにしたのであろう。それはこの寄せ場の役人にも通告され、さらに木こ部屋の小頭たちにも耳打ちされたようで、口では悪く言ったり、いろいろ当てつけがましいことをしたりするが、暴力を振るうとか無理に仕事を押し付けるようなことはないし、 英治が意地になって反抗しても彼らの方で相手にならなかった。はじめの五十四日は寄せ場の南の五岩工事をやらされた。この石川島はほぼ三角形で東に石川大隅の神の屋敷、西に筑田島がそれぞれ堀を隔ててあり、北が大川口、南には海が広がっていた。大川口の方は 船松町、十間町、明石町などの町家が平べったく並んでいた。その北に面した方に船着きと門があり、門の左右に収容者たちの長屋が建っている。長屋は東側にもあり、そこには湯者も設けられていた。門から入ると正面に役所と役人たちの移住する家があり、ほぼ三角形の中庭の彼方に、 見張りの板書がポツンと立っていた。それはこの地内の中央で、人足たちの動静を監視するのに最も都合のいい位置にあった。護岸工事をする南端は、この島では最も狭く、端から端まで約五十軒余りしかなかった。海は遠浅で、干潮の時には平勢でも二三丁は底が現れるし、 月の初めと満月の前後には十四五兆も水が引いた。島の他の三坊は石垣を組んであるが、その南端は海の波を直に被るので、三年に一度くらいは暴風雨のために崩されるという。今度はそんなことのないようにと、水際を十尺以上も掘り、杉丸太の杭を深く打ち込んで、地固めから頑丈に工事を進めた。 木こ部屋へ入って四五日した頃、エイジは人足仲間の一人に注意を引かれた。二十八句になる男で、顎のそげたような顔に頬が尖り、誰にでも愛想笑いをし、取り入るような口を聞く。くぼんだ目は落ち着きなく、絶え間なしにあたりを見回しているくせに、人の顔をまともに見ることはなかった。どこかで見た顔だな。 と、英イは心の中でつぶやいた。確かに見覚えのある顔だぞ。まもなく、その男がジロ吉という名だと分かったが、どこで会ったかは思い出せなかった。そうしてやがて、ヨヘイという男と近しくなり、ジロ吉のことは忘れてしまった。私はヨヘイというものです。と、男の方から話しかけてきた。お前さんは、 ここへ来てからもう半月以上にもなるのに誰とも口をききませんね。何か訳があるんでしょうが、あんまり黙っているのも体のために毒ですよ。工事場で休みの時のことだった。栄治が積んである石材に寄りかかって、早春のないだ海を眺めていた。与兵はそこへ話しかけてきたのだが、栄治は返事もせず。 振り向いてみようともしなかった。こんな話をするのは初めてだが、私は女房を殺しそくないましてね。と余兵は一人ごとのように言った。八年も前のことです。芝の金杉の方で小さな呉服屋をやっていました。小さな店ですが割り方繁盛していまして、私は小僧から方向に上がり、 そのうちの娘の婿になったんです。英治は黙って聞いていた。女房を殺し損なったという言葉につい心を惹かれたのである。珍しいことではない。家付きの気の強い女房と小僧上がりの昇心な婿。十年の世も稼ぎに稼いで子供が三人もできたのに、亭主らしい扱いをされたことは一度もなく。 朝から晩まで頭ごなしに怒鳴られ追いつかわれた。子供たちさえもおとっちゃんのグズと呼び、食事は小僧時代と同じように勝手の板の間で食べさせられた。女房だけが悪かったんじゃないでしょう。つまり夫婦になってはいけない者同士が間違って一緒になったので、今考えると女房もさぞやりきれなかっただろうと思いますよ。ええ。 余兵は長いため息をついていった。けれどもその自分はそんなことは考えやしません。人間誰しも考えることは自分が中心ですからね。他人の痛みは三年でも辛抱するが、自分の痛みには我慢ができないってよく言うでしょう。私もある日とうとう辛抱を切らしました。だがその時、 休みの国言になり、余兵の話は中断された。次の日は雨で、工事は休みになり、木戸部屋の人足たちの半数が、屋来の修理に出された。この島の岸に沿って、高さ九尺の屋来が回してあり、古くなったところを取り替えるのである。明治に来たのは、左派役の松田金蔵で、人足たちをねめつけながら、 大きなしゃがれ声でわめきたてた。いかにも赤鬼というあだ名にふさわしく、エイジは、こいつは案外お人よしだな。と思いながら、彼の見ている前で仰向けに倒れ、両手を頭の後ろで組んで、あけっぴろげに大あくびをした。おい、そこの若造と松田は、ずんぐりした太い指で、エイジを突き刺すように指さした。 その顔が赤くなり、目が飛び出しそうに大きくなったが、相手がエイジだということを認めると、急にその指を他の人足たちの方へ向け、さらに大きな声でわめき立てた。えい、この野良犬ども。さっさと立たねえか。ぐずらぐずらしていると手節をぶっくじいてくれるぞ。エイジは鼻で笑った。呼ばれた人足は十三人。 若い祭司が小頭で、余兵もその中に加わっていた。雨は三日続き、野良の修理も三日続いた。二日目には栄治も出かけたが、反対に余兵は人数から外され、三日目には一緒になったけれども、話をする暇はなかった。気をつけてみると、余兵は痩せた小男で、年は四十そこそこと思われるのに、 しわだらけでひからびたような顔や手足は六十近い老人のようであった。声は低く柔らかで、話しぶりはゆっくりと用心深く、笑う時にも人より一呼吸遅れて笑う、という風であり、いつも人の目につかないように振る舞っていた。雨が上がって五眼工事に出た時、午後の休みにまた余兵が話しかけた。 お前さんのような若い人に、つまらないことを話しかけて、迷惑ではないか。と、余兵が言い、英治はわずかに首を振った。雨の後だからだろう。少し濁って涙っている海を見やりながら、その時も、余兵の方へは目を向けなかった。八年前、かのえたつ年の九月三日のことでした。ええ。と、余兵は語った。 その年の6月に新しく銀が意外になって、銭相場の上がり下がりがひどく、私の店などもかなり大きな損をしたものですが、悪いことは重なるもので、私の仕入れた単物に傷物が三単もありました。伊勢崎の安い紬島で、一単は女物でしたが、染め村と尺足らずです。女房は、 例の通り毒づき始め、お前は薬病神だ。今にこの店を潰す気だろうとののしり、子供たちの見ている前で彼を突き飛ばした。店のはがり鼻にいた彼は、土間へ転げ落ちたはずみに頭を敷居へ打ちつけ、瓶のところが一寸ばかり切れた。手に血がついたのを見て、私は悔しさに目がくらんだようになり、 女房に殴りかかろうとしましたが、生まれつきというものはしようのないもんで、着物のちりを払い、自分で傷の手当てにかかりました。悔しさで全身が震え、溢れ出る涙がなかなか止まらなかった。そしてその夜小僧暴行に来た時から婿になって十年以来のことを思い返し、これでは生きているかいはない。 一層女房を殺して自分も死んでしまおうと決心した。そこで静かに起き上がり、何度から道中雑しを取り出した。無論亡くなった父の品で、久しく出したことがないから歯には錆が出ていた。彼は抜き身を持って寝前戻り、女房を揺り起こした。目を覚ました女房は、彼が抜き身を持っているのに気づくと、 悲鳴を上げて飛び起き、からかみや障子を突き倒しながら、勝手口から裏へ逃げ出した。その早いことったら、と言って余兵は、そっと喉で笑った。まるで尻尾に火のついた気違い猫、っていうあんばいでしたよ。ええ。私も後から追っかけて行きましたが、女房の奴は、人殺しだ、人殺しだと叫びながら、 路地の木ども押し破り、中通りへ走り出して、誰か来てくれ、人殺しだと、喉も裂けるような声で叫び続けたものです。近所の人たちが出てき、余兵が抜き身を持っているので大騒ぎになった。六尺棒や物干し竿を持ち出すものがあり、番小屋へ走って行くものがあり、女房はその人たちに守られながら、 なお人殺しだと叫び立てていた。刀を持っていたもんですから、そのまま番小屋へ引いて行かれました。と余兵は続けた。女房がありもしないことを数え立て、売っちゃっとけば自分も子供たちも殺されるだろうから、夫婦別れをしたいと言い張りました。私はまだのぼせていますから、 別れようがどうしようが必ず貴様を殺してやると言い返し、つまりはこの通り、この寄せ場へ送られるようなことになったわけです。ええ。ひどい女がいるもんだな。エイジは心の中でそうつぶやきながら自分が番小屋へ引いて行かれた時のことを思い出し、怒りがこみ上げてきて顔が歪んだ。 ここへ来てからいろいろなことが分かりました。とヨヘ兵はため息をついていった。女房には私が薬病神のように思えたんでしょうし、子供たちには全くグズな親父だったんでしょう。人間は性分によって物の見方も考え方もそれぞれ違うもんです。私は自分を哀れだと思うばかりで、 女房この気持ちを考えてやらなかった。今では自分の方が悪かったと思っていますよ。ええ。英イはじれったくなり、そんなことだから女房にまで舐められるんだ、と怒鳴りつけてやりたくなった。本当に怒鳴ろうとしたが、その時、始めろという小頭の声がし、英イは心で思っているのとは反対に、 与兵に振り向いて低い声で言った。足は、英イというものです。よろしくな。と与兵が言った。頼みますよ。六の一。二月下旬のある夜、木戸屋でジロ吉が騒ぎ出した。自分の包みの中から金がなくなっている、というのである。 部屋には命名の仕切り戸棚があり、自分のものは各自で持つことを許されていた。島へ来てから稼いだ分は役所で預かって帳面だけ渡され、毎月その高の合計をしてもらうのだが、初めから持ってきた金や地友の差し入れてくれる金品は自分の手元にしまっておくことができた。これは寄せ場が牢と違うところの一例で、 行状が良いと認められれば、つねぎになって外出もできるし、面会人があれば会うこともできた。そのため大部分の者が多少なりとも金を持っているようであった。よく探してみろ、と人足の一人が言った。この島で金が盗まれたなんて話はこれまで一遍も聞いたことはねえぞ。だってねえんだからしようがねえ。 と、ジロキチは、なお、包みの中をかき回しながら言った。おら、ちゃんと財布に入れて、この着物の間へ入れといたんだ。この問答を聞きながら、エイジは、おやと思った。いつかは見た顔だと思ったが、ジロキチの声にも聞き覚えがあった。変に取り入るようでいて、狡猾そうな口ぶり。 確かに聞いた声だと思いながら振り返った。やいやてめえの仕切りは俺の仕切りの隣だ。とさっきの人足が言った。てめえまさか俺に因縁をつけるつもりじゃねえだろうな。そんなバカな。ジロ吉はとんでもないという風うに首を振った。兄に疑いをかけるなんて そんなつもりはこれっぽっちもありゃしねえよ。ほらただここへ入れといた金が財布ごと。やい、ジロベ。と寝そべっていた他の人足の一人が寝そべったままで言った。てめえの懐から落っこちそうになっているのは何だえっと言ってジロ吉は自分の胸元を見、今にも落ちそうになっている財布を見つけて、 びっくりしたように口を開けた。こりゃどうも、と彼は頭をかいた。どうもこいつはとんだしくじりだ。そういえばさっき包みを開けたとき、こいつを懐へ入れたのをど忘れしちまったんだな。どうも面目ね、ただいまのお笑い草だ。何がお笑い草だ、ふざけるな、とはじめの男が鋭く叫んだ。 人を疑るようなことを抜かしやがって、お笑い草とは何だこの野郎、ふざけると承知しねえぞ。ちょっと待ってくんな。ジロ吉は片手を前に出し、後じさりをしながら追悼するような声で言った。おら何も兄を疑ったことなんかありゃしねえ。とんでもねえ、俺は自分の間抜けさ加減がお笑い草だって言ったまでなんで。 そこまで聞いて、エイジは立ち上がった。そして、ジロキチの方へ歩み寄りながら、カツアニー、と呼びかけた。ジロキチが振り向き、周囲にいた人足たちも、何事かというように、二人の方へ目を向けた。仲間では確か、カツアニーと呼ばれていたっけな、とエイジは言った。ちょっと話があるんだ。 外へ出てくれ。なんだってどうしてジロ吉は目をそばめながらひどくどもった。オラ、ジロ吉っていう名でカツアーニーなんていうものは知らねえが。外へ出ればわかるよ。おめえは何か人違いをしているんだ。外へ出ろってんだ。エイジは拳を上げてジロ吉の顔を殴った。 てめえは忘れたかもしれねえが、こっちは覚えてるぞ。世間のロック。外へ出たくねえのなら、ここでてめえのしたことをばらしてやろうか。う、ほら。ジロ吉は舌がこわばったのだろう。すぐには後の言葉が続かず、救いを求めるように周囲の男たちを見回した。頼む、兄たち。この男は。 そう言いかけたが、誰の顔にも、警部とゾウの色しか現れていないのを見ると、彼はいきなり土間へ飛び降り、引き戸を開けて外へ飛び出した。エイジもすぐに後を追い、部屋にいた人足たちのほとんどが、その後に続いて走り出た。尻尾に火のついた気違い猫。ジロ吉の後を追いながら、余兵の言った言葉を思い出したが、 おかしさよりも相手の卑怯さ、めめしさに腹が立つだけであった。中庭は暗く、向こうの見張り所の障子が明かりを映してぼんやり明るくなっている。ジロ吉はそこへ駆け込むつもりだったのだろうが、途中で松田ゴンゾウに捕まってしまった。助けてくださいとジロ吉の泣き声で訴えるのが聞こえた。 あっしはみんなにのずめにされます。どうかかくまっておくんなさい。そこへエイジが駆け寄った。そこまで来て初めてジロキチを捕まえているのが赤鬼だとわかり、エイジは両手を拳にして立ち止まった。この男をのずめにするそうだな、と松田はしゃがれ声で言った。ずいぶん大勢いるようだが、 それだけの人数でなければ、こんな男の始末ができないのか。その男を渡してください。とエイジが言った。相手は足一人。他の者は見に来ただけです。貴様は武襲だな。と松田が言った。こいつにどんな恨みがあるんだ。あんたの知ったこっちゃねえ。エイジは低い声できっぱりと言った。 そいつをこっちへ渡してください。そして彼は次郎吉に飛びかかった。六の二。次郎吉はマツダンゾの後ろへ回り込もうとしたが、ツダは捕まえていた手で反対に彼をエ治の方へ押し合った。乱暴はならんとツダはしゃがれ声で怒鳴った。乱暴なことをしてはならん 喧嘩や暴力沙汰は禁じられている。人は忍耐が肝心だ。古来性のないものは損をするぞ。えい、そこだ武士、しっかりやれ。英イは次郎吉の頭を左右から殴った。両手の拳で力いっぱいに右から殴り、左から殴った。その度に次郎吉の体は左へ、右へとよろめいたが、 突然、おかしな悲鳴を上げてむしゃぶりついてきた。エイジは足柄をかけて投げ飛ばし、馬乗りに抑えてまたその顔を左右から殴りつけた。助けてくれとジロ吉は泣き声を上げた。ほら殺されちまうよ松田が歩み寄ってエイジの肩を叩いた。もういいだろう。役所へ知れるといかん。よしにしろ。 エ治は殴るのをやめ、ジロキを押さえつけたまま荒い呼吸をしていたが、やがて起き上がると、そこにいる人たちから逃げるように真っ暗な中庭の向こうへ去っていった。長屋の前を南の方へ、病人置き場、女置き場の前を通り過ぎて、護岸工事をしている水際まで行き、そこの枯れ草の上へ腰を下ろした。 彼は呼吸の静まるまでじっと目をつむっていた。つい五六尺先で岸に寄せる波の柔らかな囁きが聞こえ、あるかなきかの微風は潮の匂いがした。寄せばよかった。彼はつむっていた目を開きながらつぶやき、と息をついた。あんなことをして何になる腰抜けの。 あんな虫けらみたいようなやつ、唾でも吐きかけてやれば済んだことじゃないか。暗い海の彼方に、夜釣りをする船の明かりが水に映って見えた。三つか四つだと思っていたが、しばらく見つめていると、遠く近く止まったままのや動いている明かりがかなりたくさん認められた。信子、おめえの代わりに、 六ののつを痛めてやったぜ。と英イは船の明かりを見守りながらつぶやいた。あんな腰抜けの臆病者のために死ぬなんて、おめえの姉さんもだらしのねえ人だったんだな。のぶこうは負けなかった。ロなどにも負けなかったし、親たちを脅しさえしたという。あたしたちのような貧乏だと、 他人より親の方が恐ろしい場合もある、とおのぶは言った。そうかもしれない。親のことは自分は知らないが、十年もの間親方として尊敬し、信じきっていた吉部、メ。多くの人たちとさえ親しくしてきたわたぶ。彼らが実際には自分をどう扱ったか。おのぶの姉を真珠にまで追い詰めたのは、 彼女の両親とぐうたらな男兄弟であった。サブは火災に実家があり、祖父や父母や兄弟がいる。けれども、そこにサブの生きる場所はない。どういうことなんだこれはどういうことなんだとエイジは心の中で誰にともなく問いかけた。どうしたという声がして、 後ろへ近づいてきたものがあった。後悔でもしているのか。赤鬼だな、とエイジは思ったが、返事はしなかった。お前、どうしてあのクソ野郎を殴ったと松田はエイジの右側に立ったままで聞いた。シャバで何か恨みがあったのか。あんたには関係のねえことです。 そのセリフはもう聞いたぞと松田は怒鳴り返し、ふっと大きな息を吐き出してから少し穏やかに言った。部屋の者の話では、あのクソ野郎のことを、お前は世間のロクとかって呼んだそうだが、一体それはどういうことだエイジは黙っていた。松田はドシンと足踏みをし、 よくわからない言葉で悪態をついた。俺は貴様にあのクソ野郎を殴らせてやったんだぞ。あのおべっか野郎は薄汚え畜生であいつの面を見るだけでもヘドが出そうになる。だからおめえに殴らせてやったんだ。と松田ゴンは言った。それに俺は貴様が気に入っている。貴様にはひいきの後ろ盾てがあるそうだが、 そんなものにビクビクする俺じゃあね。俺は自分が気に入っているから、おめえが勝手な真似をしても見逃しているんだ。今夜のことだって、もし俺がそうしようと思えば、貴様に仕置きをすることだってできるんだぞ。なあ、武士。と言って、松田はそこへしゃがんだ。あのクソ野郎のことを聞かせてくれ。あの野郎は、 シャバに何か余罪がありそうだ、と松田は言った。おめえが知っていることを話してくれれば、あの野郎の正体を洗い出してやる。どうだ武士、話を聞かせないか。エイジはなおも黙っていて、やがて立ち上がり、そのまま長屋の方へ歩き出した。松田もすぐに立って追いつき、 後ろから英イの肩を掴んだ。6-3。待て、この野郎松田はそう怒鳴ると、肩を掴んだ手で英イの体を自分の方へ向かせ、平手で頬を殴った。貴様俺を舐めてるな英イは体の力を抜き、両手を垂れたままマツダの顔を見つめた。 松田はもう一度殴ろうとして手を挙げたが、英治の様子を何と思ったか、挙げた手をゆっくり下ろし、掴んでいた肩を押し合った。貴様は尺に触る野郎だ。と松田は食いしばった歯の間から言った。せっかくこの俺が、えいくだらねえ。彼は足踏みをしてわめいた。いいから押しやがれ。 エイジは長屋へ帰った。木戸屋の人足たちは、みんなエイジに一目置くようになった。次郎吉の六は、エイジの目につくことを恐れ、部屋にいる時はもちろん、仕事場が一緒になりでもすると、できる限りエイジから離れようとするし、いつも肩腰を縮めているという風うに見えた。これらの中で一人、 若い小頭の歳児だけはそうではなかった。彼はあからさまな反感を英治に示し、仕事の割り振りにも仕事をしている時でも英治にだけ特に厳しく当たった。その目つきや態度には、さあどうだ、これでも値を上げないか、という意味が露骨に現れていた。周囲のこういう変化に対して、 エイジは何の反応も示さなかった。ゼゲンのロクにも二度と目を向けず、誰とも口をきかず自分の中へ固く閉じこもっていた。サイジがどんな意地の悪いことをしても決して反抗するようなことはなかったが、それは屈服しているのではなく無視しているのだという様子が誰にでも分かった。 それが祭事を一層苛立たせ、怒りに駆り立てたのだろう。護岸工事が終わりに近くなったある日、我慢を切らした彼は英治に挑みかかった。英治が石垣に組む石を運んでいた時で、それは角を欠いた五感目ほどの見影石だったが、英治は差し子の布切れを当てた肩に担ぎ、 両手で押さえて歩いていると、後ろからサイジが来て、両手で背中を突き飛ばした。エイジは前へのめり、肩から落ちる石を抱えるような形で転倒した。野郎どうしたとサイジが怒鳴りつけた。そんなちっぽけな石も満足に担げねえのか。怠けると承知しねえぞ。 エイジは振り向いてサイジを見上げ、それからゆっくりと立ち上がった。まだ寝ぼけているものが起き上がるような、極めて緩慢な動作だったが、起き上がって手についた泥を叩くかと見えた瞬間、拳にした右手の肘を後ろへ引き、それを力いっぱいサイジの顔へ叩き込んだ。その打撃は素早く、的確にサイジの花柱に当たり、 サイジがよろめくところをエイジは身をかがめ、相手の胸へ激しい頭突きをくれた。サイジは仰向けに倒れ、片手で鼻を押さえて何かをわめきながら、体をくの字なりにして起き上がろうとした。その顔をエイジは踏みつけ、避けようとするところを蹴らげた。そのやり方には少しの遠慮もかしゃくもなかった。わらじばきの足で、 相手の顔や胸を踏みにじり、そして、蹴上げては踏みにじった。もうよせよ、兄。金太が後ろから英二を羽がいじめにして引き離した。頼むからよしてくんな。おめえ小頭を殺しちまうぜ。西イは血と泥にまみれた顔をのけぞらし、地面の上へ仰向けに伸びたまま、気でも失ったように、 口を開いてあえいでいた。話せよ、とエイジが金太に言った。見ともねえから話してくれ。向こうから、瞳張り役の小島良次郎が六尺棒を持って走ってきた。それを見ると、この騒ぎを眺めていた人足たちは素早く散ってゆき、エイジも地面に落ちていた刺し子の布切れを拾って肩にかけ、転げている石を担ぎ上げた。 これは何事だ駆けつけた小島は甘ったるい声で言った。誰だこんな乱暴な真似をしたのは、誰がこんなことをしたのか誰だ人足たちは、それぞれの仕事にかかっていて、小島の呼びかけに応えるものはなかった。他の二人の小頭、伝七と蒼太が工事場の端の方にいるのを認め、 小島はそっちへ行って事情を正した。二人は何も知らなかったという様子で、小島と一緒にこっちへ来、三人がかりで祭事を運び去った。強えんだな兄。と、三重絡みになる人足の一人が英二に行った。やるんなら、兄みてえに思いっきりやらなくちゃいけねえ 久しぶりに胸がスーッとしたぜ。エイジはその男を見もせず何も聞こえなかったように黙って石を運んでいた。人足たちは簡単と恐れの入り混じった目つきでちらちらとエイジを盗み見ていたが、ただ一人、ヘイという男だけは悲しげな顔つきで時々エイジを見ては首を振っていた。それはあたかも かわいそうに、あんなことをしなければよかったのに、とでも言っているような感じに見えた。6-4。サイジは病人置き場に14日いた。その間に3月となり、サイジの代わりに97という中年者が小頭に直された。エイジには何の咎めもなかった。 人足たちは元より、祭児も事実は隠し通したらしい。あの時は近くに人足たちがいたので、自分が初めに手を出したということを見ていた者がいるかもしれない。そうなれば、帰って自分に不利だから黙っていたのだろうが、実際には役人たちは知っていたようで、進学教師の立松白王が、 講話の時そのことに触れた。この寄せ場では10日に一度ずつ進学の講話があった。会場は役所の広間で女の収容者たちも一緒に出た。講話は難しいものではなく、古事や逸話を引用した諸生君のようなものだったが、人足たちは皆嫌がって晩旅特督促しなければ出ようとはしなかった。 女たちの中にちょっとでも見られるのがいると進んで聞きに出る者もいるが、そんな時は講話など聞き流し、もっぱらその女を眺めるだけなので、教師の方でそういう女の出ることを拒むようであった。3月5日の夜の講話に、英二は役所詰元締役の岡安喜平から特に指名されて出た。 一日おきの入浴日に当たっていたので、湯上がりのぐったりした気分では億劫だったが、特に指名されたし、これまで一度も出たことがないから、やむなく彼は聞きに行った。その広間は30畳ばかりの広さで、役所の南側にあり、中庭に面した縁側から上がるようになっていた。男は英治の他に14、5人。 女たちも同じくらいいたろうか。両者は広間の左右に分かれて座り、その中央に教師の席があった。立松白王は超えた老人で、年はおよそ六十歳。剥げた大きな頭も、はち切れそうな丸い顔も、茶色に油光がしていい。厚い大きな唇は気味の悪いほど赤かった。 進学教師などと言うから痩せて古巧な風貌の人かと想像していた英治はすっかり予想が外れたのでおかしくなり、こいつは大したに句うだと思った。広間の一宮には瞳張役の小島良次郎と役所詰めの同心が二人、その間に岡安騎兵の顔も見えた。 立松教師の話は退屈なものであった。当人だけが興奮して、自分の話すことに自分で感動し、うん、これだ。これが人間の人間たる道だ。うん。などと力んでうなずいたり、センスで自分の膝を力任せに打ったりした。公共にはどうあるとか、進学ではこう歌っているとか、 からのたれそれはどうしたとか、読んだとも聞き覚えたともわからない話や、妙な歌などをむやみに並べ立て、これらがまことに人の生きる道である、という文句を繰り返すのであった。英二はあくびを我慢するのに困っていたが、そのうちに白王が突然声を高めて、豊臣家の木村何菓子という武将が、茶坊主に頭を叩かれても忍耐したのだぞ。 と怒鳴り出したのでびっくりした。一どの武将たる者が、茶坊主に頭を叩かれたのだ。と白王は威嚇するように、目を向いて座の左右を睨みわした。けれども木村重成は黙っていた。何にもしなかった。痛いという顔さえもしなかった。これが人間の違いだ。 茶坊主は茶坊主で終わったかどうかはここでは問題外として、茂成なりは侍大将、旗頭となって大阪の陣で戦い、そこはこちらが徳川軍であったがために討ち死にはしたけれども、後世に名を残すほどの大人物になった。ここにいるみんなに茂成なりほどの人物になるとは言わない。と白王は続けた。 けれどもこの中に人からちょっといたずらをされただけで相手を半殺しの目に合わせた者がいるそうだ。エイジは素早く同心たちの席へ目をやった。しかし誰もこっちを見ている者はなかったし、岡安喜兵は顔を仰向けにし目をつむっていた。私はその男に聞きたい。 と白王は左右をねめつけながら続けていた。もし人がいたずらを仕掛けてきた時に笑って済ませたらどうなったか。二度三度仕掛けてもこっちが笑って受け流していれば相手も拍子抜けがしてついには謝ってくるに相違ない。ところがその男は相手を半殺しにした。 そうせずにはいられなかったのだろうが。さて、それではあとはどうなるだろう。またがたきが天下のご法度になったのは、あだうちであっても、親を殺された子はまた相手を恨み、その子が相手を撃てば、撃たれた子がまた相手を仇と狙う。これでは果てしがないし、世の中というものが成り立ってゆかないからだ。けれども、 恨むという気持ちは、ごはっとだけで抑えられるものではない。と白王は熱心に右手で額を撫でながら続けた。半殺しの目に合わされた男は自分のしたいたずらを悔やまず、相手のことを恨んで仕返しをしようとするかもしれない。ここで教師は声に実感を込めようとして調子を下げた。火事が起これば、 日先の家を壊して火を食い止める。つまり家一件の犠牲で大火になるのを防ぐわけだ。そこまで聞いて英イは立ち上がった。みんなの見る目を背中に感じながら彼は広間から黙って出て行き、木部屋へ帰った。教師の講話は紛れもなく自分を刺したものだ。 岡安やす兵が指名してきたこともそのためだろう。まわりくどいことをするものだ。バカバカしい。と英二は思った。俺のしたことが悪いのなら、はっきりとけじめをつけて罰するがいい。忍耐だの。辛抱だの。茶坊主や侍大将なんぞを持ち出すことはない。俺は彼らの何とかいう学者でもなし。 茶坊主でも侍大将でもない。俺は他の誰でもない、表具職人のエイジだ。盗っ人のお命を着せられ、往来で叩きのめされ、島の寄せ場へ送られて、一生をめちゃめちゃにされた人間だ。おめえ自分でそういう目にあったか、と言ってやればよかった。エイジは、肘枕で横になりながら、口の中でそっとつぶやいた。 ほら、立ち上がったとき、あの、ずく乳のハゲ頭を一つぶん殴ってやろうかと思った。そして、ずく乳が怒ったら、辛抱辛抱と言ってやるんだ。へっ、余兵の言い草じゃねえが、他人の痛みなら三年だって我慢ができる。てめえの知らねえ痛みに、知ったかぶりの降釈をするなってんだ。そう呟いているうちに、エイジは、 自分の目の裏が熱くなり、涙が溢れてくるのを感じた。誰一人寄せつけず、世間もあらゆる人間も敵だと思い切って、固い殻の中に閉じこもっている自分が、急に自分で哀れになったのである。他の人足たちはもう寝床に入っていて、中にはいびきをかいているものもあった。 そのいびきの声を聞いていると、この広い世間に自分だけがたった一人で取り残されたような、息苦しい孤独感に襲われ、エイジは懸命におへつをこらえながら、来たままでヤグの中へ潜り込んだ。病人置き場から出てきたサイジは、口から上をさらしで巻き、目のところだけ開けてある穴から、エイジを絶えず睨んでいた。 ちょっとでも隙があったら飛びかかろうと全身で身構えているような目つきであった。人間なんて針一本で殺せるんだ。とサイジは人足の一人に言った。盆の窪のちょっと上のところに壺がある。そこへ針を差し込めばいいんだ。一辺でころりよ。傷が残らねえから誰にもわかりゃしねえんだぜ。 俺はシャバで人を五人も片輪にしたことがある。俺がその気になれば三人までは一度に喧嘩相手にできる。などとも言った。その他凄んだことを聞け流しに言うが、エイジはそっちを見ようともせず聞こえたようなそぶりも見せなかった。気をつけなきゃいけませんよ。とある時、ヨヘイが囁いた。 あの歳児は小頭もやめさせられたので、恨みもちっとやそっとじゃないでしょうからね。近寄らない方がいいですよ、A さん。口が滑ったが、A さんなんていう名は決して口外はしないと、余兵は慌てて弁解した。護岸工事が終わり、その後片付けに七日ほどかかった。15日の夕方、 部屋へ帰って手足を洗っていると、小島良次郎が呼びに来て、ちょっと来いと言う。英治は手を拭きながら小島の後について行った。役所の建物を回って行くと、大川口に面した門の脇に番所がある。その前まで行くと、小島は立ち止まって番所の方へ手を振った。会いたいと言ってきたものがある。 と小島は言った。国言外れだが、特別のお許しが出た。行ってあってやれ。ネバネバするような口ぶりである。英二は手ぬぐいを持ったまま番所へ入った。土間が鍵の手になっていて、六畳ほどの板の間があり、障子の向こうに部屋があるらしい。年寄りの番人が安闘に火を入れている板の間の端に、 サブが風呂敷包みを脇に置いて腰掛けていた。土間の中は薄暗いし、全く予想もしていなかったから、エイジにはそれが誰だかすぐにはわからなかった。姉ちゃんと低い震え声でサブは呼びかけた。ああ、よかった。ずいぶん探したよ。エイジはビクッとし、 大きく目を見張った。サブは、訴えるような表情でエイジを見つめ、後の言葉が喉へ使えたものか、急いで丸々と声た方を押し拭った。そして唾を飲み込み、もう一度呼びかけようとしたとき、エイジはくるっと体の向きを変え、大股に外へ出て行った。エイちゃん、どうしたんだ サブは泣き声を上げながら追って出た。俺だよサブだよエイちゃんそんなものは知らねえ。とエイジは大股に去って行きながら怒鳴り返した。オら、この世に知ったものなんかいいやしねえ。エイちゃんなんて名も俺の名前じゃねえ。ケール。エイちゃん。 と、後ろで、サブの悲しそうな声が聞こえた。エイジは唇をきっと引き結び、目を据えた固い顔つきで、長屋の方へ歩み去った。六の五。木戸部屋へ帰るとすぐに、後から小島良次郎が追ってきた。小島は風呂敷包みを持っていて、今の男からお前に差し入れだ、と言った。 エイジはその包みを冷たい目で見たが、あれは自分の知らない人間であり、そんなものを受け取る筋はない、と頑固に跳ねつけた。そうか。小島はうなずいたが、探るような目でエイジを見つめながら言った。しかし念のために言っておくが、あのサブという男は、お前の風邪が治ったかどうかと心配していたぞ。 エイジの表情が動かなくなった。眉も目も口も仮面のように動かなくなり、それから急に顔を背けた。それでも知らない人間か。知りません。とエイジはかすれたような声で答えた。見たこともありません。それならこの差し入れの品は、 役所の方で処分するがいいか。どうぞいいように、とエイジは答えた。その夜、寝てからエイジは幾度も、バカな奴だ、とつぶやいた。ヤグはいつので、三人一緒に寝る規則だが、人数に対してヤグにゆとりがあるため、三人の小頭とエイジ、また世間の六のほか、 二人ばかりは、めいめい一人で寝ていた。風が治ったかだなんて。エイジは駆けやぐを頭までかぶり、囁ささき声で呟いた。あいつは相変わらずだ。あの時風をひいていたからって、百日近くも経っているのに、治ったかどうかだなんて。馬鹿なことを言うやつだ。 とつぶやきながら、彼はかけやぐをつかみ、込み上げてくるおえつを懸命にこらえていた。変な時に風邪をひいて、くしゃみや水まなに悩まされた。生まれて初めて非道な目に会い、悲しみと怒りで身の置き場もないような気持ちでいる時、くしゃみが出、水まなが出たのだ。芝居でする日記男女が、 人情場でくしゃみをするようなもんだ。英治はそう思って笑おうとしたが、続いて綿文の座敷が目に浮かんできた。火の気のないあの座敷でくしゃみをしていた自分の姿。それから押し込んできた頭と若い者たち。そして、雪の積もり出した道へ引きずり出され、二人がかりでぶん殴り、踏んだり蹴ったりされた。 次には番小屋で、こういう階層が生々しく頭に浮かび、全身の血管が怒りで膨れ上がるように感じられた。畜生。エイジはヤグに両手でしがみつきながら歯ぎしりをした。どうするか見てやがれ。今にどうするか見てやがれ。その数日のうち、 木小部屋の人足たちのうち17人が島の外へ仕事に出されるようになった。外稼ぎに出されるものは平然の行状が良く逃亡の恐れがないと認められたものに限っていた。栄治はその線には入らず、残って他の仕事をしたが、そのため寄せ場の中の色々な手職や作業を見たり経験したりした。 書きいを焼くのも楽ではないが、最も激しい作業は油絞りで、これにはよほど体力の優れたものでも長くは続かないということであった。他には彫り物、竹傘作り、籠作り、紙すき、元ゆい、草履、縄細工、米付き大工、酒井、百姓、多丼などという職種があり、 木部屋の残された人足たちは、これらの仕事の助け役をするわけで、材料を船から下ろしたり、製品を積み込んだり、手の足りないところを手伝ったりするのであった。栄治は命ぜられたことはしたが、自分からは何をしようともしなかった。安物のからかみを作る部屋に五人いて、これはいつも注文に追われている様子だったが、 エイジはその仕事だけは手を出さなかった。小頭に命じられ、瞳張り役にも命じられたが、首を振るだけで決して近寄らなかった。その仕事は彼に絶望的な怒りを感じさせるからであった。兄知ってるかとある時金太が言った。サイジの奴は天馬町へ移されたぜ。 カマスに詰めたかきいを灰焼き場から船へ積み込んでいる時で二人とも頭から灰だらけになっていた。いつのことだ三日目だ、と金太が言った。兄は知らなかったらしいな。どうして移されたシャバでやって隠していたことがバレたらしい。金太は逆しげに言った。 よくわからねえが、何かでけえことをやらかして、その罪をごまかすために、ちっちゃなことをやって寄せばへ潜っていたらしい。そんなような話だったよ。ような話なんぞするな。と英イが言った。だってサイの野郎は兄を恨んでたろう。と金太は言った。いつでも隙があったら喉笛へ食らいつきそうな顔してたぜ。 だからどうだってんだ。エイジはカマスを担ぎ上げながら言った。ほら、それを待ってたんだぞ。キンタはだらっと口を開いた。七の一。かわいそうに、とエイジは思った。サイジとはもう一度やるつもりだった。 あの時は自分が先手を取ったけれども、今度は祭事の方でも用心するだろう。対等で勝ち負けを決めることができる。かばったりいたわったり、慰めや励ましにはごまかしがある。一度こっちに何か起これば、そんなおためごかしは煙のように消えてしまい、昨日までのエビス顔がいきなり鬼の面に変わっちまうんだ。 道具袋の中に禁断の切れが入っていたというだけで、十年続いた心と心のつながりが、タコの糸の切れるように、プツンと切れてしまうんだ。それに比べると、サイジが俺を目の敵にする気持ちには、ごまかしも嘘もない。俺をやっつけてやろうと、隙を狙っている気持ちは真剣だ。人間が真剣に思い詰めるということは、 よかれ、あしかれ、本物だし立派だ。今度こそ対等に、本気であいつとぶつかることができたんだ。それなのに今、隠していた余罪がバレたという。本当にそんなことがあったのだろうか。俺が引っかかったように、あいつもまた世間の奴らの罠に落とされたんじゃないのか。 そうだとすると、あんなひどいことをするんじゃなかった、とエイジは思った。それからのち、彼はようやく、周囲の人間や出来事を注意してみるようになった。サイジのことがきっかけになり、この寄せ場にいる人間が皆、世間からのけ者にされた、という事実に気づいたのだ。ここにいるのは自分の仲間なのだ。 世間の奴らは敵だが、この寄せ場にいる者は自分と同じように世間から痛めつけられ、騙されたり、ペテンにかけられたりしたのだ。ヨヘ兵という男は妻や子供たちによって寄せ場人足にまで追い落とされた。他の者も一人一人がそれぞれの暗くおぞましい経験をしたことだろう。ゼゲンの六の奴は別としてな。 と彼はつぶやいた。あいつは人間のクズだ。仲間に義理の悪いことをして江戸から逃げたとおのぶは言ったが、実は名を変えてこんなところに潜り込んでいたのだ。人間のクズのやりそうなこった。ジロ吉のロクは、あれ以来ずっと根を潜めていた。彼も外出の仕事には当てられなかったが、 どんな時でもエイジには近寄らず、棒の両端が合わないように、いつも遠く離れていようとした。いつかサイジをやっつけた時、胸がすっとしたと呼びかけた男があった。その後も、折さえあれば近づこうとする。エイジはずっと相手にならなかったが、男はお構いなしによく話しかけた。彼の名は万吉。 年は二十七。二組の引けしだったという。喧嘩が好きで、暇な時は、両国広小路あたりをねじろに、喧嘩を拾って歩いた。それで頭から厳しく喧嘩を封じられたのだが、二年前の九月、辛抱しきれなくなって派手な喧嘩をし、相手の三人に怪我をさせたため、頭が怒って感動になり、 この寄せ場へ送られたのだということであった。万吉はあらゆる物事を金銭の高で評価する癖があった。サイジをやっつけた時のよう、と万吉は言う。アニーの購買の速さってものは、まず小判一枚の値打ちってとこだな。今日の天気は十三問だとか、ジロ吉の野郎はビタ銭一問の値打ちもねえとか、 その話には一部払うぜ、などという類で、エイジも我知らず笑わされることがあった。アニーだけはよしてくれ、とある時エイジが言った。おめえの方が年上だろう。アニーと射程は年じゃねえよ、と万吉は答えた。二組のまとい持ちで、第三手アニーがいたが、年は俺より三つも下だった。 それがおめえ、大した人間でよ。火事の時にまといを持って消し口に立った格好なんぞ、かけねなしに千両ってとこだったぜ。それからふと気がついたように、おめえ、初めて口を聞いてくれたな、兄。と言った。確かに、それから英イは少しずつ人と口を聞くようになった。 もともと口数の少ない方だったし、好きになれないものには相変わらずだが、一人、二人という風に挨拶をし合うものが増えていった。それを誰より喜んだのは余兵であった。彼は弟子ごとの組に選ばれ、島の外へ毎日出かけてゆくが、時に菓子を買ってきたりして、気の合ったものに三人と茶をすすりながら話すようになった。 七の二。あるよ。与兵は茶を入れて、駄菓子の袋を開け、栄治の他に二人呼んで世間話を始めた。寄せ場人足は月に四百門から一貫門までの賃金が与えられ、必要費があればその半分は自由に使うことができる。残りの半分は役所で預かっておき、 島を出るときに渡される、ということは前に記したが、そのためここでは、余兵のように坂の楽しみぐらいはできるのであった。そのとき沢に加わった二人は、五一、伊助という中年者で、どちらも三十四五だろう。五市は百姓部屋、伊助は彫物部屋のものであった。 わっしゃ、この寄せ場へ来てからもう五年の世になるが。とい市が言った。二度と再びしゃばへ戻ろうとは思わねえ。一生ここで暮らして、ここで骨になるつもりだよ。そう決めたものでもないのさ。とへ兵が話を引き出すように言った。やけどをしたからって火を恐れても、生きていくにはやっぱり火がなくちゃ済まないもんだよ。 まあね、火に例えればそうだろうがね、と五一はゆっくり頷いた。どんなトンマな人間でも、やがて火の使いようぐらいは覚えるだろうが、世間のからくりや悪知恵のある人間にはかなわねえ。牛か馬のようにこき使われて、腰の骨のおっぴしょれるほど働いた挙句が、家も田畑も取られてしまうんだからな。 珍しくはねえさ。と伊助ケが独り言のようにボソボソと言った。めイが言ったらキリもねえ話だ。世間てものはそういう仕組みにできてるもんさ。珍しくはねえよ。それがさ、当人にはそうじゃないんだな。と余兵が言った。やけどの痛みはやけどをしてみないとわからないらしいし。 人によって、その痛みも違うらしいんだな。お天と様の登るのを見て、肝を潰すことさえあるんですから。英イは心が耐えるように感じた。ゴイやイ助が、どんなひどい目にあったかは聞くまでもない。男盛りとも言うべき年で、彼らはもう世間にも、自分の将来にも見切りをつけている。 彼らをこんなにも打ちのめすようなからくりが世の中を動かしているのだろうか。何とかという名武行は罪を憎んで人を憎まずと言ったそうであるが、余兵が妻を殺そうとしたとき、罪はどちらにあるのか。妻を殺そうとした余兵か、それとも余兵をそんな気持ちにさせた妻にあるのか。 この寄せ場は牢ではないと言い、その扱いも牢にいる罪人とは確かに違うが、いずれにせよ世間から隔離されるだけの理由があった。自分は一枚の禁乱によって無実の罪に問われ、誰がそんなことをしたかはっきりさせようとして逆に暴行され、ついにこんなところへ送り込まれた。この場合、罪は一体どこにあるのか 小さな飾り職人が必要に迫られ、小粒銀をつぶして材料に使うことがある。見つかれば通用金を潰した罪で罰せられる。綿文では小僧を使ってほとんど公然と小判を削っている。両外省ならどこでもすることだというが、それが罪にならないのはどういうわけか。 小粒銀をいつぶした飾り職人は、貧しくて地金が買えないからであり、綿分が小判を削るのは、必要からではなく、利欲のためだ。真実、罪に問われるとしたらどっちなんだ。と、英治は心の中で何者にともなく反問した。親父が早く死んだので、わしは十一の歳から、 もう、野良仕事をやり始めた。と、五一は語っていた。お袋の他に、双子の弟二人と、血のみごの妹がいた。わしは、稼ぎに稼いで、笹やぶだらけの荒れ地を七段分も起こし、水を引いて他に作った。地主との約束は、もし他に作れたら、 十年は小作料なしにするということだった。ところが今から七年前、地主から借金の取り立てが来た。それは七段部の神殿の小作料に加えて、死んだ父のものだという借金の証文であった。七段部の小作料は神殿を開いた年から累算されていたし、 二十五両という借用消紋は十七年も前のものであった。死んだ親父は秋目くらだったから、消紋と言っても母音だけで、それが本当に親父の押したものかどうかさえ調べることはできない。と五一はつぶやくように言った。また、神殿の小作料は十年間無料というのも、 口約束だから証拠はない。わしはいろいろな人に相談し、しまいにはくじしにも金を使ってみたが、どうしようもないということがわかった。もともとごいちの家の持ち物だった電池五担部と神殿の七担部とは、近在でも最も良質の米が取れる。それは防府の丹精とごいちの努力によるのだが、 地主はその電池が欲しくなったのであった。親父は死ぬまで何も言わなかったから、二十五両という借金が本当か嘘かはわからない。けれども、電池のことはわしが現に知っている。と五一は感情のこもらない口ぶりで続けた。十一の年から丸十八年。 神殿を開いてからでも十二年。わしは、おふくろと二人の弟とで、腰の骨の折れるほど働いてきた。わしは、嫁さえもらわなかった。それをある日、地主の差配人が村役人を連れてきて、田畑も家も借金の型に取る。一家の者はすぐに立ちのけという。 いやおうなしの追い立てだった。その時、わしがどう思ったか、みんなにわかるだろうか。エイジは低く神戸を垂れた。彼は三人に気づかれないようにはがみをし、両手を拳にして、まるでねじ込みでもするように膝へ押し付けた。そして五一がやけになり、地主の屋敷へ、 放火しようとして捕まった。というところまで聞くと、黙って立って外へ出た。丸十八年。彼は南へ向かって歩きながらつぶやいた。丸十八年だぜ。バカな。笹やぶだらけの荒れ地を開くことが、どんなに骨の折れる仕事か、エイジは知らない。 荒れ地を開いて水を引いて、どこよりもいい米の取れる田に仕上げた。嫁ももらわずに丸十八年も働き通した後、持ちたもろとも神殿も家までも奪い取られた。真意もわからない古証文一枚と、十年間小作料なしという証文を書かなかったために、そんなことがあるだろうか。 そんな非道なことが行われるのを、周りの者は黙って見ていたのであろうか。その村にも人間はいたであろうし、ゴイチの十八年間の苦労も知っていたことであろう。にもかかわらず、彼を助けるものはなかったのだろうか。英イはうめき声を上げた。空には星が瞬いていたが、あたりは暗く。 針番書の障子だけが明かりに染まっていた。長屋の前を過ぎると女置き場がある。その建物はらいで囲ってあり、男の出入りは禁じられていたが、英治が歩いて行くと、その屋来囲いの軌道から黒い人影が抜け出て、小走りに南の海辺の方へ行くのが見えた。ああ、あれが。 とつぶやいて、英イは立ち止まった。あれがおよというんだな。七の三。サブは、きちんと五日目ごとに訪ねてきた。仕事が終わってから来るのだろう。島には厳しい門限があるのに、サブの訪問は許されるのであった。いつか赤鬼が、貴様には、 ひいきの後ろ盾てがあると言ったし、その他のことでも自分が特別な扱いを受けているらしいとは英二も感づいていた。しかし彼はサブには合わなかった。瞳張り役の小島も強いてとは言わず、その代わりに差し入れの包みだけは持ってき黙って置いていった。その中には菓子とか蒲焼きや 寿司の折り爪とか、肌着や下帯などが入っていたが、栄二はそれらを惜しげもなく周りの者のに配ってしまった。初めて蒲焼きの折りを見たとき、栄治は顔をしかめながら、まぬけな奴だな、とつぶやいた。昔、和国橋のそばの屋台でよく蒲焼きの立ち食いをした。 ということを覚えていたにそういない。それが帳場の銭箱を思い出させるとは気もつかないのであろう。栄治は無論、蒲焼きにも手は触れなかった。四月下旬になったあるよ。寝ようとするちょっと前に、万吉が栄治のところへ来て、外へ出ようとさやいた。栄治は頷いて立ち、一緒に外へ出てから、なんだ と聞いた。おめえ、松蔵とお豊の話を知ってるか詳しいことは知らねえが、聞いたことは聞いた。と英二が答えた。二人がどうかしたのか覗く奴がいるんだ。と万吉が言った。口にするのも汚らわしいがよ。女置き場のお豊という女と、 元結衣作りの松蔵という男がいつの間にかできて、女が男の世話をするようになった。松蔵は行状もよく、外使いといって自由に市中へも出られるし、受け人さえあればいつでも島から解放されることになっていた。寄せ場では特に男女の接近は厳禁されていたが、どんなに禁じられても、 密かに愛を通じ合うものがないわけではないし、そういうものがあっても周囲の者たちは気づかないふりをし、役人たちの目からかばってやるようにするのが習慣になっていた。松蔵とお豊のことは、英二もほのかに聞いていたし、いつかの夜お豊が女置き場から抜け出してゆくのを見たこともあった。あの二人は、 陽気があったかくなってから、時たまの夜、南の海ったで会うんだ、と万吉は語った。オラはまっさんから聞いたんだが、それをやっかむだけならまだしも、覗きに行く野郎がいるんだ。覗くとは何を二人の会っているところをよ、万吉はつばを吐いてから言った。油絞りのこぶって野郎を知ってるか 兄。エイジは知らなかった。油絞りの連中は、相撲取りみてえな体で、みんなべらぼうな力持ちだ。と万吉は続けた。その中に、コブっていうあだ名のある野郎がいる。首のここのとこにコブがあるんだが、そいつがまたクソ力のある暴れ者で、仲間の四五人を相手に喧嘩をしても、 負けた試しのねえって野郎だ。松蔵は三十一、およは三十だという。夜、一目を避けて会うようになってからは、三日と会わずにはいられない。できることなら、毎晩でも会いたいところだ。けれども、つい先ごろ気づいたのだが、二人が会っているのをこぶが覗きに行くのだという。これには困ったと、 松蔵が万吉に訴えた。人の色ごとを覗きに行くなんて、口にするのも汚らわしい話だ。そうじゃねえか、兄。と万吉は鼻息を荒くしながら息巻いた。ほら野郎叩きのめしてくれようと思うんだが、残念ながら、俺一人じゃとても叶ないっこね。あべこべに乗されちまうのはわかりきっているんだ。 今夜もその殿下、とエイジが聞いた。わからねえ。わからねえが、行ってみてえと思うんだ。エイジは黙って歩き出した。万吉も並んで行きながら、傍観なんか持ってったらどうだろうと囁いた。エイジはよせよと首を振り、俺一人でいいからお前は待っていろ、と言った。 もちろん万吉は承知せず、俺が言い出したことだからと、肩をゆすって力んだ。そこは彼らが護岸工事をした海辺で、十枚ばかりの畑のほかに雑草の生えた空き地があった。一度栄治が夜の海を見に来た時は、工事をしている最中でやらいはなかったが、今は海に沿って高さ九尺のやらいが回してある。 二人が畑の間を抜けて空き地へ入ると、万吉が英二の袖を引いて、し」と言った。七の四。英二が立ち止まると、万吉は身をかがめて向こうをうかがった。雨にでもなりそうな空模様で、星一つ見えない闇夜だったが、海の上には遠い釣り船のものらしい明かりが、 淡い大々色にまたたいていた。どうしたと英二がさせやいた。いるのか万吉はまた、しと言い、足音を忍ばせて歩き出したが、五六歩いったところで立ち止まり、そっと前方を指さした。雑草の伸び始めた空き地に腰を下ろしている人の姿が、 闇の中で黒いシみのように見えた。野郎だ、と万吉が英イの耳へ口を寄せてさせやいた。こぶだぜ。すると、こちらの気配を聞きつけたのか、黒い人影が動いて、音よか、と呼びかけてきた。英イは黙ってそっちへ歩み寄った。引き止めようとしたが間に合わず、 万吉はそのまま様子を見ていた。おとよかとまた向こうの男が言った。そうじゃねえ。と英イは答えた。もっこ部屋のものだ。相手は腰を下ろしたまま首だけ振り向いて英イを見上げた。英イは腕組みをし、相手の右側に立って海を見合った。 揚げ塩だな、とエイジは呟いた。もっこ部屋だってと男が聞いた。名は何て言うんだ気にするな。のめを聞いてるんだ。気にするなよ、と英イは言った。ほら、海を見に来ただけなんだ。男は口をつぐみ。 黙って英イを見上げていた。間を置いて石垣を打つ波の音が、揚げ潮時のたっぷりした水量を感じさせ、海の遠い彼方から炉の音が聞こえてきた。俺はここで人と会うことになってるんだ。と男がしばらくしていった。おめえがそこにいると邪魔になるんだがな。 エイジは口の中で、静かな晩だな、と独り言のように呟いた。男は身動きをした。彼がコブなら殴りかかるだろうと思ったが、ちょっと身動きをしただけで男は立とうともしなかった。エイジは気がくじけてきた。万吉の話によればコブは手のつけられない乱暴者であり、 松蔵と音よの仲をやっかんで二人が会うのを覗きに来て邪魔をするという。それが事実なら俺をここから追い払おうとするだろう。けれども彼は動かないし、その口ぶりも乱暴ではなく、むしろ遠惑しているような調子だった。おかしな具合だなと思い、英二が男に話しかけようとしたとき、 小走りに来る足音が近づき、生さんどこという女の声が聞こえた。男は振り向いてここだと答え、闇を透かして英イを見上げた。急ぎ足に来た女は、そこに英イのいるのを見て立ち止まり、息を切らしながら、この人誰と男に聞いた。こ部屋のものだそうだ。 と男が答えた。海を見に来たんだとよ。変なことを聞くようだが、とエイジは腕組みをした手をほどきながら男に言った。悪かったら勘弁してくれ。お前さんは油絞りで、こぶっていうあだ名で呼ばれている人か。そうならどうしたそして、 英イは女の方へ手を振った。こっちは、オよという人か。男は立ち上がった。腰を下ろしているときはわからなかったが、立ち上がったのを見ると、万吉の話よりはるかに大きく、背丈は六尺豊かであり、肩はお牛のように厚く、肉が盛り上がっていた。おめえ、一体何者なんだ と男が言った。さっきは海を見に来ただけだと言ったが、本当はそれだけじゃねえな。悪かった。俺が悪かった。エイジはそう言いながら、後ろへ下がった。どうやら何か聞き違えたらしい。邪魔はしないよ。俺はもう帰るから勘弁してくれ。そしてゆっくり歩き出した。 畑の間を戻って行くと、どこに隠れていたのか、万吉が出てきて肩を並べた。今のを聞いたか、とエイジが言った。うん、聞いた。訳がわからねえ、と万吉は首をひねった。おめえは騙されたんだ。そんなはずはねえんだ、と万吉が言った。まっちゃんはそんな男じゃねえんだから。 今見たことはどうだだから訳がわからねえ。万吉は首をかしげながら言った。さっき話したことはまっゃんばかりじゃねえ。あの音よって女からも聞いたんだ。あたしたちではどうにもならない。なんとかこぶを近寄せないようにはできないものだろうかって。エイは振り向いて万吉を見た。 それが今あそこにいた女か。俺はいくたびも話したことがあるんだ。エイジはこぶの曲と遠惑したような口ぶりを思い返しながら、お前はいい男だよ、と満吉に向かっていった。七の五。事情はまもなく分かった。兄の言う通りだ。 と万吉は頭をかきながら言った。ほらまんまと西とこにが金をつかまされたよ。万吉は念を入れて聞き回ったようだ。実際にはごく単純な話で、おとよが多情な女であり、言い,いよる男なら誰にでも身を任せる。古ぶのいさんとは松蔵より前からの中で、 おとよとコブが会っているのを松蔵が覗きに行っていたのだという。それから松蔵がちょっかいを出し、おとよも松蔵に熱くなった。コブはすぐ暴力を振るう無法者だが、おとよのことになると骨を抜かれたようで、ただもう金や物を与えてはくどくばかり。他の男たちについて怒ることも、 嫉妬する気力さえもないということであった。音よってアはとんでもねえ男だらしだって思った。と万吉は言った。ところが不思議なことに、そうでもねえんだな。誰に対しても情が熱くって不実なことは決してしていねえんだ。こぶは油絞りで、この寄せ場では一番稼ぎが多い。 だから金や物をせっせとくれてやるらしいが、それだからどうってことはね。ビタセン一枚やらねえものとちっとも扱いが変わらねえってこった今のところ一番のぼせているのは松蔵で、彼はもういつでもシャバへ出られるため、その時はおとよを妻として迎えたいと真剣に思い詰めている。 だから万吉を言いくるめて小太の中を咲こうとしたのだそうであった。女は一体どうなんだそこが不思議なんだよ。万吉はどうにも理解ができないという風うに言った。オラ、まっちゃんと一緒にあのアマと何度も話したんだが、その時はアマの方でもまっちゃんに首ったけみてえなんだ。嘘じゃねえ。 本当にそうとしか見えねえんだよ。おとよと関わりのあった男たちに聞いてみると、どの男にもそんな風だったようだ。離れていった男たちの多くは、彼女があんまりムキになるので、付き合っているうちにお首が出てくる。と言ったそうである。どこにも転がっているような話だ。おかしくもない。もうやめろ。とエイジは言った。 間の抜けたことへ引っ張り込んで済まなかった。万吉は頭を下げてから言った。だがな、兄、今度いろいろ聞いて回っているうちに、役所の方では兄の身元も名前も歳もすっかりわかっているってことを聞いたぜ。エイジは目を細めて万吉を見た。ジロ吉の奴が入いたらしい。と万吉は続けた。 いつかおめえが奴を乗したとき、ゼゲのロクって呼んだっけそれが役所の同心の耳に入って、野郎はみっちり締め上げられた。ゼニーにすりゃ、一文の値打ちもねえ野郎だから、ひとたまりもありゃしねえ。てめえの旧悪はほじくらねえという約束で、知っていることをみんな喋っちまったってことだ。それでか、サブ。 とエイジが呟いた。何か言ったかい何でもねえ。とエイジは首を振り、何か言いかけたが思い返したようにまた首を振った。何でもねえよ。ゼゲンのロクは堀江の住吉の話をしたであろう。俺とサブに喧嘩を仕掛けたことは話さないにしても、 住吉へよく飲みに行ってたぐらいは喋ったに違いない。それをたぐればおのぶが出てくるし、奉公道もすぐにわかってしまうだろう。しかし、そんなにまで俺の身元を洗ったのは何のためだ。俺が何者だかということがわかったのは、サブが尋ねてきたことではっきりしている。そのくせ、直接俺には何も言わないし、 扱いぶりにも変わったところはない。これは一体どういうことだ、とエイジは思った。青木という人だな、と彼は呟いた。町回りの方か、奉行所詰めの方か。とにかく、青木というあの寄り気のやったことだろう。どうするつもりだそんな風にして俺をなだめようというのか。 そんなことで俺の怒りがくじけるとでも思っているのか。冗談じゃねえ。足の指の剥がした爪は生えてきたが、俺の心のズタズタにされた傷はまだ血を吹いている。サブを使って泣き落としにかけるぐらいのことで治るような傷じゃねえぞ。とエイジは心の中でせせら笑った。四月の末から降り出した雨が、 5月中旬まで続いた。木部屋から島の外へ出仕事に行っていた17人は、深川の海辺で埋め立て工事をしていたのだというが、雨が続く間は埋め立てもできず、部屋にこもってゴロゴロしていた。5日ごとに必ずやってきたサブが、5月に入ってから姿を見せなくなった。姿を見せないと言っても会うわけではなく、 差し入れの品を受け取るだけのことだが、さてその差し入れがないとなると、今度はそれが気になりだした。いつも菓子や折り詰めの寿司を分けてもらっている周りの者たちも気がついたと見え、お客さんが見えねえようだがどうかしたのか、などと幾人かが問いかけた。栄治はもちろん知らないと答えるだけだったし、 サブのことを気にする自分にも腹を立てた。雨が上がると気候は急に暑くなり、一日おきの入浴のほか、毎日行水を使うことが許された。十七人の出仕事もまた始まり、残った木戸屋のものは相変わらず寄せ場内の雑益に追われた。六月初めのある日、 油絞りのコブが暴れ出して大騒ぎになった。エイジは縄やむしろにするわらたばを五人の仲間と船から降ろしていたが、廃焼き場の方で人の叫び合う声と役人たちの走り回るのを見て何気なくそっちへ行ってみた。すると赤鬼の松田ゴ蔵が向こうから手を振りながら来て怒鳴った。来ちゃいけねえ と松田は叫んだ。戻れ戻れ怪我をするぞエイジの後についてきた金太が、何の騒ぎです、紗愛さんと呼びかけた。コブの性質が暴れてるんだと松田は怒鳴り返した。もう三人もやられたが、あのクソ野郎は、掛け合いを持っているからどうしようもねえ。くたびれるのを待つよりしょうがねえんだ。 エイジはそれを聞きながら歩き出した。よせと松田はエイジには構わず、金太に手を挙げてわめいた。コブのクソ野郎は気が狂って、誰からの見境がつかなくなっているんだ。近寄るなエイジはゆっくり歩いていった。灰焼き場の建物のこっちに油絞りの建物があり。 その周りはかなり広い空き地で、そこに人足や役人たちがまばらな人垣を作っていた。コブは油小屋の前にいた。もろ肌脱ぎになり、右手にかけあを持ってちばしった目をギラギラさせている。裸の肩はまさにお牛のような肉付きで、左の首の付け根にあるコブも健康な肉の盛り上がりとしか見えなかった。 腕から胸まで黒い剛毛がびっしりと生えているし、手先は人の場合もあるようだ。危ないぞと人垣の中から怒鳴るものがあった。やめろ、宇宙エイジは人垣を抜けて前へ出た。よせ戻ってこいと二三人が怒鳴った。エイジは急ぎもせず、遅すぎもしない足取りで、 コブの方へ近寄って行った。今度はてめえか。コブはそう言って掛け屋を持ち直した。てめえも片場者になりてえのか。待ってくれ、俺だ。と英イは穏やかな声で言った。いつかの晩、南の海ったであったもっこ部屋のものだ。コブは、 目をそばめてエイジを睨んだ。わけは知らねえがとエイジは両手を広げてみせながら言った。これだけやれば気が済んだろう。みんな震え上がってるぜ。もう予想じゃねえか。もっこ部屋のものだってコブはそう言いながら、ちょっと考えてみて、それからぐいと顎を引いた。 それがなんでこんなところへ出しゃばってきたんだ俺にも覚えがあるからさ。コブはまた目をそばめた。そうか、おめえか。あのサイジをのしたってのは。よしゃあよかった。あんなことをしても何の足しにもなりゃしねえ。後で自分が嫌になるばかりだ。ダメだ。 あっちへ行け。ほら島抜けをするんだ。島抜けは死罪だろう。それに、と言ってエイジは微笑した。この真っ昼間、どうやって島抜けができる邪魔をする奴は叩っ殺すまでだ。ここの人間を全部か、エイジは片手でぐるっと円を描いてみせた。そいつは天から無理なこった。 まあ、ちょっと落ち着いて話そうじゃねえか。一体どういうわけでこんなことになったんだ。およを盗まれたんだ。コブは掛け矢をドシンと地面へ突き下ろした。松蔵の畜生が出ていく時もおよは出さねえでくれって。オラ、さ早くに頼んでおいた。何度も何度も頭を下げて頼んでおいたんだ。それなのに。 松蔵の畜生は、音よを盗んで出ちまいやがった。最悪も、誰も、出てゆく音よを止めようとはしなかったんだ。こぶの顔が歪み、目から涙のこぼれ出るのが見えた。英二は静かにすり寄って、彼の手から掛け合を取り上げた。オら島抜けをして、 松蔵の畜生をただ殺してやるんだ。コブは掛け屋を取られたことも気づかない様子で今にも泣き出しそうに言った。おトは俺と夫婦約束をしたんだ。オラ、おトがいなくちゃ生きている張り合いもねえ。捕まって死罪になったって惜しいもんか。きっと島抜けをして安畜生を殺してやるんだ。 分かったよ。よく分かった。そう言ってエイジはコブの肩へ手を置いた。だが、今この場で島抜けはできやしねえ。できないことは生さんにも分かってるだろう。おめえ、松蔵をやっつけるめえに殺されちまうぜ。命なんざ惜しからねえや。およさんを松蔵に任せといてか。 コブは顔を伏せた。セイさんがここで死んじまえば、それこそ松蔵の奴は能々するぜ。英二は心を込めてコブの肩を撫でた。ほら、セイさんの味方だ。俺でよかったら、どんな相談にも乗ろう。約束するから、ここは我慢してくれ。コブの性質は、ゆっくり頭を巡らせて、 倒れている三人の姿を眺め合った。俺には寄り気の後ろ盾てがある。とエイジはなお言った。その三人のことも何とか穏便に話をつけるよ。なあ、いさん。おめえが罰を食うなら俺も一緒に罰を食う。男と男の約束だ。分かってくれよ、いさん。 聖七はうつむいたままでうなずいた。英二は振り返って、役人たちにもう大丈夫という手真似をしてみせた。八の一。ほら、今年で三十一だ。と聖七が重たい口ぶりで言った。 二年目におとよと知り合うまで、女っていうものを点で知らなかった。笑われるかもしれねえが、ほら、ちっちゃい時から女が怖かった。こんなちっちゃな女の子でさえ、じっと顔を見ていると、今にも口が耳まで裂けるような気がしたもんだ。この話はもうしたっけかな 聞いたようだな、と英二が曖昧に言った。おふくろさんと岩風呂へ入った時のことだな。彼の国は上州のどことかで貧しい百姓の三男坊に生まれた。五つか六つの時、村からほど近い谷川の奥へ母親に連れられて当時に行ったことがある。そこは 川に沿って岩の穴がいくつかあり、そこからいで湯がわいており、屋根も何もないのてんぶろであった。静七が母親に抱かれて湯に浸かっていると、後から知らない女が入ってきた。彼は下から見上げる位置にあって、その女が片足から岩風呂へ入るのを見た途端、思わず母親の首にしがみついて、おばけだよ と悲鳴を上げた。その時の印象が強烈だったのだろう。ずっと大きくなってからも、女の顔を見つめていると、その口が急に耳まで裂け、赤い舌をペロッと出すように思える。夢の中では、母親の口さえ裂けるのだという話を、エイジはもう幾度も聞いていた。おかしなことに。 音よだけはちっとも怖くなかった。初めて口を聞いたのが夜だったからかもしれね。やっぱり南の海ったで月うだったっけ。まだ護岸工事をする前だから、石垣の崩れたところから波が打ち込んで、砂のくぼみがいくつもできていた。そうさ、そのくぼみへ入ると、 裸からは姿が見えなくなったもんだ。栄治は手ぐさりの音をさせながら顔を追った。そこは大川に面した長屋の空き部屋で、二人はもう十四日も一緒にその部屋へ押し込められていた。あの騒ぎの後、栄治は役所詰元締同心の岡安喜平に会い、詳しく事情を話して、 性七に恩怜の沙汰のあるように懇願した。性七の暴行で、下役人の二人が手と足の骨を折られ、止めに入った油絞りの人足が一人頭を割られた。医者の診断では足の骨を折られた下役の一人はびっこになるかもしれないが、後の二人は大して心配はない、ということであった。 聖七は平勢から手のつけられない乱暴者だと言われていたため、役所の方では強行で、大老へ送るということになりかねなかった。そこで英二は、聖七を大老へ送るなら自分も送ってくれとい直った。罰を受けるなら一緒だと男の面目にかけて約束し、それを信じて聖七は掛け屋を捨てたのである。 男が男を信じた。それを裏切ることはできないと言い張った。騒ぎの原因となったお豊の処置について、札廃役の松田ゴンゾが調べられ、人足たちも尋問された。確かに聖七はお豊のことを左廃役に頼んであった。だが札廃役にすれば、松蔵はシャバエ出て書体が持てる体であるし、 聖七が島を出るにはまだ期間があった。自然、おとよが希望すれば許されないわけにはいかなかった。という事情がわかり、結局は栄治の主張が認められ、聖七は三十日の手腐り押し込めという処分に決まった。栄治が同じ処分を受けるまでには役所との間に飽きるほどの問答が繰り返され、 ヨせバ奉行から町奉行の方へも伺いが出されたらしい。全く異例なことではあるが、これも英治の頑固な言い分が通ったのであった。こうして十四日、二人は押し込めの日を送ってきたのだが、一緒に寝起きをしてみると、誠七は手に負えない乱暴者どころか極めておとなしい昇心者であり、 愚かしいほど善良だということが分かった。彼は15の年に故郷を出奔し、土方や人足をしながら22歳で江戸へ出た。ここでも土方か人足をする他に知恵も能力もなく、いつも人から馬鹿にされ、古気使われ、一仕事終わると放り出された。そうして今から4年前、3人を相手に喧嘩をし、 三人に怪我をさせたため、大勢の人足たちに袋叩きにされた上、役人の手へ渡された。彼には受け人もなく、故郷のことは言えないので、無宿人の扱いを受け、五年という期限付きで寄せ場へ収容された。ここへ来て初めて人間らしい暮らしができるようになった、と正七は言った。 油絞りは苦しい重労働であるが、百姓生まれの辛抱強さと、ずば抜けた体力とで彼は誰にも負けない存在となった。今では彼を馬鹿にする者は一人もないし、むしろ恐れられているくらいだ。オラは一生ここで暮らしたい。とさえ正七は言うのであった。女っていいもんだ。 この世に女ほどいいものはねえな、と聖七は続けていた。初めておよの体へ触った時、あんまり柔らけえのとあったけえので、うっかりすると溶けちまうかと思った。これもまた繰り返しなのだが、聖七自身にはどれほど繰り返しても飽きないし、新鮮さが失われることもないようであった。 おまけにあの声がまた何とも言えねえ。あの声を聞くたびに、オらはめまいがしそうになっちまうんだ。外へ人の来る足音がし、雨戸が開けられた。すると、夕方の光と一緒に、風が吹き入り、部屋の中の蒸れたような空気に、塩の香りが爽やかに染み込んだ。入ってきたのは、 いつもの下役人ではなく、元締め同心の岡安騎兵であった。武士、会いたいという者が来た、と岡安は言った。手鎖を外してやるから出ろ。八の二、元締め同心が自分で来たのは嫌を言わせないためだろう。そう察したので、英治は返事をしなかった。 岡安騎兵が振り向くと、常盤の下役人が入ってきて、兵治の手ぐさりの鍵を外した。ひどい蚊ではないか、と岡安が下役人に言った。やりを焚いてやれ。下役人はいぶかしそうな顔をした。押し込め中の者にそんなことをする例はないからだ。岡安はもう一度、 耐えてやれ。と言い、栄治にうなずいて外へ出た。栄治はその後からついて行きながら、左右の手首を代わる代わるこすった。手鎖の当たるところに汗もができているのである。中庭の広場には、仕事を終わった人足たちがいて、栄治の方を同情するように見、中には黙礼するものもあった。 門番小屋かと思ったが、連れて行かれたのは役所の建物に属する小座敷であった。縁側から上がり、左へ中廊下を入ったすぐ右側で、そこにお末が座っていた。細かく木の葉を染めた一絵に茶色の無地の一絵を帯、髪は油けなしの束ね髪で、わずかな間に、 もがわりのするほど日に明けていたが、エ治はすぐにお墨だということがわかった。今日は意地を張るな、と岡安が言った。女の身で寄せ場などへ会いに来たのだ。そこをよく考えてやれ。いいか。呼びに来るまでゆっくり話せ、と言って岡安は去った。その小座しは、 東に窓、左右は壁で、中廊下に面した障子と窓とは開けてあるが、風はあまり入らず、かなり暑苦しかった。そこに内輪が出してあったけれど、お末は手に取った様子もなく、脇に風呂敷包みを置き、きちんと座っていた。しばらくでした。お末は、 うつむいたままでそっと頭を下げた。お達者でしたか。こんなところへ来ちゃいけない。と英二が低い声で言った。俺はもうお前の知っている人間じゃあない。二度と来るな。サブちゃんから手紙が来て、それでようやくここがわかったんです。おっせいは、 エイジの言葉を聞き流していった。五月の初めに、サブちゃんは活気になって、火災の家へ養生に帰ってるんですって。すぐに治ると思ったら、今度は腹を病んで、まだしばらくは出歩けそうもないということなんです。それで、エイジのところへも行けないから、これこれの品を揃えて届けてもらいたい、と書いてきたそうである。 お末は話しながら包みを開けて、肌着や下帯や果物、菓子の檻などをそこへ並べたが、初めて顔を上げてイジを見つめながら、あんまりよ、イさん、と囁ささき声で叫んだ。どうしてとお末はどもった。ここにいるっていうこと、どうして一言も知らせてくれなかったの 俺は、おみの不浄な縄にかかった体だ。A さんの罪じゃないでしょ ?A 児は顔を引き締めた。なんだって。サムちゃんが詳しく書いてきたわ。おスエは興奮のために乾いた唇を舐め、思うように舌が動かないのをもどかしがるような、咳こんな口ぶりで言った。 あんたが見えなくなってから、サブちゃんは仕事の暇を見てあんたを探し回ったのよ。あたしはあんたに言われた通り、金杉の家へ帰ってたわ。ええ、あんたの荷物やお金も金杉の家で大事に預かってます。サブは心配させまいと思って、エイジが行方不明だということをお末には知らせなかった。 そして休みの日や仕事の終わった後、心当たりを飽きずに尋ね回ったが、渡たがよっぽど周到に手を打ったのであろう。まるで煙になって消えでもしたように、英治の消息はどこでもつかむことができなかった。あたしのうちへも来てくれました、とお末は続けた。あたしの方に何か知らせがありはしないかと、 様子を見に来たんでしょうけれど。そんなそぶりはこれっぽっちも見せないで、A さんは息抜きをするために、髪型の方へ行っているなんて、さもさも本当らしく言って、私を安心させようとしていたんです。そうするうちに、正月、二月と過ぎて、三月二日、酔いセッに綿分から招きがあり、 主人の吉兵衛の友でサブが本町のお棚へ行った。サブも友町で、白木や寿司のご馳走になったが、その時小僧の一人が口を滑らし、暮れの雪の日に英二が来て、町内の頭のために踏んだり蹴ったりされた上、番小屋へ突き出された。ということが分かった。それからバンタを訪ねたが、 言葉を濁してなかなか事実を語らない。やむを得ず、サブは八丁堀へ行って、町わりの役人に助力を願い出た。すると、よりきの青木さんっていう人が A さんのことを知っていて、青木さんの方でもあんたの身元を探していたんですって。そして、A さんがここにいること、すっかり固い字になって、 誰とも口をきかないこと。島から出せば、どんな間違いをしてかすかもしれない。っていうことなんぞ話してくれたんですって。どうしてそんなことになったか、より気にもわかっていなかった。それでサブは、浅草の講和堂を訪ねた。ワスケもはじめはまるっきり相手にならなかったが、サブの熱心さに負けたのだろう。ついに、 金乱の切れの行きつを語った。A さんがそんなことをする道りはない。たとえ氷に火のつくことがあっても、A さんがそんなことをするはずはない。って、サブちゃんは念を入れて書いてきたわ。切れは俺の道具袋に入っていたんだ。と A じは冷笑するように言った。自分の目で見たわけじゃないが、 は多分ほどの旦那が、そんなことで嘘は言わねえだろう。サブがどんなに生きまいたって、誰が信用するもんか。そんなこと構えやしないわ。とおスエは、強い調子で言った。サブちゃんはそう信じてるし、あたしだって、A さんを信じてるんですもの。そう思いたい人には、 勝手に思わしとけばいいじゃありませんか。おめえは知らねえからだ。お末は大きな目で瞬きをしながらエイジの顔を見つめた。これまで胸にたたみ込んだままあの出来事については誰にも言わなかった。言っても無駄だと分かっていたし、話してみても取り返しのつくことではないからだ。けれども今、 お末の大きな目で見つめられた途端、彼は何もかも話してしまいたいという抑えがたい衝動に駆られた。身に覚えのねえことで、ヌスットの罪を着せられたら、どんな気持ちがするか、おめえは知っちゃいねえだろう。と英二は言った。おら、宝庫堂には十三の年から十年いた。同じうちに寝起きをし、 同じ鍋かまで煮たものを食べ、心の底まで知れきっていると思っていたのに、親方は、俺の言い訳も聞いてくれなかった。事情も話さずに仕事から外し、黙って浅草の店へ追っ払おうとした。彼は浅草へ行って、マスケから死災を聞いたこと。それから酔って本町へ行き、綿文の店で酔いつぶれたこと。 次にまた尋ねたところ、わたぶんでは、いぐみのかしらと若者二人を呼んできて、彼を古外へ引きずり出し、雪の中で散々に叩きのめしたうえ、番小屋へ突き出したが、彼はそこでもまた、居合わせた目あかしに、半殺しのような目にあわされたこと、などを語った。お願いよ、えいさん。よして。お寿は青くなり、 震えながら静止した。そんなひどいこと、あたし聞くの嫌。もうよしてちょうだい。エイジは上目遣いに天井を睨み、下唇を歯できつく噛んだ。膝の上にある彼の手は拳になり、力を込めているので、指の節のところだけ血の色が引いて白っぽく見えた。 なぜ俺に盗っ人の罪を着せたか。誰が企んだか。一つだけ見当のつくことがある。とエイジは続けた。証拠のあることじゃねえが、俺は渡たんで多くの人たちと親しかった。娘の二人とは幼友達のような仲だったし、その娘の一人と俺がいつか夫とになる。 という噂さえあったそうだ。冗談じゃねえ。俺にはそんな気はこれっぽっちもなかった。第一俺にはもう他に、女房にするならこれと、はっきり心で決めた者がいたんだ。お末は目を伏せたが、青くなった顔はこわばり、体の震えは止まらなかった。しかし、わたぶんじゃ、 俺の本当の気持ちは知らねえし、そんな妙な噂が広まっては迷惑だろう。俺を店へ近寄せねえようにと何か手を打つ気になったとしても不思議はねえ。とエイジは言った。もちろんこれは水量だ。これが証拠というものは何一つねえが、それじゃ他に何がある俺の道具袋へ古金乱のキレを入れて、 無実の罪を俺に着せずにはいられないような人間や事情が他にあるだろうか。あれからずっと考えてみた。けれども、そんな人間は誰一人いねえし、そうしなくてはならねえような事情はどう勘ぐってみても思い当たらねえ。俺が二度目には多分を尋ねたのも、そこをはっきりと突き止めたいと思ったからだ。 今でも、お末は、つまずいて飲めるような口ぶりで聞いた。イさんは、今でもそれを突き止めるつもりなのエイジはゆっくりと首を振った。ダメだ。下手につつけば、今度は本当のぬすっとにされる。相手は綿文の主人。 こっちは親方から暇を出されたケチな職人だ。奉行所で親切に事情を聞かれても、これこれと話せなかったのはそのためだし、今となっては事情を突き止める手立てもありゃしねえ。だがな、ほら、貸しだけは取り立てるぜ。お末は怯えたように英二を見た。ここを出たらな、 と、エ治は囁いた。わたぶんにも、いぐみのかしらや若いものにも、めあかしの大田屋と古文の島蔵にも、一生涯忘れることのできねえような思いをさせてやる。きっとだ。この首にかけてもやってやるぜ。おすえは、両手で顔を押さえ、声を殺してむせびあげながら、とぎれとぎれに聞いた。 じゃあ、私はどうなるの ?A さん。八の三。俺のことなら諦めてくれ。と A 字は顔を背けていった。ほらおめえを初めて見た時から好きだった。そして、女房をもらうならおめえだと、一人で心に決めていた。 サブちゃんから聞いたわ。と、お寿エは、口の中でつぶやいた。だから金や荷物を預かってもらったんだ。あの時は、まだおめえと一緒になって、小さな教授屋でもやるつもりだった。イ治は、吐き気でも込み上げてきたように、鋭く眉と口を歪めた。だがもういけねえ。何もかもご破産だ。 この島から出たら、俺が何をするかは、今言った通りだ。俺は前のエイジじゃねえ。おめえともサブとも縁のねえ人間なんだ。そう決めないで、エイさん。おえつしながら、おスエはかぶりを振った。そんな風に決めてしまわないでよ。死んじまった鳥に歌わせることができるか。 A さんは鳥でもないし死んでもいないわ、とお寿は言い返した。あんたがどんな辛い悔しい思いをしているか、覚えのない私にはわからないかもしれないけれど、あんたがいなくなった後、サブちゃんがどんな気持ちであんたを探し回ったか、サブちゃんの手紙を読んで私がどんな気だったかも、あんたにはわからないでしょ そこをお互いに分かり合おうとすればこそ、友達があり、夫婦があるんじゃありませんか。無事に暮らしているうちはな、と言ってエイジは立ち上がった。俺の気持ちはもう話した。おめえもこれっきり来てくれるな。サブにも来るなと言ってくれ。いいな。サブちゃんのことは知りません。 お寿恵は涙を拭いてきっぱりと言った。あたしはあたしのしたいようにします。恵児はそこに広げてある品に目もくれず黙って廊下へ出て行った。三十日の押し込めが溶けると七月になった。木べ屋では恵児を祝うためみんなの手線で酒を買った。差配役に頼んで 特に目をつぶってもらったのだが、赤鬼の松田ゴンゾは霊によって毒づいた後、自分もいくらかの銭を出した。おめえにはりがある。松田はエ治を脇へ呼んでいった。あの時おめえがコブのやつを止めてくれなかったら、あの吉芸野郎がどこまで騒ぎをでっかくしたかわからねえ。野郎はおとよのことがあるから。 この俺にも恨みを晴らす気だったろう。それがあの暮れのことで収まったのはおめえのおかげだ。遅まきながら礼を言うぞ。忘れてくれよ。とエイジは微笑しながら言った。お前さんのためにしたことじゃねえんだから。だろうとも。松田はむっとしたのだろう。その顔が急に赤く膨れるように見えた。 今夜の酒は、俺の礼心で目をつぶる。寄せ場人足が酒盛りをするなんて、この島始まって以来のハット破りだ。もしも上役に知れでもしたら、この俺なんざ八丈送りになるかもしれねえ。ほら、自分で自分を、底抜けのクソ野郎だと思ってるんだぞ。心配しなさんな。酔うほど飲ましゃしねえよ。と英二は真面目に言った。 なんなら用心のために松田さんも来ませんか松田の膨れた顔が一遍にだらしなくほぐれた。とんでもねえ、仮にもサハ役にそんな真似ができるかと言い、照れくさそうに去っていった。小頭で一番年長の伝七が世話役となり、外使いの者のが鳥や魚を買ってきた。それに、 寄せ場の買ってから値だった野菜と米とで手早く二十三人分の禅を作った。一つはコ布の正七のもので彼は禅が揃ったところで呼ばれた。一皿に盛り付けられた鶏と野菜の馬に焼き魚と浸し物味噌汁に白い飯というのを見てみんなの間にどよめきが起こった。 寄せ場の食事は量こそ多いが麦飯で、正月の3日間は雑煮と塩酒、ご節句や真珠稲荷の祭りには赤飯、土用中には土壌汁、七夕にはそうめんなどという特例があるほか、普段がごく粗末なものなので、どんなわずかな地層にも歓声をあげたくなるのだろう。みんなが座ったところで、 世話役の伝七が念を入れて注意したのち、酒が出され、まず英二と聖七が酒好きを持った。ありがとうよ。聖七はそっと英二にそう言った。みんなおめえのおかげだ。おまけに三十日も迷惑をかけて申し訳がねえ。勘忍してくんなよ。おたげさまだ。 と、エ治が答えた。これからも仲良くやろうぜ。酒好きというのは二つだけ。あとのものは湯飲みで、飲めない余兵と他の二人が、量のあんばいをしながら酌をして回った。へんてこなもんだなあ、と、万吉が酒をすすりながら首をひねっていった。こんな風に、薬みたいにすすっていると、 胃のふの中をくすぐられているような心持ちだぜ。銭にするとどのくらいの値打ちだと隣にいる男が聞いた。万吉はつられてひょいとそれに答えようとし、ふと気がついて、よしあがれと言った。それでみんなが笑い出した。こんなことが月に一遍でもできるんなら、 と、一人が実感のこもった声で言った。おら、生涯、この寄せ場にいてもいいと思うな。そのこった、と他の男が言った。生き馬の下を抜くような、せちがれえシャバにいるより、この島の方がよっぽど安楽だ。そいつは知らなかった、と早速別の男が言った。シャバじゃ、 生き馬の下を抜くかね。そこでまたみんなが笑い出した。八の四。なごやかな時間が一時あまり続き、その間に五人の男が英イのところへ酒きの交換に来た。尺も酒きのやりとりもしないのが自分の癖だから、と英イは断ったが、五人とも気を悪くした様子はなく。 自分の酒を大事そうに舐めながら、今後は互いに助け合って行こう、などと頼もしそうに語っていた。二平というのが三十四五、竹というのが三十絡みで、三平、吉蔵、富三郎という三人は、栄治とほぼ同年くらいに見えた。すっかり人気者になっちまったね。寝るときに、 余兵が来てそう囁いた。あたしはここへ来て八年になるが、こんなにみんなの気があったのは初めて見ましたよ。私たしは酒は一口もダメだが、みんながあんなに楽しそうに飲んでいるのを見たら嬉しくってね。こっちまでが酔ったような気分になっちまいました。英二はしばらく黙っていて、それから、 相手の本心を探るような口ぶりで聞いた。ヨヘイさんは今でもこの島で一生暮らすつもりかねそのつもりですよ。とヨヘイは答えた。私はシャバでは暮らしにくい人間のようですからね。そしてまた言った。さっき誰かが生き馬の目を抜くような せちがらい世間ということを言ったが、この島ではそんなことはない。人の小股を救ったり、人を出し抜いたり、ペテンにかけたりすることもない。そんなことをしても、何の得にもならないからだ。そうでしょう。ここにも無論嫌なことはある。ひねくれ者や意地の悪い奴もいるし、 したくない仕事もしなければならない。それでも人をしのいで儲けたり、出世したりすることはできないし、やれと言われた仕事を己の分だけやればいいのだから、世間のように逃げ湯を飲まされる心配はない。と与兵は言った。こんなことを言うのも、つまり私が脳のない年寄りで、 半分死んだも同然だからでしょうがね。年寄りったって、まだ働き盛りじゃないのかい年は四十一さ。と与兵は力のない笑い方をしていった。けれどもね、いつか話したあの晩、女房を殺そうとしたあの一晩で、私は二十も三十も、 年を取っちまったような気がするんですよ。ええ。気がするだけじゃなく、体まですっかり年寄りになっちまってるんです。お前さんには信じられないかもしれないがね。そして余兵は自分の寝床の方へ去っていった。英イは寝てから考えた。この寄せ場にいる人間たちの中に二度と世間へ出たくない。 一生この島で暮らしたいというものが少なくない。気が弱く飛び抜けた才能もなく、善良であるだけでは広い世間での生活は苦しいだろう。だがそれだけではあるまい。彼らは生活の苦しさに加え、いろいろな意味で世間から非常に扱われ、小づき回された。世言の六が、 仲間の復讐を恐れたとき、広い世間にではなく、この島を隠れ家に選んだように、彼らにとってもまた、ここが安全な隠れ家なのであろう。なんというかわいそうな人たちだ、とエイジは思った。なんという残酷な世間だろう、と彼は口の中で呟いた。だが俺は違うぞ。 俺は必ず仕返しをしてやる。俺が味わった痛手を倍にして返してやるぞ。いつからか風が吹き始めたらしく、雨戸がうるさく揺れ、痛べから生暖かい風が吹き込んできた。英二はそれを聞きながら久しぶりの酔いに包まれて眠った。自分は自分のしたいようにする。 とおスエが言った。おスエは死人のように青ざめた顔で、元湯が切れたのか髪の毛はバラバラに溶けてい、英児を睨む目は青い火が燃えるように見えた。どうする気だと英児が聞いた。するとおスエの口がぐっと広がり、両端が耳のところまで裂けた。 その裂けた口の中は真っ赤で、蛇のように長い舌が覗いた。英イは恐怖のために息が詰まり、逃げ出そうとしてもがいた。もがきながら、これは間違いだと彼は言った。これはこぶの聖七の夢だ。俺ではなく、聖七が夢を見ているんだ。と英イは言い続けた。兄 と誰かが怒鳴った。起きてくんな、兄。大嵐になったぜ。英二が目を覚ますと、部屋の中は真っ暗で、起き出したみんなのざわめきと、風の凄まじい方向とが耳に襲いかかった。もうじき潰れるぞと暗い中で誰かが怒鳴った。つっかい棒をしなきゃダメだ強風に揉まれて、 建物全体が悲鳴を上げ、板塀の歪む音がした。英イは着替えをし、帯を締めながら、みんな落ち着けよ、とどなった。しかしその声は、板屋根の吹き飛ばされる音に消され、穴の開いた屋根から吹き込む風が部屋の中いっぱいに渦を巻いた。あの酒だぜ、と誰かが叫んだ。 赤鬼は目をつぶったが、お天と様はそうじゃなかった。この嵐は酒の罰だぜ。外へ出ろ、とエイジが叫んだ。屋根を向かれちゃもう持たねえ。みんな外へ出ろ。八の五。真っ先に外へ飛び出した男が、水だ、と叫んだ。風に吹きちぎられてよく聞こえなかったが、 続いて出て行く者が皆、水だ、水だとあめき立てた。それを聞いて、出るのをためらった者が数人。戸口で迷っているとき、長屋の建物が大きく揺れ上がり、木の引き裂ける音が次々と起こって、橋の方からあっけないほど脆く倒壊した。英二は一番後から出るつもりで、その数人の者と戸口にいたが、 木の裂ける音を聞いたので、こいつは倒れるぞ、出ろと言って、二人か三人を押しやりながら郊外へ飛び出した。倒壊する建物の日差しあたりが彼の背をかすったほど危ない一瞬であった。外は足のくるぶしをこす水で、突風の来るたび、その水面から白くしぶきの飛ぶのが闇を通してはっきり見えた。 長屋の他の部屋の者たちも出ていて何か叫び合う声はするが、風のうなりに消されて全く聞き取れなかった。役所も見張り小屋も真っ暗で見えず、水はぐんぐん増していてもうすねの半ばにまで深くなった。手を貸してくれと誰かが叫んだ。倒れたうちの中に誰かいるぞエイジは振り向いた。 本当か誰だ誰だかわからないが、俺の後ろにいた奴が一人逃げ遅れたんだ。とその男は言った。それ、声がするだろう。風は南なのに、長屋は西南の方、つまり手前の方へ倒れていた。ちょうど押している力が緩んだ途端、北東へかしいでいたのが前のめりになったという感じであるが、 耳を近づけてみると、倒れた屋根の下から人のわめいている声が聞こえた。手を貸してくれとエイジが叫んだ。人が潰されてるんだ早く幾人かが駆け寄ってきた。おいしっかりしろとエイジは壊れた建物の下へ向かって絶叫した。今出してやるぞしっかりしろよ 彼は聞こえてくる声で見当をつけ、手に触れる板や柱を取って投げた。幾人かが英治に習って残骸を取りのけにかかったが、立っている時には柱へ板を打ち付けたばかりのごく雑な小屋のようにしか見えなかったのに、いざ片付けるとなると、その柱や板の量の多いのと思いことに驚いた。おい、集まれ という赤鬼の声が聞こえた。病人を写すんだ役所の方へエイジは太い角柱に取り付いていた。戸口の一本らしい。万吉が丸太を持ってきて、こいつをてこにしようと言った。丸太の下へ飼う者が見当たらないので、万吉はその一端を角柱の下へ突っ込み、一端へ自分の肩を入れて力んだ。 どこかでまた家が倒れたのだろう。木の裂ける音や鈍い地響きや人の悲鳴などが聞こえた。ダメだと万吉が言った。この柱はびくともしねえぜこいつを解けなくっちゃどうにもならねえと英二が言い返した。もう一踏ん張りやってみろさあ角柱は意外に重く、その上、 壊れた板や梁などが被さっているため、容易に動く景色がなかった。そこへ二人ばかり走り寄って、満吉と一緒に丸太を担ぎ上げた。みんな集まれという松田ゴンの叫び声が聞こえた。こっちだ役所の前だぞ烈風は水しぶきを伴っていて、みんなの顔や手に痛いほど叩きつけた。 雨じゃねえ。こいつは海の水だ。と誰かが怒鳴った。見ろよ。塩っかれぞ。角柱が動き、丸太のてこに取り付いていた三人が転びそうになった。エイジは角柱を押しやり、その下の板切れをかきのけながら、大丈夫かどっちだと呼びかけた。ここだ。早くしてくれ。と、 いたけれの下から返事が聞こえた。早く頼む。溺れそうだ。そう言われて気がつくと、水はもう膝まで来ていた。急げと万吉が怒鳴り、四人は夢中で、いたきれやえつりの俺などを取り除けた。赤鬼の松田が水を跳ね飛ばしながらやってきて、何をしているクソ野郎 集まれというのが聞こえないのかとあめき立てた。さっきからよほどあめいたり、どなりつけたりしたのだろう。その声はすっかりしゃがれて、風邪をひいたデロレンザイモンのように聞こえた。人が潰されてるんだ、とエイジがどなり返した。手伝ってくれよりによって、こんな時に潰されるなんて、と松田は毒づいた。 よっぽど薄野の郎のかぼちゃ野郎のデクの棒だな。誰だ毒づきながらも進んで手伝い、どうやら男を救い出した。それは金太で柱と柱の組み合った下で四つんばいになってい、水を避けるため横にひねった顔の半分が水に浸かっていた。危なかったなあ。と万吉が助け起こしてやりながら言った。 もう一息ってとこだったじゃないか。重量がとこ拾ったような心持ちだろう。すまねえ。みんなありがとうよ。金太は水浸しの髪を手で押さえながら、幾度も頭を下げた。ほら、もうダメかと思った。さあ、急げ。松田が手を振った。ぐずぐずするんじゃねえ。役所の前へ集まるんだ。 一緒に歩き出しながら、英二は初めて恐怖を感じた。これは大変だぞと思った。この島は元巣だったのである。大川から吐き出される土砂が溜まって巣となり、そこへ土入れをして島にしたものだ。これまでにさえ膝につく水が上がっているから、風がこれ以上吹き続ければ、島全体が水の下になるかもしれない。 エイジがそう思ったとき、誰かが、あげしおはいつだと叫んだ。明けの七つごろだ、と叫び返すのが聞こえた。だが今は何時だやつだろうと答えるものがあり、他の声は聞こえなかった。役所の前は水が浅く、足のくるぶしまであるかなしかで、そこには人がひしめいてい。 縁側には役人たちと寄せ場奉行の姿も見えた。油紙を貼った箱上鎮は風から囲ってあるため、役人たちの姿は見えるが、中庭の方へは光がささなかった。みんな揃ったかと縁側の上から岡安喜兵が言った。女はどこにいるこちらに揃っていますという答えが、 人の群れの端の方で聞こえた。男どもも皆揃いました。と松田権蔵が怒鳴った。数を読みますか揃っておればよし。と岡安が言った。これからお奉行のお話がある。落ち着いて静かに聞け。寄せ場奉行は五十二三の痩せた長身の男で、 身分はお目見え以上、江戸町奉行の下奉行閣であった。私が成島自衛門だ。と奉行はよく通る声で言った。この暴風に加えて、今一時もすると満潮になるから、ここにいては生死もおぼつかない。それゆえ、奉行の一存によって、その方どもを一旦召し話にする。ただし、 町奉行の許しなくして召し話すのだから、七日のうちには帰ってまいれ。一人でも逃亡して帰らない場合には、私は切腹して責任を取るつもりだ。分かったか大川の方に天馬が酸素をある。病人と女を先に、順を守って出ろ。と言葉を結んだ。人足たちの間から、 驚きとも恐怖ともつかないどよめきが起こり、彼らは浮き足だって崩れ出した。沈まれ順を守れと静止する声も、彼らにはもう聞こえはしないようで、我勝ちに門の方へと揉んでいった。英治も押されたり疲れたりしながら、建物の角を回り、大川に面した屋いに沿って、船着き場の手前まで行った。 すると、人の波はそこで止まり、その向こうの門番所のところで、誰かがしきりに絶叫していた。そこは、役所の建物が壁になって、風もいくらか弱く、番所の高れ提灯が、はためきながら光を投げていた。英治は乱暴に人をかき分けてそっちへ行った。絶叫しているのは古部の正質で、彼は諸肌脱ぎになり、 いつかの掛け合を頭上に振りかざしていた。戻れこいつら後へ戻れとコブは言った。女と病人はいいが、達者なものは残るんだ。オラたちはこの島で生きてきた。この島には大音があるし、これからもここで生きていくんだ。大音のあるこの島から逃げ出すような野郎は、オラがぶち殺してくれるぞ さあ、通れるものなら通ってみろ。そうだ、残るんだ。とエイジが人の群れの中で声限り叫んだ。ここから出て行っても、島抜けと見られて、どんな目に遭うかわからねえぞ。人足たちの耳に、島抜けという言葉が鋭く響いた。島抜け牢破りに見られるぞ。とエイジは叫び続け、 それが人足たちの口から口へ伝わった。何が島抜けだと一人が呼びかけた。お奉行様の口から直に召し話だと言われたじゃねえか。それを信じさせることができるかと英イはその男を指さして叫んだ。召し話は町奉行の許しがあったわけじゃねえ。ここのお奉行様の一存だけだし。 臨機の召し話だという証拠もね。この大嵐で向こうの歌詞には警護の人数が出ているだろう。そこへみんなでゾロゾロ行ってみろ。この色瀬の水玉模様を見ただけで寄せ場人足の島抜けだと見られるだろう。そうは思わねえか。そんならどうすりゃいいんだと別の男が聞き返した。ここにいたって、 溺れじぬばかりじゃねえか。どうせ死ぬんなら。死ぬとは限らねえ。と古ぶの性質が怒鳴り返した。お奉行様も役人衆も残るという。役所の周りの地盤が高いことはみんなも現に見たはずだ。みんなの力を合わせりゃ、この島一つ守れねえことはねえぞ。それでも逃げてえものは逃げろ。と英イが言った。 だが順番を破るな病人と女が先だ八の六。掛け矢を持った性質の脅しと、英治の巧みな言葉の脅しとで、我勝ちの騒ぎは静まり、病人、女たちに続いて、三層の天馬線に避難者が乗り移り、どうやらことなく大川へこぎ出してゆき、 あとに七十人余りの人足が残った。風はさらに強くなったようだし、水かさも増すばかりで中庭の広場に波頭の白く砕けるのが見えた。静七はあるだけの浅縄とむしろやわら縄を持ち出させ、大工や左官たちを呼び集めて油部屋へ行った。油絞りの小屋は頑丈だ。 と胸まである水を分けて行きながら、静七は言った。あれは風では倒れねえ。だが、絞った油の壺が流される。英治は役所の建物に取り付いた。そこでは、同心や下役人たちが総がかりで雨戸に山を打ち付けたり、廊下柱を綱で止めたり、杉丸太で突っ替え棒をしたり、また一方では、 建物の周りに水を逃がすための溝を掘ったりしていた。英イは溝掘りに加わり、一人の持っていた桑を、変わろう、と言って受け取った。よ<う>、とその男は桑を渡していった。よう、武州じゃねえか。やりやがったな。それは赤鬼の松田ゴンゾであった。 しまぬけハロうとはうまいことを言いやがった。と松田は言った。こぶのやろうとおめえのおかげだ。さもなきゃ人死にが出たところだろう。ご褒美のだぞ。おいらのは脅しじゃあね。とクわを使いながら英二が言い返した。本当にそう思ったから言ったまでだ。本当にそう思ったってこの大嵐で。 向こうがしの人間も気が立ってる。そこへいきなり水玉模様の色せが船から続々上がったらどうなる。表向きには何の知らせもねえんだぜ。とエイは言った。向こうがしの人間になって考えてみな。松田さんならどう思う松田はちょっと黙っていたが、どこかへ行ってクワを持って戻り、エイと並んで溝掘りにかかった。 おめえはよっぽど、と松田が言った。ひでえめに遭ったことがあるんだな。俺だけじゃねえさ。この寄せ場にいる者はみんな、それぞれ世間からひでえめに遭わされてるぜ。口の減らねえ野郎だ。松田は手を止めてエイジを睨みつけた。いつでも人をへこましやがる。そんなに俺が綺麗なのか。 エイジは驚いて松田を見た。俺が松田さんをへこましたって。冗談じゃねえ。オらはじめっからおめえさんが好きなんだぜ。ふん。松田は力いっぱいクワを振り下ろした。おだてとともれえかごには乗らねえぞ。押し寄せてくる水は波を打って掘り上げた水を越しては役所の前庭を洗い、 役所の建物は不気味に寄んだ。屋根瓦が音を立てて吹き飛ばされ、軒や日差しで風が吠え続けた。空は真っ暗だが、烈風のため雲が異常な速さで北へ北へと走り、その雲の切れ目に時たま星のきらめくのが認められた。もう掘るのはよせ、という岡安騎兵の声が聞こえた。 それはもう役に立たない。みんな上がれ。水もこれ以上は来ねえ。と松田が英治に言った。満潮はもう過ぎた。上がろうぜ。ほらコブの様子を見てくる。コブがどうした油の壺を流されないように言って油部屋の方へ行った。よせ。あっちはまともに波をかぶってる。 おめえが言ったってどうなるもんか。野郎は大丈夫だ。念のためだ。とエイジは叫んだ。ちょっと行ってみてくる。よせ、武士と松田がわめいた。エイジはクワをついて地面を探りながら水の中を歩き出した。水というより荒波と言った方がいい。少し行くと胸まである水が絶えず波だってぶつかるし。 その波の砕けるしぶきは砂でも叩きつけるようにバシバシと顔を打った。その上に水は休みなく寄せたり引いたりするからうっかりすると足を取られそうになる。英二はクワを杖のように使って水の力と戦いながら懸命に進んだ。油部屋の建物は役所から二十軒足らずのところにあったがそこへたどり着くまでに 半時もかかったかと思われた。行ってみると、その建物は水の中にがっしりと立っていて、中で大勢の歌を歌う声が、風の音を通して聞こえてきた。戸口は閉めてあるし、小屋全体が縄や綱で巻いてあった。おい、大丈夫かエイジは引き戸を力いっぱい叩きながらわめいた。 みんな無事か中の歌声が止まり、エイジの頭上から呼びかけるものがあった。振りあおぐとそこに小窓があり、誰かが首を出していた。木べ屋の武州だとエイジが仰向いて怒鳴った。生さんは大丈夫か小窓の首が消え、代わりに聖七が首を出した。もちろん顔は見えないが、 声で聖七だということが分かった。ほら大丈夫だと聖七が言った。おめえはまた何だってこんな時へ来た様子を見にだ聞こえねえと聖七が言った。今綱を下ろすからそれに捕まってくれ投げられた綱は風に吹き払われるので、エイジがそれを掴むまでに 三度もやり直さなければならなかった。何人かが力を合わせて引き上げ、そこは棚のようになった中二階で、闇の中からわっという歓声が上がった。頭に気をつけてくれ、と静一が言った。ここは菜種袋を積んでおくところで、幅はくしゃくしゃねえし、頭の上はすぐに天井だ。まあここへ座ってくれ。 よく来たな、武州。とか、外の様子はどうだとか、誰ともわからない声が左右から聞こえた。みんなウキウキと弾んだ調子であった。油の壺はどうだと聞くと、みんな綱でくくり合わせたし、この小屋は大丈夫だと聖一が答えた。この中に、もっこ部屋の者はいるかこっちにいるぜ、兄。 エイの問いかけに答える金太の声が聞こえた。九七小頭と四平さんも一緒だ。もう一粘りだ、とエイが怒鳴った。みんな踏ん張ろうぜ。うわっ、とまた歓声が湧き上がった。突風が襲いかかって小屋全体が震え、柱や梁がきしんだ。すると誰かが歌を歌い出し、 その歌を知っている者が四五人一緒に声高く合わせて歌った。英二には何の歌かわからなかったし、文句もよく聞き取れなかったが、おかしなことに目の裏が熱くなり涙が溢れてきた。お前見たさに、とその歌の文句が途切れて聞こえた。まぐさるても、お前は気もせず影ばかり。 エイジはそっと目を拭いた。突風がまた小屋を揺り立て、どこかで板でも裂けるような激しい物音がした。